は。あこんばんは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 うるせえやこんばんはこんばんはしこいんだよこんばんはダウナーですか別にダウナーじゃないよこんばんは こんばん、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 は。ああ、おこんばん、こんばん、れ様です。こんばこれって。こんばん、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 ここんばん、こんばん、こんばん、こん、こんばん、元気なん、けないじゃん、今日は鬱で死にそう。こん、ばん、俺も。 こんばんは。こんんばは元気じゃないや、塚井さんこんばんは。何昔の YouTube、こんばんはと。こんばんは、14日会に行くよ。こんな元気ない人に、ね。<laughs> リューチャルの、リューチャルのキャス見て微妙な気分だったから、の子さん見れて、あの、正常が、正常、心が正常できて嬉しいです。 お前、まあ、リューチャルに失礼だろ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。仙台初ライブ、あ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。仙台もありがとうね。遠い昔のようだぜ、もう。こんばんは。なんで万文に楽曲提供しないんだよ、お前。なんでが楽曲提供が万文に金来ないんだよ、逆に。逆にで、それ。お茶バックありがす。なんなんだろうな。それ、ふと、今、改めて、こんばんは。あの、5年、5年ぶりぐらいに、確かに。 こんばんはこんばんは。万門から依頼来たことないな。こんばんは。ああ。部屋くらいね。何なんだろうな。知らん。こんばんは。確かに。こんばんは。遅くなりました。遅くなりましたっていか。僕が早すぎるんで。えー、こんばんは。燃え尽きかって何が。あのさ、ふざけんなよ。いつも目ん玉カップごとかっ飛ばしてさ、手足伸,び伸ばしてお前さ、生きてるわけねえだろ、こっちはこんばんは。 バカなのかよ、ね、お前ら家帰ったら、な、学校終わって家帰ったらこんな感じだろうが、こんばんは。な、今日受験日だった、めっちゃ頑張ったから褒めてほしいです、叫んだよ。俺の枠なんで、おめ配信しろじゃ精神薬ありがざます。お前配信すればみんな褒めてくれるよ、信者たちが。あ信者囲って、こんばんは、そのリスナーがみんな褒めてくれるから、疲れたって、受験頑張ったから褒めて,て。 こんんばんは、えー、今日、え、何首吊り配信あったの今日知らんけど、そんなもん。また自殺配信あったの全然勉強。よいや、違うね。俺は会社から帰った後、ラジオ体操しちゃうもんね。もんねって、なんだお前。野原慎之介か。な、お前みたいにラジオ体操するな。あの、元気、元気の修理してる一方で、そう、な、怖いな、首吊り合いお前、今日も自殺した人がいるんだぞ。な。 それ分かってんのかお前、ラジオ体操してよ。どんな気持ちでラジオ体操してんのお前、会社終わった後、こんばんは。自殺配信あったあったってどこであったんだよてか、それほんと死んないんだけど。でもしょっちゅう、まあ、あるっちゃあるよな。えー、そこの世の中。な、自殺配信、精神薬をだす。だって俺だって、自殺するとき配信すると思うもん。な、ニコ生であった山の中で、えー、毎日死んでるから、ね、親父元気か、親父も自殺しそうだよ。 に、この親父は元気だよ。精神科入院決まったから ng 大阪行けるかわかんない。何がいけない？行けなかったら精神療あのクメンクリエイーのあの,あのそのあ、あとギブアンドテイクあれデイケアから見ろ。病棟から配信するからこんばんは。うん、キャスやるからのこさん、なんか褒めてください。配信者になればいいじゃん。配信者になればね。自殺配信してもね。何僕も今日自殺配信しようとしてた。 大阪阪市、今晩始まった。配信者になれば、ね、こうやってねみんなね、あののこさんかわいい、のこちゃんかわいいって、今日も寝てるだけなのにかわいいねって、およメンクリーが天才だねって、お金あげるよって、え仕事辞めるって言えなかった、えなんか目がうるうるしてきた、えー、病棟ってスマホ取り上げるとか知らないよ、のこさんだって、て今日まったりしてんねのこさん、のこさんが私は支えて、ありがとうございます、愛してます、おやすみなさい。 三上記はね、い楽しいね。三上記は楽しいな、お前な。ああ、お年玉くれ。何も、あ落お年玉残すよ、こんまんは。ちなっ,って今年、配信、初めてじゃん。あのー、年越し配信依頼ぶりかな。うん。お年玉配信だよ、これ。おうさんに慰められ、死にたいな、わかるが、純粋に配信しようってどういう気持ちいや、みんなに見られたい。えー、最後の最後。なんか、あれだよ。 まあだから俺はさい作品も配信もって言ってるけどそんな気分じゃない今日仕事なんかそういったやっぱあなんか何かをなんかね残すじゃないけどなんかそういうなんかあ見た方がたまったもんじゃないかもしれないけど最近かまちゃんの曲を曲曲恋人とギターとピアノでコピーして弾いてます大好きですありがとうございます、ね、恋人とギターとピアノ弾いてお前デュエットしてんのかよこの野郎なあセックスだけしとけやこんばんは なつめあとってコメントしたけどしてた人が私は詰め込んって感じなんだよそれえっ、ー、何えー、こんなおしゃれなリスなのに今年はライブ行個よろしくあ今年ライブもほんと100歩やるからうん残すた t 一旦課金すんのそれわけないじゃんこんなもん、うん、むしろ金欲しいぐらいだよなこんな苦しいさ SNS 社会さ金欲しいような毎日毎日さうやむやになんかさねあのダ,ダークなニュースさ トレンド上がってきてさ、ねえ、エッチ、エッチ、エッチなワードとかトレンド上がってきて、そんな毎日さ、なんかさ、見せられてよ、こんばんは。あ、うんとんと。金もらいたいぐらいだよね。なんで課金しないといけねえんだよ。バチツイートやって何が早く高校生になってライブ行きたい。<laughs> おい、ちゅうぼう。<laughs> 今日はどんな気分ですかみんなと話したい気分だから、配信してるだけで。こんばんは。精神薬やぞ、す。うん。落ち込んでたきはキャスルで精神薬や みんなとお話ししたい気分だから、ね、団地から愛を込めて、感謝と愛を込めて、ね、あの、こ,この前、ツイッター、本田圭佑から編集もらいましたって、すげえな、お前、こんばんは、圭佑、本田から、マジかよ、パパカツはダメだぞ、なんでダメなんだよ、別だろ、人の体だろ、愛を込めて、こんばんは、スペースやろう、団地から、え、本田圭佑はすげえな、すげえな、あ、本田圭佑ってあれさ、最近かれぶったた,たかれてたよね。 精神薬はざす。あ、僕、僕は、僕はラーメン、あの、つい見して知ってる、あの、け、けいすけ本田がぶたたかれたけん。ツイッターで。俺、俺、俺は、俺は、初詣行きましたか。行くわけないやろ。コロナでこんな。あの、俺、俺、俺は、知らない。そうラーメン。あのー、本田ゼルフの、本田ゼルフじゃね。本田ゼルフのケいスケの、言葉。 も、まあ、ノマネって当たり目だろ普段こんなふうに俺喋んねえだろチゃンカラさします <laughs> えっジュース楽しみにしてます当たり目だろ楽しみだろんな俺だって楽しみだよこんな疲れてっけどよこんばんはあー疲れてんのにクソ雰囲気だけのもの <laughs> 微妙に似てるって言ってくれてお前ら調子乗らせたからだよこんばんは微妙に似てるって言ったじゃん今日も電気も使って当たり前超寒いよてか今日超寒くない純一、えー、お疲れさまそっくりです 今日超超寒くないやばいよね、格別寒くない、今日雪降ってるし外出てねえけど、少し寒い、寒すぎ、あ、今日昼間出た、スーパー行って牛乳買いに行った、俺、牛乳とコーラと、あと、なんだ、牛乳とコーラと、あとカップ麺と、エピラフ、今日寒い、うん、エピ最近、ほんとエピラフとカップ麺しか食ってない気がする、外食も行ってるけどね、今晩は、松屋とか、サイゼリーとか、えー、か,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 かっこいい。 配信嬉しいせいにガソリン入れてるってどういうことああ値上げするからあーとりあえず入れたよ、うん、ガソリンも俺入れたよっていうかガソリンも最近入れたよレギュラー2000円で、うん、満タンってなんかはよくわかんねえからいつも2000円でやってるそんな寒いからんか食べた今日配信あると思ってなかったらそりゃそうでしょ僕がねなんかたたた喋りみんなとおしゃべりしたい気分だから生きがいつけただけ ダニモード牛乳コーラサイズ配信みたいです、こんばんはピラフ好き、セシアからたらことスパイス白ワイン、えー、カップ麺、何派何派って何がだよ、うどん派だよ、キツネのなあ、かわいい、えー何、何がかわいいの、こんばんはおしゃ,べり、うん、しゃべりたいけど、やっぱだってしゃべる相手がい,いないからね、僕ね、ほんといきなりし、病院の先生のモノマネ好き、牛乳たがい、9時前に始まってってな、ね、いかあすみません、はいちょっとねフライングスタート切りました。 うん、そう、喋られる相手はコンビニ店員しかガチでいない時あるからね、本当に。うん、カップ麺も高くなった、私もそうよ、2000円で。チャットガールガイドってないかチャットガールってなんだよ。<laughs> チャットガールってなんだよ。な、うん、あいつねうどん、ね、もうほんとさ、もうや,やんなっちゃう、ほんとに。ね、まあやんなっちゃったわけじゃないんだけど、あ、コロナになっちゃった、あ、コロナになった人、ちょっとご自愛くださいね、やっぱ流行ってるんで、インフルとコロナ。ね。 ご自愛くださいねほんとお疲れ様です人それぞれね、俺から移された人もね、あ俺,俺,俺とモノくんか、あ俺とモノくんからも移された人ね、あのね、あ,あのね、ご自愛ください、リプでもね、いただいてます、はいあ、もう本当に反省してるんで、反省してます、はい、あ職場にコーナで味をう、こんばんは、今日も過去です、だ今 PCR 受けてきた後遺症出ませんよう、ね、に、か後遺症とかもだからあるじゃん。 ね、俺の命の電話、意味ないよ、そもそもまともに繋がらないし、そんなん分かってるし、前から言われてるし、ね、命の電話、ねあ、コーナーとインフル俺、俺はかけたことないけど、こんばんは、こんばんは、俺は死にたいときはそんな、誰にもね、弱音なんか吐かないから、乗っからコーナーもらって嬉しかったよって、違うよ、いや、結構、あの結構な,んかな,かなかなかね、やっぱ中にはなんかいるんだよ、こんばんは、こんばんは、なんかあの、やっぱ臓器系とか、やっぱ人によるじゃん、コーナーってさ。 いまだにちょびっとちょびっとだけ引きずってますみたいなリップとかもきてさああ申し訳ございませんですって本当に本当ト反省してますよえー、命を電話包丁電話うちの母親は命をではないはい明日コロナの人と会わなきゃいかん会うなよ会うなよお前それはさバカかお前コロナの人と会わないかんってお前それなんだ死ぬのかそいつ死ぬってこといやそれあったらまあ、まあまあ、気持ちもわからんでもないわうんそのコロナでさじゃない限りはなんか あれじゃない色、色容義者か。お医者さんか。お医者さんか。ね。こんばんは。入,入,入籍いたしました。は入籍って結婚したってことおいお前結婚したのか。後遺症でハゲたかもってないが誰があお、お前かか。わあ、なるほど。後遺症でね。そうそう、ハゲ、なんか薄毛になる。ハゲって言うな、お前ら。ハゲって。今薄毛の人だから。 こうなのおめえうるせえんだおめえらおめえとおめえと,おめでとうございますってこっち独身だわねうるせえな結婚しねっつってんだろ俺はなそうそううんそう後遺症の薄毛の人が多いからハゲハゲあんま言っちゃいけんよこんばんはうんハゲハゲハゲってほんと今さマジで結構ねあの女性でもだからさ全然いるからさそうそうそう髪の毛ね抜けてねかわいそうにほんとにうん俺 ハゲは差別用語って何かそうで俺らずっと言ってんだよずっとてめえそれなのハゲハゲさ今でも嫌ってこねやろこんばんはなハゲは後遺症のせいなんてないが何が誰が誰がてコロナの後遺症であるってことで俺は後遺症じゃなくて自分で抜いてんだよな俺はもう呪い呪いなんだよ前世で多分悪いことしたから俺は呪いで遺伝でそういったねをじじいもおやすみなさーい寝るなよなあてめえ <laughs> 入籍おめでとうございますセシカイザース入籍してくれたらとなお前 あと、うん、入籍とりあえずおめでとうな、さっきの話。いろんな話が困惑するわ、ちょっと。ちょケースケ、ホンダの続きやらせるよ、いつか早くよ。もう、金髪にします、します。ハゲたらします。なんか、以前のコーナーこう一緒で、髪に来て、最近のは喉がなかなかの、あ、なんかね、そうそう、こんばん。だから、俺の周りもこんな増えてんだよ。メンバーとかうちのスタッフはいないんだけどさ。俺のヒーじいちゃんと一緒じゃんか。だから、てめえもハゲるっての。ね、こんばんは。うん、お疲れ、おやすみなさい、おつれ。な、なんで寝るのちょっと早すぎない。<laughs> だおいじじバばばあかちまったよ早すぎるだわ寝るのなぁラーメン2000円そうそれ言わせろ早く今日髪ピンクに染めてきたようるせえこのやろ髪ふさふさ野郎がや言うてハゲってるかと俺ハゲてないまだ俺はまだハゲてないけど40代はわかんないな40代はもうギリ大丈夫じゃないこのままいけば俺はねうんちょっと髪の毛減ったけどねあの昔よりはこんばんはうん30代後半になって俺もね うん、だばまだまだけどまだまだ大丈夫まだ大丈夫、うん、40代になってまたちょびっとだけ減るんじゃないマジでイケメンやなケ圭介恩田がどうしたってどうしたんだあいつ坊主待ってますもう、まあ、坊主もいつかあります今増えて見えるあえん飲んでるから大丈夫っていや遺伝には勝てないんだって里ちゃんと同い年だけどふさふさやぞって誰が俺がお前がうるせえ なあおめえのことなんかどうでもいいんだおめえがふさふさかなハゲてお前がハゲてるんだったら報告しろなあおめえがふさふさなんかどうでもいいんだよ佐都ちゃんと同い年だって大体 <laughs> いい俺の配信なんだからノコちゃんって言えやなあ佐都ちゃんと同い年だったらノコちゃんと同い年だろうがてめえよおいこらなノコちゃんサッカー見るんだってないがサッカーそのやってるとことか見るよなんかさ適当になあワカッぷうんえっとノコちゃんお前のリトルノコは元気してるか 元気元気だね、なんだかんだこうやって配信ついたらめちゃくちゃしゃべるな、俺な。20代は無敵でしたが、年には勝てませんね。何言ってんだよ。何そんな腐ったこと言ってんだよ。なあ、お前ちょっと挫折してんだろ、今。なお茶バやク人が挫折するときはやっぱりくじけたときだから。な心がくじけてるだろ、お前今。うんうん、俺は今、心はくじけてないからな、うん。まだまだね。そうそうそう。年には勝てんなんてそんなないね。うん 大人になりたくないなえ大人になななりたくないなってだからさ、これ具体的に言うけど別に小学生のこから俺だって大人だったんだけどさ、ね、こんばんは。だからいつまでも別にさ、ガキのやつはさ、ね、あの小学生でもさ、ね、60歳でもガキのやつはガキだし、こんばんは、初めて見に来ました、あやつはね、初めまして、お能さんの愛し目と元気になる、ね、ガキのやつはガキだし、ね、子供の頃から大人のやつはね、あの大人になっても大人だし、そんなもん関係ありませんよ、ね、こんばんは。 ねそこら辺にそこら辺の話をしたらね、大人、子供の、うん、そうそう,そう大人も悪くないよって、まあまあ、そういった社会性の話、社会性の話、えー、と指折れては、ごちゃごちゃ、ガキ21年目です、うん。まあ、俺も大人の部分、ガキの部分どっちもあるけどさ、本当にそうですよね。けどやっぱりね、ねやっぱ大,大人の部分も全然昔から、やっぱ俺変わんねえもん、精神年齢と実年齢は比例しないような、しなせん。 そうね。お前この体勢やめろ。体がガタガタだから25メートルまとめ。ちゃう、お <laughs> ちゃう、なんだよ、なんだよ、この姿勢。<laughs> ちょっと待って。<laughs> いや、起きたい。<laughs> 今日ちょっとマジ適当にノープランで配信してるからさ。<laughs> いや、寒いなって思ってさ、ずっとさ。 <laughs> そうずっと寒いなと思ってこうやってさ、もう何もやることないけどさそ、こうやってネット見てさ、あのさツイッターとかさ、SNS、ツイッターじゃねえか、ツイッターとかに、ウィキペディアとかさ、2ちゃんまとめとかにちゃんに、5チャンネルとか見たりとか、いろんなネットサーフィンしてさ、なんかいろいろやってたの、それでもう配信しよう、なんかもうなんかね、なんかちょっと曲,曲作りとかもやってたよ、あとか曲作りとかもやったの、今日俺、曲作りとか歌詞書いたりとか。 あ,あと動画編集もやってた。あの新曲、新曲のね、動画編集とかもやって。ちょ、俺だって今日、昼、何時起きたかな忘れちゃったもん。けど、昼、昼も3時ぐらいに起きたよ。うーん、お昼前に、うん、なんは俳優3時ぐらい。毎日曲書くときのコツは、コツコツなんかないよ。あるよ。人生経験。今日もいっぱい作業。して、あさすが、9月の正規で今月は、ありがうはい いや楽しい正規はだからニコニコで会員ーってのはねフリキャスはフリキャスでまた別ですよはいカップあとこれ、ル会い慣れないねお前らねあのやつもいるから今ね会員慣れないやついっぱいねいるからおガキどもがだからフリキャスだってやってくっつってんじゃん、うん、それとこれとは別だよストーリーにかまっちゃう曲流すとめっちゃハートくるよ何言ってんの意味わかんない人生経験なんです人生経験の,の笑って言ってるけど人生経験だよな、うんでそんなイケメンなのって 本当に面識変りたい、バイトできるんだけど、でしょだから面識変りたいとか、だからいろいろ、だから慣れな,ない。分かってるって、分かってるから、こうやってね。今日だって、だって面識やろうかなと思ったけど、こんなね、ぐだ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 。そう、喋るだけだから。なんもノープランだし。そう、ちょっとだけそれで1時間でお会いしようと思ったけど、そう、フリキャストを選んで。だからそん、そんな、そんな感じうん。そんな感じだから大丈夫だよ。新生カーちゃん、失恋ソングある。あるわけねえだろ。な。あるか、あるわ。 ある、ある、かおりちゃんって曲が、ある俺はインディーズ時代に作ったかおりちゃんっていう曲で、かおりちゃんは、初めての彼女をなんかレイプする、犯す曲があるんだけど、はい。うん、その曲もある意味、失恋ソングだな。ノープランのこと優しい、あれだと服もこもこれ、あとは、ートりとかもそうだっけわかっちゃわかんない。とりあえず、かおりちゃんがとりあえず、まずっすぐに出てきた。はい。はい。ついかこうって何や。いや、あるよ。だから、失恋ソング。ベイビー・レイニー・デイリーは違う。あれは、あれは違うよな。 あれ,あれは付き合ってるか、そか、付き合って途中、彼女に捧げたのか。あれは違うわ。出演ソングじゃないか。うん、かおりちゃん好き。えー、メンシパー行ったって過去の限定配信で見れるのか。見れます。はい、今すぐ2000コース入れ。払え。払え、今すぐ2000コース。お茶枠5000して、うん。出演したばかりだから、かおりちゃん聞きます、<笑>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 おやさん。へへへけへへ 出演したばかりだからちょっと you にっ YouTube にあるからかおりちゃんって曲 YouTube にあるから正式音源では出してないからそうそうそう何笑っとんねんって真面目に作った曲だよ何笑ってんだってメめえら笑うな真面目に作った曲なんで俺が失恋失恋の失恋の痛み,もあ痛,み痛,みで痛みもあったからこそあの曲ができたってのは確か すまん、メンシュパンの2年後くらいになる大、大丈夫、大丈夫、2年後でも残ってるから、いろいろと、大丈夫、大丈夫、いつでも残ってる、なまってるよ、俺が生きてる限り、振られたの、いや、自分から俺はね、だから、だからもうこんな、なんか話してんじゃん、かおりちゃんの話はさ、残しは出演したって最近じゃねえよ、<laughs> もう10年間ぐらい月、彼女ねつってんだろだから だから俺初めての感じの香織ちゃんは自分から1週間しか付き合っ,た付き合ってなくて俺、お風呂の中で泣きながらガラケーで香織ちゃん、ごめん僕では役不足だってことで純粋な気持ちでね僕なんかでは君は君は,君は僕では足りてないって本当に長文で本当、ん減ら本当、んヘら <laughs> でも純粋だよなマジ可愛いっていうか純粋だよなピュアだよないやこれガチだからね。 いや、失礼したっていうか、自分から、だからそうそうそう。むしろ、向こうが、だから、むしろショックみたいな感じだったと思うよ。何こいつみたいな。何こいつみたいな。そうそうそう。切ないそう。うーん、それが初めての彼女。返事来た来た来た。だから、なんか、てんてんてんみたいな感じだったよ。うん、うん、なんか、なるほど、わかったみたいな。なんか、よくわかんねえけど、わかったみたいな感じな。返事来たのは覚えてる。びっくりした。そりゃそうっしょ。ショックだと。いや、そりゃちょっとショックだったっしょ。切ないさ、自分ではもったいないってあるよね。 かお、えー、りてんて点てんてんて,て,てんてんてんみたいなそう学校の時いや高校やめた瞬間できたんで俺なんか知んねえけど高校やめた瞬間高1だから16の時 <laughs> のこさん振られたことないの振られたことえ振られたこと <laughs> その後反省振られたっていうかだから喧嘩して別れてるからだいたいられたっていうかなんつうかだいたいっていうか俺が発狂してね 俺が発狂したりとか、まあ相手もね、怒ったりとか、俺が連絡返さなくて。あの、ラインとかね、ラインとかメールとかの返事返さなくて、相手が怒ったりとか、今がいろんな喧嘩とか、まあまあいろんな。そうそうそう。んで、俺俺もなんかファンに手出したりとかさしたらさ、そうそう。ファンに手出したりとかもさ、それ聞かれて、問い詰められて、なんかそういうことしてるって言って、うん、してるって俺は正直もから言って。<laughs> 今ではしてんのって、そうしてるって言って。<laughs> まあそういったこととかの喧嘩とか、いろんなことの積み重ねで、なんかそういった、なんか、なんか、俺も発狂して、で、なんか、なんかいろいろあって。いろいろあって。いろいろあって。うん。浮気したりのにお子さん発狂したって。まあ一応、じゃあ、じゃあいろいろあ違う。浮気した時に俺が発狂するわけないでしょ。違うよ。違う、違うよ。いろいろあっいろいろあったの。いろいろ、いろいろあるんだよ。 んで俺が自分で浮気ってねそんな他の女とセックスしたって言って俺が発狂するんだよおか <laughs> しいだろ <laughs> 狂ってるだろそんなやつじゃないよ俺は、まあ、そんなやつで、まあ、気をつけるようなやつだけどさ俺は女性相手の女性をね気をつけるような人ですよ罪な人ですよのこさん結婚してこんばんはあり結婚してもすぐ離婚するからやだ やだよ結婚したってすぐ離婚するからやだよ、うん。いろんな女に手出しすぎて。俺は結婚しても離婚するから、いや、離婚したら財産半分持って帰れるからね。やだよ。うん。のこさん寂しいの、最近恋バナ多くて、てめえらは降ってくんだろ、バカやろ殺すぞ、てめえ、ほんとにや。てめえらは降ってくんだろ、いつもや。年越し配信でもや。のこちゃん性癖、性域何性癖って何性,性癖性癖はい、いっぱいあるよ。今まで話してるときとおりで、乳首が感じるとか、そういうことうん。 乳首は感じるとか、性器って全部俺話してきてる通りなんだけど、なに俺と俺の性器って何なの、うん、みんながしむしろ知ってるっしょ。性器は、俺の性器は。殺、うん、してほしいって。血穴、血穴ってつまって、血穴って何すか <laughs> 赤ちゃんプレイか。赤ちゃんプレイもあったし、赤ちゃんプレイね。バブーバブーって言って。えー、っと、制服あー、制服も好きだよ。うん なんでいつもこっちの話になっちゃうんだろうあ、全然いいよ。だって俺は正直だから、何でも話しちゃうから、みんなやっぱ聞くんでしょ。こんばんは。うん。何でも話しちゃうから、みんな。だったらこれもこれもってなるんじゃないの。学生の頃、ピュアだったのになんでってんだ誰がお前がお前が俺がピュアって何すかって話だよね。YouTube にあるビバゲバの音源とかってダウンロードしてもいいですかって。いいに決まってんじゃん。しろよ、勝手に。あの正式音源でもダウンロードしろよ。正式音源もなんか YouTube に上がったりするけど、全部、全部、なんあれやれあれあれ。 えー、そうかも、SM でしょ。s a プレイなんかしねえばか。しないよ。しないよ。ケースケ、ホンダからだいぶ離れたな。首締めってされたくてもしたくても無理なよな。首締めて、うるせえ。<laughs> 首締めは好き。首締めは好きって何や。首締めは好き何首締めが好きとか、やるわけないだろ、俺が。なあ。あるわけないだろ、こんな。 SM は嫌なの。いや、嫌じゃないけどさ。嫌じゃないけど、ね、首、首なんか、首締めがね、あの、されたりとか、なんか、したりとか、ね、攻められたりとか、要するに、攻められたりとか、攻めるとか、ね、本当にごめんなさい。首締めって何ですかえ、く、く、首締めってのは、く、首締めて相手を殺す勢いでこうやって首締めて、あの、ね、あの、えっ、ー、と、そんな風に、あの、 あいた性行為を行うことですいや、変態だよな。いや、変態ってのは別に変態じゃないでしょ、こんなんまだ。いや、全然やってるでしょ、みんな。俺も言われたことあるもん。うん、首絞めてって。言われたことある。はい。残さエ S と A もどっち俺どっちもなんだよね、昔から。でも、む昔からどっちも。だから、それは気分。うん、これは本当になんかわからん。うん、気分。そう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 。うん。 首締め昔31歳童貞と付き合った時カントリー方形だったからあなやか関東方形だったから向いたら痛くて叫ばれた <laughs> お前ひどいことするな <laughs> 関東方形方形の人無理やり向いたりしてよどっちもってよくやった今来たけど何の話今セックスの話してますさっきにこので首つい配信してよおめえらなんか配信ばっか見てんな一日中俺の配信も見てさすごいな すごいなもう一日中配信見てんだなお前お前ら <laughs> 首吊り配信なんか今日あったらしいな,なんかさっきコメントニコ生で一日中配信見てんだなお前ら人の配信になって俺もだからずっと見てねえよマジで、うん、自分がむしろだから配信しようって思うからさ人の配信見るんだったら、うん、カントリーマーム誰だうそういうの暇だから部ブの配信も入れねえ自宅警備員だから誰たりもだってお前ら別に他の配信やめとってコメント読んでもらえないじゃん会話なんかできないじゃん 脳災害見ない。だって他の配信や会話なんかできねえじゃん。ね。見てどうすんの面白いなんか。池袋ウェイトなんとか見てた。な。壮大な。トンドーノコさん、本当それなって。だってさ、手ほどテレビみたいなもんになっちゃうじゃん。ね。まあ、それは別にそれでも面白いやつはいるんだろうけど、ゲーム配信者とかな。ね。これこれとか、加藤純一とか。な。 のこの学校のセーラー服着てください。えうちのあ、うちの学校残さいそりゃそう、のこさんめっちゃこう、まあまあ。あでも、それでもお、お前ら他の配信者見る人は見るじゃん。加藤純一とか。ニコナモのゲームワークのゲームしてた。のこさんしか勝たない、えー。首吊り配信、リアルタイムでた見たら何,何日も頭に残りそう。のこさん見たら他の見る時間も永遠に残るよ。永遠に残るよ。永遠に残るよ。永遠に残る,に残る。ねのこさんしか見いすいません、関東はむあ無理、無理。あ無理あはい。えっ、ー、と、のこさん、のこさんしか見のこさんは構ってくれる。あだから、とりああえず永遠に残るよ、あんな。 自殺配信とか何でもいいけど、まあ、自殺ってかまあ殺人,は殺人のね、そういった動画でもさ、いろいろああいうのはやっぱ残るよな。うん、野こさん、永遠に配信して、永遠に配信してんじゃん。永遠に、半、今んとこ、半永遠には配信してんじゃん。もうこんだけ配信長くやってるやの野さん、仙台2部でセラー服だったから嬉しくて泣いた。ああ、よかったね。大事なこと、椅子に座らないのはちょっとあって、この体勢きついな。 ずっとこれ肩ずっと組体操みたいになって手がしびれてくるちょっタバコ反対よりやるとのこさん添い寝かくとちげえバカやろ組体操になっていやちょっと待ってタバコ吸わしてちょっと肩痛くなるそうライブ前なのにさ NG s 名古屋前なのにちょっと疲れたくないよ組み体操のこさんまたいつかライブ行くように頑張ってあなとね ご飯食べたご飯食べてない今日。あお腹に北海道かわいかった。今日は買ってきたけどね。ねえ、かまっちゃ15周年でなんかしないの自殺します、俺が。腰痛めるよ。お仕事今日なんかあったのいや、今日お仕事はしてません。天文学的なその数々の電話アップロードしてもらわないでしょうかわかりました。ライブ楽しい、ご飯食べましすそこのアングルかっこいい、残さん猫の前にして。にゃーじゃあごめんね。ちょ、もう一回やるわ。いらっませんちち。ちょ、寝るの早すぎでしょ。なんでそんなさ、9時にさ、寝るの ちょっとおかしいっしょ。今まだ9時あんだよ。寝るのかわいい。いや、ちょっと今下手くそです、えー。ちょっと声が枯れてんな。声枯れてんな。最近仕事も俺さ、あったりで、赤いぞってな、ね、熱じゃないよ。酒飲んでないよ。うん。今ずっとあれ電気モードに車ってるから。さあ、最近仕事もなんかさ、新生かわちゃんさ、だからさい、いろいろ忙しくてさ、どんな女の子はタイプって、だから誰だ、SNS に暴露しない女だよ。なあどんな女の子ってずっと言ってんだろ。SNS に、ツイッターとかに、 暴露しない女って言ってんだろうが。そんなん第一前提だよ。大前提。男からしたら大前提。こんばんは。<laughs> 男からしたら大前提です。残さんブロックすることあるあるよ。当たり前じゃん。俺ですけどブロックするときちゃんと、まあ、まあ、死ねって言ってる。死ねって。<laughs> お前ら。ツイキャストとかでも。 ブロック、ツイッターでも、ツイッターでもね、リミュートするとき死ねって、死ねって、<laughs> 一人言言いながら。でも、まあ、大体は言わないときもあるよ。さりげなくブロ,ブロックするときも全然あるよ。あ、プロなんであ。プロなんで。はい。ロングとボブどっちが好きそんなもん顔,顔の形によるだろうなもん。ロングとかボブとか知るかなもんや。一番やっぱフィーリングだよなん。なんだかんだ。どんな女がタイプっていつも言うけど。毎日ブロックしてんのってないか ここら、お前ら、お前らと一緒にしないで。そんななんか、毎日毎日ブロックしてるテメラらと。ね。うん。だから、お前らなんて言ってから、むしろブロックなんかできないんでしょなんかさ、ね。なんか最近なんかさ、僕さ、だから正規ブロマーでさ、お悩み相談ってみたいなコーナーやっててさ、なんかそれもさ、今期さ、100期なんだけど、ね、正規ブロマーが。100期なんだけど、なんかそのお悩みでさ、なんか、来てた内容がさ、あのー、私はなんか、よく煽られたりして、SNS で煽られたりして、あの、なんか、 こう叩かれた時とかどうしたらいいんですかとか。そう、煽られたり叩かれたりとお前ら一般人でも。うん。やこんばんは。お前死ねえよ。なんだよ、こんばんだって、めえ。ね。まだブロマが続けてる。それでもう100期ですよ。100期100期。2013年からだから。ガーシーとか、ちょ、産業投げんだってめえ、め。ガーシーとか。うん。えっ、ー、と、そう、いや、それでさ、叩かれたらどうしますかとかさ。けど、これって俺結構さ、そっとじ一択やるって、そうね。ほんとそうもう。俺結構さ、けどさ、あのさ、 それ、この,のお悩みってさ、結構なんか、このツイキャスト配信でもさ、なんか今まで何回もあれさ、ね、よくネットでも言われてることだしさ、たまにね、話題になるじゃん。ネットでもさ、で、俺もブロマガでも何回か来て、なんかね、来たりとかわかんねいけど、なんか、昔から、昔から、おい、ディスるだって何かお前、なんか、弱くなったのかお前、こらお前、煽り体制なくなったのかお前、ディスってねえだろお前、別にお前のこと、愛だろうが、愛だろうお前に対する、これは、こんばんは。うん。 煽り体制なくなったのかお前、大人になって。な、お前も俺も大人になってさ、ね、10年間、な、あー10年前と違うのか俺は未だにな、そこらへんはな、俺は未だにそこらへんは、ね、あのー、大丈夫、なんかむしろ、ね、あおり体制が、あのね、あのー、激化したから、激化したからで。でもって、そうそうそう、それでみんなあんまりなんかやっぱ、 叩かれたときとか、そういうのときとかって、ブロックやっぱなんかね、できないんだよねって、なんかね、のが俺のね結お、多いんだよねってのが俺の結論。うん、そうあんまりみんな。うん、ノコも落ち着いたよな、どこが落ち着いてんだお前。こんなお前、今こんなペラペラ喋ってて。うん、お前を一緒にすんなてめえと。内輪うちわで煽ろ、う叩かれるとめっちゃテンション上がるんだが。えー、強がっちゃってん。 えー、叩かれるとテンション上がるって。どういうことそれ強がってるんじゃないの違うの本当に頭おかしいのお前 <laughs>。本当に気違いなの <laughs> ニヤニヤしちゃう。ああ、そういうことい,いえ、そうなんだ。ド M? ド M? そう、俺ド M? そう、ド M かなんかだと思っちゃう。だからそう,そうそうそう。ド M か、そう、ブロックしないと叩かれて凹んで、特に凹んでるやつ。叩かれて凹んでるやつとか、ね。 あのさそれでさブロックとかしないやつってさなんかさ配信者でもよくいるけどさたまに昔から言うけどさド M か何なのかなあれってやっぱねうんよく分かんないよねだってそんな叩かれたらどうしますかってそんな単純じゃん死ねって言ってブロックするわけじゃねえかよな NG ぶち込んでさねたったそんだけの話なのにな意味が分からない俺には殺伐が好きなんじゃないでもへこむんだって 殺伐が好きって言うんだけど、へこむんだって。へこ,へこむ、へこむので、どうしたらいいんですかって、だから質問でだよ。来たのわけ、俺。うん、なんなのよくわかんないだから俺は。ね。あ確かにノコは縛られたりするの好きそう。はい当たり目だろ。無視してブロックする。ブロックされたから本番だろうね。構ってもらえるのが快感なのかも。叩かれてもへこむけど、注目されて嬉しくなって、ああ、そういった感じがあるわけか。叩かれてもへこむけど、注目されてるから、一応。 嬉しくなって、その嬉しさもあるわけか。なるほどね。そういうことなんだ。やっと理解できた。だ、そういうことなんだね。うーん。そういう人もいるってことか。なるほどね。俺全然俺それわかんなかった、マジで。私は Google の口コミで書かれてめちゃ凹こんだ。お前なんか美容室とかやってんの <laughs> 飲食店とか <laughs>。Google の口コミで叩かれて飲食店とか美容室とかそういうのじゃないの グーグーの口コミで個人が叩かれることってあるの <laughs> 個人い、一般ピーポーが <laughs> グーグーの口コミって。あ、バアルバイト、アルバイトってこと爆祭そう、爆祭かよ。<laughs> アルバイトってことかな投資取るとそれはめんどくさくなって当たり障りないツイートになる。ああ、そう、わかるわかる。けど、それもわかる。あっと、めんどくさいんだよね。 めっちゃ反論してるそうそう,そういう印象で「ノコ <laughs> さん炎上は怖いですね」「炎上は怖いよ当たり前じゃん炎上は怖くないやつなんかいんのかよ」てん「店々言かってことたまに普通の会社は燃えとるな」「本当にごめんなさいこの名前の横にある星は何ですかうるせえバカルテてンサッカーごめんなさいごめんなさいごめんなさい」ってお前サッカーじゃなくて先週から2週間前から先月からよあああってんのかよ怖い夜長だな接客大変だ公衆トイレに公衆ト,トイレに携帯番号抱えた時はきつかったお前じしいか つの時代の話して。お前じゃ、ゃんお前、それ、50、50年前のさ話、話じゃん。じ、じじいじゃん。じじいじおちまかいな、こんばんは。おふでガムかんで歩いただけで態度悪いとか言われたことある。別にそんないいじゃないですか。ね。なるほどね。そいつ、さっきの意見なるほどか。嬉しいっていう、なるほどね。ノコもどっちかというと、炎上配信者の部類やろ。 え、そんなんじゃないでしょ俺は炎上配信者じゃないでしょ昔はやっぱね 20, 20代の頃はねそんな感じでいろいろめちゃくちゃやったからそんな感じあったけど今はもう本当にまったりおじさん配信者でさ平和なね癒しを与えるそんな感じの,あの癒し系 VTuber みたいな感じでしょ俺は一般人なのでネットは所詮ネットと思ってしまうのでへこまないかマッチ好きですマッチか警察とってうしい昔のことはそうそろ燃やそうまったうなちゃんマンコース うなちゃんマンコースってないか <laughs> うなちゃんマンバカにすんなお前 <laughs> お前はバカにしていうの, <laughs> のは配信者だけだぞお前俺てめえらクソみたいなリスナーが配信バカにすんなよ本当にさマジで配信者のことなよ長くやってる俺もそうだけど長い先生とかうなちゃんマンとかああいった長くやってる連中をさバカにすんな俺が許さないぞ俺が許さないてめえらなリスナー側がよ死んでくせに 知らねえくせに配信を長く続けるっていうさ、ね、あーその、そのなんか、ものすごさ、これはほんと本当長くやってるものにしか分かんないからな、これ、配信やってるやつにしか。ライブアート残さへのリップナイは気に入らなかったのか、DM でクソ実際ったことがある。<laughs> それ覚えてる。<laughs> 殺すぞって言っちゃったやつや。<laughs> 分かんない、俺なに、2回、2回多分あるん、ね、で、2、3回。あの それも昔、何年か前、昔、俺、なんか、ツイッターで、なんか、リップで、ムカついたやつに、そのアカウントまで行って、精神悪やつ、フォローされてるから、DM できるから、お前殺すぞ、みたいな感じの、そうそうそう、DM で、なんか、なんかわかんないけど、その時はね、ちょっと、まあまあまあ、はいはいはい、DM 送ったりしてるんだ、そうそうそう、昔、昔のミネタみたいなことしてんな、ミネタなんてこんなんしてないだろ、あいつ、あんなやつさ、な。 見えたくんなんてもうなんか、何もしてないじゃん。あの人ことさ。な。うん。あの人こそ何もしてねえじゃねえかよ。な。昔の見えたくんってなんか、昔の見えたくんなんか知ったんかよ。おい。おい。な。今、今こそ、昔とか知らねえけど、今こそ何もしてねえじゃねえかほんとにな。な。DM はびっくり。こんばんは。な、えー。DM 来たら嬉しいけど、それ来たらファン辞める。えー、ファンのカメラぶっ壊したらしいぞ。だ、誰がだよ。何がカメラぶっ壊すは何言ってんの そんなもんして何が何なのうん。そんな器物損壊じゃん。犯罪じゃん。ね。何それ犯罪じゃん。な。のこちゃんインスタの DM 見てるって言ってんじゃん。うん、今何してんのたまに見てるよ。リップデモ行ってんのこんばんは。あミネタがなってたからうるせえんだよ。ミネタがだからそんなさ、ミネタさんがだから急にカメラぶっ壊したらしい。そんなし、だからどうしたんだってのな。はぁ、犯罪じゃん。センスねえじゃん。そんなもん。お前もナルトハッターろ。いや、犯罪じゃないじゃん。ね。しかもセンスあるじゃん。 えー、みえたくんはファンサイトに書き込みしていたらしいよ。でもそれ言ったら別にみえたさんとか、王健さんとかもそうだよね。あの、あの世代はギリなんか、ね、なんかね、王健さんとかもなんかさ、昔ファンサイトでなんかさ、ファンと嫌になったりとかさ、わーってなったりとかしてさ、<laughs> 筋肉症した、そう、オーさんもね、そう、王健さんも <laughs>、ね、筋肉症じゃ昔な、ファンとい、なんか、それが嫌になって一回なんかバンド、王健さんもなんか、 なんか辞めた原因なんか一回なんか辞めす、やめたかなんか、ね、えなんかね、脱退したかのなんかさ、そうそうそう。<laughs> あるわな。あったな、まあ、いろいろな。<laughs> えーっと、トトンネルズは生放送中にカメラ。だから、器物本損壊の犯罪者じゃねえかや。犯罪者じゃねえか、そんなもんさ。何がすげえんだよ。犯罪なんて、じゃあ人殺しは誰だってできんじゃねえかや。なあ、そんな気分。な、極論言えば。 曲で言えば人殺せば誰だって犯罪なんかできんじゃん。えー、今日も配信ありがとうおやすみなさい。なんかやばくないお前,お前ら、ね、寝るの早く、まだ9時だよ。なんでそんな寝るの早いのおやすみなさいってさっきから。うーん、朝、朝3時とかに起きんのみんな。ね、ヤキ行ってきます。お前ふざけんなよ。あいや、ヤキ行ってきますよね。お前、お前は、お前はいい。お前は頑張れ。お応援してる。お前は応援してる。お前ふざ、お前らふざけんなよ。早く寝てるやつら。俺はさ、じゃあ俺の話をしようか。俺はさ、あのね、あさってな、 そうそうそう。あのな、俺はさ、あさって、あのな、えー、っと、ね、ごめんなさい、うるせえのばカてめえ。黙れ、クソ、誰、てめえさ、ほんとさな、さっきからさっきからうるせえから,からごめんなさい、ごめんなさいって。な、あ黙っとけ、ボケ。殺すとてめえ。な、高齢者のリスナーが多いんじゃないのそんなことないよ、お前だけだよ。うん。でもってさ、俺さ、あのさ、あさってがさ、もうさ、名古屋出発、あー、出発じゃないか、明日か。明日、名古屋出発で、NG フェスがあるわけじゃん。NG フェスがもう。 あるわけじゃん。でももう、だから年始早々ちょっと忙しいんですよ、新鮮がちゃん。いろいろ仕事があってさ、それでさ、いろいろ仕事があってさ、明日う仕事、あ、今日あ、明日か、明日、明日。明日仕事あってさ、明日仕事あってさ、俺さ、明日さ、あのさ、ねえ、セせっとはもう決まった。今日、さっき決めた。あの、明日さ、俺何時起きだと思う明日。何時起きだと思う俺、明日。ああ、やばいよ。 俺は高齢者じゃねえよお前より年下だよ <laughs> 分かったよ、クソワキ、黙ってろ。 明日は9時3時2時5時5時7時7時8時8時、11時、えー、6時9時9時5時5時,5時4時4時10時7時半7時疲れたまってよぴょいおはようぴょ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 朝、えー、5時7時6時6時,6時,6時9時3時5時4時5時3時えー、お前や何やえい、ー、さりかよこんばんは3時6時9時4時9時7時9時10時5時6時3時11時11時、7時9時8時ちょ黙れもう。 あのね僕ねガチガチで明日朝5時起きです5時起きです早起きってかもうザ俺がさ寝る俺だって最近血合いが苦手してて俺朝7時寝るの <laughs> 朝7時寝て今日頑張って昼3時に起きたんだけど 朝5時だぜ、うん。一応起きてんだけどさ。<laughs> でも寝ないとさ、そう、疲れが溜まっちゃって、もうわけわかんないことになって、名古屋にさ、響いちゃうからさ。なあ、ちょっとだからさ、ね、寝ろ、寝ろって、今寝ろ。大、大丈夫。名古屋ピーポー、心配すんな。俺はちゃんとするから。お腹筋だって今日からするから大丈夫だ。ね。そうそう、寝る寝る。寝る寝ない、大丈夫、大丈夫。すぐ、まだ寝、寝ない寝ない。寝ねえよ ねえねえよ今、配信してこうやってさ喋ってさ喋らせろよ喋りたくねえのか、俺とな俺と喋りたくねえだから喋りたいだろなんこんなに俺と喋りたいくせにんでお前,お前らそんなさ喋りたいんだよなだろ名古屋ピーポー大丈夫だって俺らお泣きんするから今日から3日間,3日間2日3日お泣きんすればちょっと喉とか体力とかもちょっと良くなるからお泣きは本当に今日からする、はい、今日から射精しない。 えー、喋る寝る寝ない。仕事でどっか遠くに行くのかなああ、そう、と、ちょっと仕事の内容はちょっと言えないけど、まあまあ、ちょっと朝5時から、そう、昼の12時ぐらいまで。まあまあまあ、その内容もちょっとお楽しみに。まあ、それはお楽しみに。そう、5時起き、朝5時。朝5時ってのは、そう、だいたい、あまあまあ、これはだいたい、まあ、俺もいつも言ってんだけど、わかる人わかると思うけど、撮影系なんだよね。撮影系って早いんだよ、朝。 ドラマとかさ、映画とかの撮影もさ、役者さんってさ、あのー、早いんだよ。朝、早いって言うじゃん。そう。だからやっぱ撮影なんです。一応撮影系です。それだけ言っとくわ。撮影系。うん、アーシャまあまあ、とりあえず、いろいろ、ちょっと楽しみに。うん、とりあえず、役者、そう、やそうそう、役者、そういや、朝早いの。え、そうそう。アーシャ、アーシャかな何かなあこんばんは。まあまあ、とりあえず、レントゲン撮影かな あ何かな登山かと思ったよ <laughs> 登山はお前今登んねえよバカこんばんは今登ったらそれこそ二の前なんだろうニコ生の配信者のあのさ滑ってさ寝な、ね、亡くなったさあの人のなあ今な富士山登るとか絶対バカだって、まあ、バカとか言ったらちょっとあれなんだけど死んじゃったからねでも実際さちょっとダメだってこんばん今晩は今登るのはね うん、ダーウィン賞の人そう、ダーウィン賞も取ってさ、ね、あの、バカ、バカがね、ね、死んだ、バカ、バカ、死んだ、あの、死因がバカな、バカな理由で死んだっていうね、賞があるんだけど、ダーウィン賞っていうひどいな。ひどい賞だよな。ね、バカな理由で世界でそんな賞があるんだよ。ね、一応死んでんのに。ね。<laughs> そいつら、そいつらよくたたられないよね。そいつらよくたた,たたられないよね。あいつは悲しいやつだったね。そのさ、そいつはよくダーウィン賞作って審査してるやつがさ、よく呪い殺されてないよね。この世にさ、呪いとか霊とかって本当にあんのかよって思っちゃうな。あーダーウィン賞のやつらが死んでないってことは、呪い殺されてないってことは。ノコさん取ろうよって何がいや、ノコさん取ろうよって何が俺,俺がダーウィン賞取るんだったら何ど,どんな感じなのねえ、どんな感じなのじゃあ。ねえ、どんなかバナ,ナの。 バナバナナ、バナナをこうやって、自分のチンコで、こうやって、これは俺のバナナと俺のチンコ、どっちがでかいんだって、それやってる最中に死ぬってことそれはダーウィン賞じゃないの。うん。二の倍数かねえ、寝て、寝ないよ、大丈夫。え、やだしうな、死ぬんだ。てか、寝れないもん。長いけん、どうせ寝れないから。先ほアイ,アイスバケチャレンジだろ。<laughs> アイスバケチャレンジあるけど、やったかいあったんだよ。あれ結構、あの、ちゃんとね、あの、結構、あの、影響、あのね、ちゃんと、 あの基金あれ集まって、かなり救われてるらしいよ、あのそれ、ニュースでね去年見た、俺もさ、あセカワから回ってきてさ、あのかぶってさ、アイスバケツ、ね、かぶってさ、<laughs> 氷あ、俺もさ、何やってんだと思ったけどさ、あれ結局、けど、いい結果は出たんだよ、そうそう、結局、そうそうそう,そう、お薬ができた、そうそうそう、えー、仙台ダーウィンでもダーウィン賞みたいなこと言ってなかった、ああ、言ってたね。 えー、ジャマイカに学校立ったらそれつらすぎ、すごかった、のゴタは世界長寿になったけど、とりあえず富士山、富士山はけど登りたいんだよね、俺、富士山、いや、今年だからさ、だから企画、今年新生かなっちゃうマジ、もうだから今、年始でもうい,いろいろ、さっき言ったこと含めてちょっともう、ライブもいっぱいあるし、ね、ライブもいっぱいあるしさ、ね今年で3番ある、あとベイキャンプも決まりました、2月、ベイキャンプフェス。 ベイキャンプも決まりました。こんばんは。2月ベイキャンプもあるし、会話教室もあるし、ね、会話教室もあるし、もうライブもだからまたあるし、2月も。で、3月入ったらまたさ、ね、ツアーの練習、ツアーのガチ練。うだから3月後半からまず10本ぐらい、4月のさ、春ツアーやる、やるからさ、ね、4月の春ツアーや3月後半、3月の多分4週目ぐらいから始まります。や、予定です。 はい。シャールツはうん。お茶バックアイザース。はい。韓国、ソウルからいつも参ってくれたアイザース。えい、残さんくらい寝れないなと、ふしさ、んの登りたくなるっていう曲。<laughs> あのさ、 俺ぐらいの年齢になると富士山登りたくなるってちょっと待って俺はちなみにおい聞け俺アルバムとか出るんですかアルバムは来年だね2024年とか出たらいいね2025年だったらすまんえっ、ー、とまあとりあえず俺,俺は最初富士山登ったのって29歳とかじゃなかったお前らが覚えてるよなむしろうん俺ぐ俺が年齢になったって言うけど俺は最初から楽しかったぜ 富士山。楽しかったし、最初から登りたかった。毎月は結構 20, 20代、29歳ぐらいじゃない俺、結構初めて富士山配信したの。ね。だってもう、かれこれ3回、3回やってっからね。え、30超えったこんばんは。あ、30超えたんだ。じゃあ30超えた時事になってからね。やっぱそういうの山登りたくなるってのあんのかもね。うん。やっぱそう、社会につか疲れは、もう疲れ果てた。疲れ果てる年齢だからな。社会人としてもな。うん。 もう自然に帰りたくなるんだよジジイじゃないっすよってだってお前らがジジイって言ってくんじゃんねもう最近特に30代になってからもうジジイだねってジジイだね老けたねってみんな言ってくんじゃんね洗脳のように洗脳のように言ってくんじゃんお前らいつもいつも自然に癒しを求めんかあの山の子ガールって何でそれ富士山の山小屋バイトはブラックらしいあいつらマジうるさん ね、俺になんか無理やりバナナか買わせやがって 500, 500, 500円で俺はいまだに覚えてるから、ね、配信もさ映したけどさ「山小屋でバナナください」って言ったらさ、ね、あの500円で売りつけやがってよ。な 私が見つけた頃にはちょっと置いてた。ジジイじゃないよ。え、富士山の八号目で売ってたカップ麺1000円した。そうそうそう。だからそうよ。あいつらぼったくら。ジジイじゃなくてお兄ちゃん。山登りしたことないからしてみたい。髪は吹けないから若いよ。のこちゃんはいい年の取り方してると思う。あ,あでもそれはいいそう。僕もけど思うよ。俺はいい年の取り方してるってのはまあまあ昔から言われるけど、自分でもやっぱりね、やっぱ思う思う。いい年の取り方してるよね、俺ね。いや、いろんな意味で。うん。そうなんつうか、いろんな意味で。 いや、見た目もそうなんだけど、見た,見た目もそうだし、なんか、中身も、見た目も中身も、いい年の取り方をしてるっていう、うん、いや、ほんとほんと、これはほんと、羨ましいよ。いや、これは多分ね、結局ね、やっぱいろいろなんか、ある。俺がやってることがね、起因してるっていうのはあって、それは絶対ね、会心もあるんだよ、配信も。あ、うん、味が出て、いや、でもね、配信も絶対これあるんだよ。 俺もずっと配信やってきてお前らとか喋ってさそうそうそう絶対それもあるんだと思うよ絶対あるか絶対ある、うんまあ、曲作りもそうだしいろんなライブ活動ライブもそうだし、うん、やっぱバンド活動とか、うん、そう経験してきてね。素敵なねクラスメーカーだった武田くんとか何阿部んとは知らんねえあいさつ死んなんじゃん,あんその年は女装しても可愛いの反則だよねいい感じ大人になってどんどんかっこよくなってくるから追いつけない追いつけないって追いつけるわけないだろうお前ごときが俺になあ お前なあこんな可わいいさ、か可いいおじいちゃんになってねって何がやだよ、分かんない、そんな先のことなんて、目が綺麗いやた、先のことは分かんない、だから、40代でも分か,かんないからさいや、やっぱ俺みたいな童顔の人ってやっぱさ、ね、なんか40代になった,なったらすぐ、ね、老け込むみたいに言われんじゃん、ね、俺みたいななんか童顔。 えー、今日は良いことあったのかいお前と喋れべるってことで唯一無二のこちゃんのファッションすか課題するのでお休みはさいお休みねえ対応しないスピーラーが可愛らしさも残ってるのが良いよね可愛らしさが残ってるってのは別に可愛らしさでそんな意識してるわけじゃなくて別にそんなもんはさ中身はさ別にそんななんかあれだねうんわかんないいつまでもわかんない無邪気っていうか素直なだけだね素直だからだね素直だからだよ素直だからじゃないの 20代時のの残さんより、今の残さんのがイケメンに見える、珍しい例だよね。そういや、そんなことない。男は、けど30代が一番盛り盛り,りでしょう。うん、男は。昔から言われてんじゃん。男は30代が一番盛られてる年齢ですよ。うん、心は老けないのね。いや、老けるよ。 だから、老ける瞬間がある、ね、心が老け込んで、俺はもうダメだ、もう終わりだって、ね、もう終わりだ、全部終わり、もう終わり、終わり、もうやだ、もう死ねってね、もう自分も死にたいって、もういろんな分もある、それがもう人生く,、ね、くじけてる時心がくじけてる時あ心がそうそう,くじそう、くじけた、くじけてる瞬間、そんなん、よくある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 。 うん、渋みが出てくるセーラー服は似合うのすごいよいるってだからそんなセーラー服おじさんとかいろいろいるんだろ30代「のお茶は90歳,90歳からが男でしょ90歳からが男でしょ」って何90歳から何 <laughs> 何意味不明なコメントすんなちゃんと考えてからコメントしろ松,松本坊主もひとしになったのが35歳であの頃のギラギラが好きギラギラが好きって なあ、お前、まあまあ、ファンはだから、いつもすっかっていうな。俺のファンもだから、特に、いつ、昔から言うじゃん。お前、昔はギラギラしてるのって、昔から言われてる。ね、これからも言われる。ね。ね。俺がどうせ50代になって配信した時に、お前ら、お前、30、今、今のこンネの時は、ものすごい尖ってギラギラしてるなとか、どうせ言うんだろう。分かってんだよ。あん。ほんとに。えっ、ー、と、90歳かだと、先は長いな。残ちゃンねる時代も、いくつになってもかっこいい。90からは右だ,だろ。 いやお前さ年上をさ謝れよ謝えよな90まで生きてる人はすごいぞ、うん、だってお前ゾンビみたいな感じで生きてんだぞお前もうゾ,ゾ,ゾンビっていうけどさミイラとかお前さほんとさなそれでもたくましく生きてる人とかすごいじゃんな 促進物かないやだからさ別にさあれこれいつも言ってるけどさだからさあのこれ思想とは関係なしにさトランプ大統領とかだからさすげえと思うもんやっぱあいつトランプってねそうそうそうトランプってやっぱだってさあいつ80歳とかでさあだからウィーウィルウィンとかさえ言えないじゃんすごくない大統領になってさな80歳だよお前ら自分,に考え自分で考えてみそうなのってそうだよイケイケ元気だよ トランプはいくそ80歳だよ。俺、うちの親父より年上なんだよ。うちの親父より。そんなにさ、80歳だよ。80歳大統領になってさ、ウィーウィルウィンバイデンもな。けど、バイデンも、まあ、バイデンはまあ、じじって感じだけど、けど、トランプはさ、なんかあのさ、気迫すごいよね。なんか、あのなんか勢い。80歳であの大統領だった時のな。あの大統領だった時のさ、あのさ、すごいよな、あれな。あの、ウィーウィルウィンとかさ、言えない、言えないよ。普通は。 80歳になってさ、ギラギラしてさ、あの年で。あれはちょっとね、もうすごいわ。うん。あ人としてはだからすげえなって思う、あのエネルギー。うん。いや、トランプみたいになるかもよ、のこさん。やだよ、なりたくねえよ。やだよ。<laughs> ね、80歳になってもさ、ね、もう全員殺すって、みたいなさ、なんかさ、死ね、殺すってさ、 なんかさそんなジジイにさなりたくないっすよマジでなんかマジマジ80歳とかさそんなさなったりもすんじゃねえかなけど分かんないけどねいや俺はけどそれはさすがにないと思うようん76歳ずっと休めんね8 0で金髪ゲのムさんってボケなそうまあ配信がある限りねこうやって喋ってるからボケ防止になるからね ボケ防止にはなるから。どんな自治になりたいんだえ、どんな自治になりたいっていや、別にそら、いや、だからさ、どんな自治になりたいって別にさ、俺が別にそうでありたかったらそれでいいと思うよ。その時、その時で別に俺は気分嫌だから、別に今だって別にさ、そんなさ、死ねっていう時も死にたいっていう時があるから、別にそらさ、いつまでもいつまでもさ、そんなさ、変わらずさ、別にそんなやつ、そんな感じだろうん。自分のままで、いつまでも自分らしく、自分らしくでやられたら別にそれでいいよ。うん、それでいいっすよ。むしろそうなってくよ。むしろそうなってくよ。 エミネムもずっと怒ってる、あそうあの。うん。まあ、エミネムとかね、いろんなね、うん。いろいろいますけど、まあ、大体の人はね、まあね、吹け込んできますよ。はい。もう、こんな話ばっかだな、お前ら。ほんと若いやつもいるくせにさ、な。うん。でも若い連中さ、覚えとけよ、こんばんは。てめえら若い連中もさ、10代、20代のさ、20代前半までか。お前ら10代20歳。 二十歳まで、ね、20歳超えたらもう全員ジ,ジババアじゃん二十、ね、歳までの連中もさお前ら二十歳超えたら分かるからなこんな話ばっかになるからまああれあのホン、うん、こんな話ばっかマジマジマジ、うんえー、長生きして自分らしく、えー、また脅してるってけど本当じゃんみんな若いけど本当じゃん二十、うん、歳過ぎたら本当にもう人生おあっちま時間のスピード速くなるから二十、うん、歳まであと5年そうだよ二十歳過ぎたらもうそんなお前のその5年ね こっから味わう5年もうこの5年がもう50年分50年分が5年みたいなもう10代の頃なんてもう超ゆっくりだもん今俺も振り返るともうありえんあ,ありえんあー若さ刹那健康と病気の話は10代ももう健康はすぐ死ぬ気がするんだがえお前 年取りたく、若いうちやっといた方がいいことって何え、若いうちにや,やっとい,や若い,うちやっていたことは、真面目に言っちゃっていいの、これ。真面目に言う <laughs>、いや、俺は若いうちやってことは、延長だろう。うや <laughs>、まあ、延長もいいんだけど、別に。まあ、遊ぶことって、いや、遊ぶこといや、若いうちやってことは、やっぱ、洗脳から解くことかな。うん、真面目に言うと。 この,このクソ社会の、クソ人間社会の洗脳から、ね、解,かれ解,解,解,解かれること、な何,何の洗脳って、このクソ人間社会の洗脳から自分、ね解か解くこと、自分を解くこと、あやっぱり要学校でだいぶ洗脳されていや、学校でもそうなんだよ、学校だけじゃないよ、生きてる限りね、この社会で生きてる限りあるんだよ、それはもう学校、職場、SNS、ツイッターもそうじゃん、SNS とかそういったツイッターもそう。 うん、生きてる限り、テレビもど生きてる限りそういったのって同調圧力とか、そういうのがあるんですよ。同調圧力。ね。そうそうそう。コさんからの線のは解かなくてもいいよね。言語合談。当たり前だろ。お前線の解けたらお前ファー減るだろうが。なあ。やめろ。なあ。解くな。その線の解くな。<笑><笑> ファンが減るだろうが大しちょびっとずつなんか減ったり増えたりしてる中なんだから <laughs>、うん、教祖かなって何か教祖でも何でもいいよ、うん、困りますねだからそう洗脳ねやっぱそういった学校やっぱその世の中だからね他人に頭下げたくないよだから他人なんか頭下げないで、ね、自分というね自分基準 ね、自分の意見、自分の考え、自分の生き様自分の生き方、自分というものをそうそう完全なる、こ個、個人のここんばんそこ,そこにやっぱ、マジで若いうちから気づいた方がいい、そここれ気づいた方が絶対いい、だって俺は、俺の場合だってそれこそ、いじめられて、学校でいじめられて、それの経験もありつつ、俺はだから15歳でね、あのー、高校も辞めてさ、やっぱ早いうちに気づけたから、そういうね、いろんな判断。 あっったわけでそそうそう,そうやっぱ若いだから今に至るわけで俺も、うん、今にこんなねもう自分の我我我が道行くねこんななんか芯が通ってる男になれたわけではい、うん、セミナーみたいになってるって言うけど何がセミナーって言うけどセミナーだよ、うん、セミナーって言うけどセミナーだよしかも金取ってないなお前らお茶ばしろや ね、お前ら、できないとか言ってる楽器も,もよ、お前ら10代の楽器、将来しろよ、絶対、将来しろよ、2000個抑えれよ、なあ、あ人と比べちゃう、だから人と比べちゃうとか、そういったことを、だからね、あの自己マインドコントロールするんですよ、まずは、ね、おまあ、俺は天才だとか、私は天才だとか、私は素晴らしい、私は、自分を愛せ、自分を愛せ、その洗脳ですよ、人と比べるから、自分がね。 もうどんどん癒しくなってくる自分が嫌いになってくるっていう,そう人と比べたらそれはそうで人と比べたらそうなるよ、うん、なもうん、自分と比べろ自分と比べるとか自分自身自分基準でいけ自分お前が支配者なんだよこの世界のこの世界の支配者はお前なんだよなこの世界の支配者はお前なんでお前がルールなんだよな、うん。犯罪は犯罪したら捕まるしなお前がルールなんだよ 悩むお狙いになっちゃう自分が主役をお願と、いや、結構これ、マジ、結構ガチな僕ね、あのねアドバイスです、あこんばんは、うん、ガチなアドバイスです、これ、うん、精神薬そうあの、このね、クソ人間社会の,あの洗脳を早めに解く、うん、早ければ早いほどいい、うん、これは本当そう。 まあああやっぱねお茶ー、まあ、セミナの僕、だからこれやっぱよくね配信でよく言ってるのは人と比べない、まあこれはやっぱねそういったところにも起因することがね、つながるところがね、人と比べないとかね、人と比べなくなるのはそう,いそういったところも、ね、そういったことがあれば、ね自分こ,こうを手に入れれば人と比べなくなるからね、あんまり。うん、そうそうそう、それでも比べちゃうときは比べちゃうんだけどね、はいそ、えー、そうそう,そう、えー、比較、神回ってないか。 え世間でいう普通になれなかった人は特に能子さんの言葉は響くえ考え方は生まれも育ちも違う人たちと自分比べても意味ないそうだよなんて不平等なんだからそもそもさ俺たちはさねこの社会なんてさ不平等なんだからな 他人と比較するのは、ここ、しかない。ねえ、残って整形男子のアレ様、知ってるよあ、なんかハートマークでうっふーみたいな感じの人でしょ、知ってる、知ってる。だからあれもカリスマだよね、確かに思春期の時ではできない、いっそ発,発狂できたら楽だろうなと思うことがある、そのためにも、あえて一人なら対するの大切だと、ち全部理解できたああ、あれ、できた、じゃあ飛び出せ、言います、外に。ねえ、外に飛び出して、飛び出すな、家にこもって、ねえ、あのねえあのカップラーメンね、食え。 こんばんは。ほんと不平等。いや、不平等、そうだよ。それ、それが真理なんだから。だから、そんなさ、ね、他,他人。だから、そう、だから、要するに、その人間社会によって皆さん苦しめられて、そういったのは洗脳もあるんだよ。ね、他人と比べてさ、ね、そういったさ、だから、誰か、ね、誰かに裏切られたとか、ね、誰かに、人から裏切られたとか、そういったとこ、こととかさ、そんな、当たり、当たり前のようにある意味あるじゃん。ね。あるじゃん。人に裏切られたりとか、嫌われたりなんてさ。ね。あるじゃん。 そんんなもんはなんで人間不信になるじゃん、人間不信になったりとかするわけじゃん、でも人間不信っていうのは、俺はそんなもんは人間不信の方がいいよ、人間不信の方がいいですよ、その方が政治だと思うよ、うん、裏切ら何、被害もそう、去年は1年間ずっと精神病院入院しててひどい線のに遭いました、怖がって逃げたりす子さんのそうだ、あるはい、ね。 精神病院でね、洗脳を受けたってこと。えー、たくさん裏切られます。あるあるそう。嫌われたりとかね。いろんなね。クローンじゃないからね。どんなに近くても分かりやす人間不信です。やけど、その人間不信ぐらいは僕、ね、僕はね、やっぱね、やっぱ、そのほがいい、やっぱこの社会でき生きるには本当にその方がいいと思うよ。疑って生きるって。えー、のこさんみたいなことに気づいた大人は、この社会にいるのか、いるのかって、いるのかって、いないよ。うん。だから、貴重なセミナーだよ、これは。いないよ。俺しかいないよ。うん、この世界で。 俺しかいないからこれは貴重なセミナーですよ、はいこここの配信今この言葉、結構ね、マジでね、あのおやすみなさい、多分お前ら、多分ねもうほとんどね、あの全員が全員ね、あのねみもう忘れてると思う、いやもう忘れてると思うかもしれない <laughs> え。周りの裏切られた話聞きまくると、裏切られても平気になるな、ね。うん、<laughs> でも、でも絶対響、響これ、響くやつね、響俺はつい人間、俺、逆の立場だったら、おわっ,って、なるほどって。 のこさん、ありがとう。やるぜ。俺は、って、なるなる。うん。ああ、ありす。はらちゃんありがとう。セミナー受講料あるぞさんターチャんあるぞあアムウェイにも宗教にもハマれなかった私が唯一ハマれたのはのこさんです。<laughs> <laughs> ありがとうございます。えー、今度からペンと紙用意してセミナー行こう。なるほど。響いてありがとう。最近気づいてきた。絶対忘れない。どううこのクソ人間社会ね。クソクソって,ってすいませんが、そのしゃ、この社会、やっぱ社会に囚われてね、 しゃあのなんか元気出てきてありがとう。いや、元気出てきてありがとう。そう、ね、ありがとうね、ありがとう、本当にね、あるいはその言葉またありがとうな、こういうことを言ってくれる大人がいるって、10代の人たち、相当救いになると思う。え、救い救い救いか。ああ、まあいや、別に救いっていうか、まあ、アドバイス、ね、ほ欲しいって言われたから、まあ別にアドバイスしてだけなんだけど、自分を愛してあげよう、えー、のこさん、本物すぎてやべえ、だって俺はだって説得力あるじゃん、だって俺はだってさ、もうそのままだからな。 もう自分のやってきてること、今もそう、生き様、生き方が、もうその具現化だからな、俺は今言ったことの、説得力しかない。 えー、い,じめのいじめにあって中,中,中,中学から音楽始めてひきにいとなってメンタルの病気になってそれでも音楽やってたけど今もあんま変わってないのお子さんありといやいや全然あこちらこそありがとうございますのお子さんのトーク、えー、って本当元気もない携帯のる時のお子さんの曲安定だっそれもいろいろありがとうござそれは本当感謝感謝しかないよ俺はお前らに今普通のレールからちょっと外れたとこ,こう言っちゃって将来への不安映画あって今いやありがとういやあいやままあ,まあ、まあ、加藤純一より説得力当たり前だろあんなさあんななんかさ 加藤1一リスナース落ちてるさ、あんなさ、ね。俺が最後見たとき、2万人とかだったからね、加藤1一ね、10万人とか言ったくせに。結婚した瞬間に2万人とかなった、ね、あいつ。<laughs> すごいよね。あれ、結婚した瞬、なんか、結婚した後にそう、2万人とかになってさ、10万人とか行ったのにさ。あれほんと最終回みたいな感じだったの、ね、やっぱ結婚式があいつ。ね、なんかに、今なんか2万人とかな、な俺わかんないけど、最近見てないだけど、わかんない。 結婚してからの下がり分かんねえ、お前ら見てるだろ。お前ら見てるよね、狙っていた女が8万いたのか知らん。結婚式、あピーク。これこれはつべら10万安定してる。いや、これこれたんだってさ、分かんないよ、結婚したりとかしたら。ね、結婚したとたんファンが離れる。いや、そんなファンって言うのかよ、逆に。おい、な、結婚した瞬間にファン,ファンが離れるってのもおかしな話だよそういうファンじゃねえよ。な、単なるセックスしたいだけのやつだろ。な、加藤純セックスしただけだっただけの女だろうが。 なえー、結婚していくら稼いだのかあれまあけどなんか2億ぐらいスパチャされてね7000万 YouTube で取られたって言ったえぐいよなえぐいよな俺は結婚しないよ今んとこはもうする予ってないっすえーととりあえずえぐいよね2億ぐらいなんかスパチャもらって7000万そうそうそうでも結構やっぱだって YouTube も撮ってくじゃんなんかね半分半分とかスパチャうんスパチャ半分撮ってくじゃん ツイキャスはまだ良心的だよ。これ3割。運営が3割だからね。うん。まあもうこれで3割取ってくってびっくりする人もいるかもしれないツイキャスってまだ良心的なんだよ。うん。さらに税、あ、税金もかかるからな。えー、取りすぎや。えー、税金で持ってこい。そっから税金も取られる。そうそうそう。うん。 えー、youtube けどそれでもまあまあまあみんなね、VTuber とかめっちゃ儲かってるわけだから全然いい,い,い話は俺もそうだけどさ、さらに税金でもまあまあそれでも儲かってるから、儲かってるよ、ツイキャス割合はかなり低いやつだよね、ほえ、ノコチャンネルの更新いつまで待って、ノコチャンネルの更新何にするのノコチャンネル、ななななのこちゃん何、何、ノコチャンネル、あれかユーチューバーか <laughs>、それはずっと貯めてます、よ今4年間、5年間か、5年間貯めてるから、2018年から、はい、待っといて、他に比べて、いくらくらい稼ぐの1回のツイキャス俺、俺、1回のツイキャス大体5万かな。 えー、クソ社会ですけど、冷蔵庫こんばんは。アーティストもいろんな人が配信始めてるよね。プリン。忘れんなよ。YouTuber やってください。プリンまた食べんのに。YouTuber とんでもない車に乗ってるから、まあ YouTuber ね。ちゃんのこう、プリン食べんの大好きで、あ、まあまあ、はいアルバム出して。なんでアルバムなんか別に出さなくていいじゃん。あ、これさ、毎回言うけどさ、アルバムなんかさ、お前ら作れって言ってんだなお前らでアルバム作れよ。うん。5万。うん、あ、4、5万。4、5万。うん。あのさ、お前らでアルバム作れよ。 なんかさ別にお前らが待つのはアルバムじゃなくて新曲だろって俺昔からさやっぱさアルバム出してって言われるなんか言われたべに思うんだけどさお前らが待つべきはあれじゃないの,あのアルバムじゃなくて新曲じゃないの俺の、うん、単純に大島良介チャンネルにあげるこんばんは意味が意味わかんない、うん、あでもそっかじゃ俺考えたアルバム待ってるよ考えたことがあったんだそうなんでなんでアルバムを待ってる人がいるかっていうとあれだ あれ、漫画でたそう漫画で例えると単行本派の人がいるからだよ。そう。週刊連載を見ないで、そう。だから俺の大島良介、でも一切俺の配信とかを見てない人、ネット見てない人いるから、俺のファンも。ネット見てない人っているから、俺のファンも。マジマジマジ。配信もね、こういうお前のこと嫌いになるから見ないってあ、ファンレターでもらったこともあるからさ。そう、見ない人もいるし、そういう人も絶対多分いるんだと思う。うん。 だからたそう単行本派がいるっていう感じだと思う。もうだから、大島に俺がデ,デモ曲を卓、ね、ク,クのさ自分でさ、ね、自分で YouTube でアップロードしてもそう PV アップしても我慢して、アルバムで通して、うん、なんだかんだそ別に俺だってアルバムちゃんと考えて作るから、そういったさ、ね、あそうそう構成ね、曲順とか、うん、世界観とか、うん、まとめて読むぞみたいな、うん、だからそういった感じもあるんじゃないの そう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 。いや、アルバムで初出しの曲とかあるやん。ないよ、バカ。ないない。こんだけあったらないよ。次のアルバムないから。うん。だから買うな。えー、我慢してる。えー、新規な自分の、昔のアルバムを辿って対話してるのも楽しい。こんだけだって曲だってもう4年、もう3、4年出してないからね。 もう曲いっぱいストックあるから、もうあれも3、2、3枚分だからね、もうストック、ストック曲かんね <laughs> ない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 、そんなん。逆にそんなんもう何をだから逆に、曲がありすぎてさ、何を入れればいいかってとこの、とこで悩んでずっと。うん、新曲なんか入れてる余裕ねえよ。うん。えー、週刊誌で読むの我慢し、だからそういう人を待ってる人はもう買わないでいいっす。はい。えー、買わせてくださいって何か。えー、買えよ。 えー、所有欲満たされるがシリア CD だしいストックありすぎて困るのは斬新なのよ楽しいこんばんは困るだろうねじゃあジャケットかタイトル楽しいいやそれとかちょだねジャケットかタイトルもだからねまだちょっと考えてるよまだ降りてこないうーんまあそれにもよるようんそれにもよるはい全部5秒ずつ入れよう3枚組とか作れそう3枚組うんだから作ろうと思えば作れるよそんぐらいストック曲あるようん ジャケもジャケ買いとかも、大昔はデモ曲とかも上げてほしいって何全部上げてんじゃん。タイトル難しい。ハルツさんのタイトル考えてないって。タイトル確かに正しい。新曲だけのアルバムあって、そんなあるわけないだろ。だから新曲だけのアルバムなんか <laughs>。アルバムとかだからそんなもんさ、別にどうでもいいみたいに俺昔から言ってる通りなんだけど、まあどうでもいいとは完全に言わねえけどさ。ね。あ、はあ。ぶっちゃけだから俺自分のね、ここのさ、作曲部屋で作ったやつが最強、一番最強の音源だから。 締め切りなく締め切りがあるからアルバムって、うん、バンドでやってるやつってあと音もしょぼいししょぼくなったりするし、うん、音質も限界あ音質ってか、ね、なんかは音圧限界あるし、うん、しょぼくなったりするし、うん、そうだよそんなん別にまあかわかんないけどいろいろとっくに分かってることだと思ってるんだけどねあのー、新規ファン以外うん えー、リリーベとかあるし、まあまあ、とりあえず、まあなんでもいいや。とりあえず、まあアルバムはアルバムで出るんで、どうせ。はい。ああ来年か、再来年かしんねえけど。とりあえず出るは出るんで、はい。えー、そういう理由があるのね、でも好き。あの、どうか D と A の前、あー、そう、D と A の前もだから今作ってるって、はい。えー、セカンアルバムしょぼいんだってないが。どういうことだな <laughs> 何お前、俺友達実際そようとしてんね、お前。なんか、お前、お前か、か、お前のコメントでさ、なあ。お前、お前が勝手に言ってるだけだよ、お前。セカのアルバムしょぼいんだって。ね <laughs>。 ということで。なんでセカオを出すんだしかもそこで。サカナクションでもいいだろ。サカナクションでもいいだろな、もサカナクションはもう、もう、山口さんがね、ゲーム配信者になっちゃったからね。うん。魚ファンの人にね、 もサカナクションもダメだろって、サカナクションもな、もうな、今ね、山口さんもな、ぐっさん大丈夫になって、だからずっとね、この話ばっかしてるけど、ずっと俺は、ああ、聞いてんのかよ、こいつ、あいつよ、本当さ、な、こんなに、こんなに言ってくれてるさ、あの、人、さ、多分さ、周りにいないだろ、スタッフにもいないだろ、な、山口さん、な、聞いてっか、ああ、お前よ。 スタッフにもいないやと思うよ <laughs>。こんなに、ね、言ってくれてる人、めっちゃ気にかけてる人、配信やめろよ。マジお前前煽られててさ、YouTube ライブしててさ、なんか煽られててさ、コメント聞いちゃってさ、それで枠閉じてよ。なあ。ほんとさ、ブロックしろよてめえ。なあ。うん。スルースキルねえんだったらやめろ。うん。しかもあんたうつ病みたいな感じなんだから。なあ。ああ余計は悪化しちゃうよ。 うんいや、これ本当に。ね。これはまあ、サカナクションファンだって、そんな思ってることでしょ。ね。繊細なんだろうなって、だからリハビリみたいな感じでなんか配信やってるみたいに言うけどさ、結局コメントで煽られて聞いちゃってさ、ね。ああ、意味わかんない。周りは止めてやれよ。なあ、あれ本当にさ、周りの人は言えないよねっていうこといや、周りの人はむしろ止めるべきだろ、あれ本人がなんかさ。 うん、柴田がまだ試合で熱血インターネット男子流してて感動したあいつさあいつ感じたとこで流さないでさしょぼいしょぼい試合だけど流してんじゃねえぞクソやろなあ,あのクソ筋肉よマジ残さんあり体勢ありますかあるわけねえだろこんなブロックしてるやつがファン求めない配信止まったんだネットは戦場だからね あの、あのクソ筋肉さ、なんでしょぼい試合だけでさ、そう、ライジング、ライ、ライ、そう、ライジンとかテレビとかさ、ああいう時出た時にさ、俺、俺たち期待してさ、ね、その時でさ、光、光、光と仲良し、仲良しのさ、前みたいなさ、なんかさ、タイトルのわけわかんない曲流しやがってよ。大晦日のライジンとかな。そう、その時、それで俺もさ、このあのクソ筋肉だるまって思ってさ、な、柴田、しょぼい、しょぼい時、しょぼい試合の時は使ってくれてんのか。 ありがとうな。うん。まあ、それでも嬉しいよ。いや、しょぼいとか言わないよ。うん、いや、それでもね、全然全然。嬉しいっすよ。うん、嬉しいっすよ。うん、嬉しいっすよ。ありがとうございます、柴田さん。あの時少し期待したのに、いや、全然いいよ。いろいろあんだろ。あの時だって別に光とか、なんか人間関係のあれがあったんだろ。ネットって本当怖すぎますって何がひろゆきとか煽られても病で去っていくようなって何がああ、ひろゆき。あいつサイコパスだから。ひろゆきなんてサイコパスじゃん、あいつは。ガチの。 あいつああ、あいつこそザ・サイコパスって言うんだなって、典型例じゃん。ね、みんな、みんながみんな思ってんだろ。ひろゆきってだってサイコパスじゃん、あれ。ね。あれだってサイコ、あれサイコパス以外何者でもないじゃん。ザ・サイコパスの典型例じゃん、あんなひろゆきって。会ったことありますかだって対談した時も思ったよ、だから俺。え、ひろゆきより俺、えこの間追跡中って何残ったひろゆき、俺一回対談したことある。え、怖いひろゆき。いやあ、あいつ怖いっていうか、普通にサイコパスでしょ。ね。 あいつこそなんかあれっしょなんかあのなんかさチェーンソーでさチェ,チェーンソーでねなんかねあのあな,あなたってものですよねみたいな感じで <laughs> あなたものですよね僕にとってみたいな感じでさ笑いながらゲギャ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 ってやれるタイプだよな絶対あれあれが典型的なガチ最高なのかえひろゆきってけど俺は昔からそう思ってるよむしろひろゆきって、うん、昔からそう思ってるよ えだってさえひろゆきってだって2チャンネル作った人だよこんばんは2チャンネル作った人で2チャンネルをずっと運営できた人だよその時点でもうすごいでしょ人の心がな,ないね恐怖とかいろんなもの人の心がない限り2チャンネルなんて運営できませんよねさぞいろんなですね怖い人からもいっぱい脅されたろうしさな裁判とかもさねあんだけさ踏み倒してんじゃん いや、だからもう、昔から思ったよ。すげやっぱそそ、そういった意味では、すごい、やっぱ、すごいとは思うよ。うん、すごいと思ってる、ひろゆきって。うん。ひろゆきは、だから、そうそうそう、そういったサイコパス、サイコパスって言うけど、あだから、そう、サイコパスだけど、すごい、すごいと思ってる。うん、やっぱ、すごい、すごいと思う、あれ。うん。うん。堀江門のが人間、あ、いや、堀江さんのは全然人間的で当たり前じゃん。堀江さんのが全然人間的ですよ。うん、人間味があって、全然、うん、愛も感じたし。 ええー、ひろゆきは全く愛を感じなかった。うん。なんかもう、なんか俺のことなんか対談した時とかもなんかほんと物体を見てるような感じで、あいつほんと。ずーっとヘラヘラして。<laughs> かわいてちゃんって知らないんですよね、僕って。知らねえな、対談受けんな、バカって思ってさ、こいつさ。サイコパスじゃんだから。サイコパスじゃん。か <laughs> ゃん <laughs> おかしいじゃん。 ヘラヘラ笑いながらさ知らないんですよあんま2チャンネルでそうちょっとそういった名前があるからさあとおと他なもしゃないっすな <laughs>、まあ、本人いやだか,らすだからそういったことを含めてもすごいよねでもだからけどひろゆきみたいなやつがさやっぱさ社長に多いとか言うじゃんだからさひどいって言うけどじゃああそういう人は逆にさビジ,ネビジネスって成功するっていいよねうーんねサイコパスがやっぱ社長に多いとか言うじゃんね 社長とかなんかさ、そういった、上り詰めた人間。ね、総理大臣とかわかんないけど、なんかいろんな <laughs>、ね。政治家でもなんでもいいんだけどさ、ね。そうそう、上り詰めた人間がなんかやっぱさ、ね、精神異常者、ね。サイコパス、ね。あの子さんそこ成功者。いや、違う。俺は、俺は成功、サイコパスじゃないから成功してねえんだよ。なあ。俺はほんと優しさがあるから、ね。そう、優しさと愛が結局ね、あるからさ、 だからいつまでもこんなんなんだよなあ <laughs> <laughs> そうそう,そういったとこもあると思うよ本当ト新生かまっちゃう感情ないからビジネスしやすいからそう人を踏みつけないと上にはいけないそうだから僕人踏みつけんの嫌だからそんな人踏みつけてまで売れるなんて嫌ですよ僕 <laughs> えーのさん人間見張りすぎるコは何歳から日夜見始めたのって知らねえ覚えてねえや 優しい人は1だ、えー。突然自分を落とすや、そうだね、脳性は愛しすぎます優しさ捨てられたら、優しさを捨てられたら楽なのか、いや、楽かもしれないよ、楽だけど逆にそれは逆だよ、別に優しさ優しさっていうのは逆にあれだよね、優しさを持ってる人間っていうのは僕はある意味強,強,強さだと思うからね、うん、それも強さだと思うからね、さっき勇者だって。 えー、基愛配信はガチサイコって何があれだって勇者だって言葉がさっきコメントであったけど、うん、強い優しさと愛があるのは強さでもあるからね。そう。弱さと強さを兼ね備えてますから、僕は。神聖かまっちゃんも。えー、どっかの回路は壊れてないと、ああはなれない。サイコパスになったらもっと楽でしょう。優しさを捨てるのは優しくなることも捨て、優しくされることも捨てなければね。ああ、なんか、なんかいいこと言いますね、えー。なるほど。優しくされることも捨てなきゃねって。なるほどね。 やさ優しさを捨てるならば、ね、その覚悟を持ってう、だから銃を撃つんだったらね、ね撃たれる覚悟があるやつだけ銃を撃てみたいな感じ,な感じかな。へっぽこ整形し、農さん優しいですね。農さんは愛,愛,愛の情の人だもん。それはそう思う。そうなるほど、孤独だね。なるほど、優しくされたいな,な。なるほど、ルルーシュかよ。ルルーシュってなんだよ。昔からなんかお前らコメントたまに言うけどさ、その世代じゃねえんだよ。おやすみ、ね。おやすみなさい。ね、うん、もうひょっこりひょうたん島とかで例えろ ああちょっと俺たちおじさんね、おばさんには。ルルーシュってのがわかんねえんだよ。あ、コードギアスだ、そう。コードギアスはもう20代までしかわかんねえだろ。な20代までしかわかんねえだろ。ひょっこりひょうたん島とかじゃないと、ガンバの大冒険とか、じゃないとわかんないわ。ああひょっこりひょうたん島70歳 <laughs> もう死に, <laughs> 死にか、死にか、死にか、死にかけの、死にかけの世代か。<laughs> ひょっこり。まあ、ドラゴ、ドラゴボ、ドラゴボ、ドラゴボとか、まあいいや。はい。 ドラゴンボールとかで叩いてくれあまあいいやまあとりあえずひろゆきはサイコパスってことではい,いやでもサイコパスだけどやっぱりすごいよねってうんやっぱりそうサイコパスだけどすごいよねって話そうそうあれはあれでうんすごいよねってうんあれはあれでひろゆきはひろゆきは結構ネットの教科書に確立するの人間じゃんうんねやっぱあいだって俺はひろゆきだって俺もねめちゃめちゃ配信でさ今までひろゆきのことディスりまくってるけどさ キャラが立ってるひろゆきのことディスりまくってるけどさだって俺結構お世話になってるからねひろゆきがやっぱ作ったまず2チャンネル2チャンネルですだねまず俺ねまあ、踏み台にしてるしお世話になってるしあいつニコニコ動画も作ってるしニコニコ動画もお世話になってるしそそうそう結構ねあいつが作った遊び場遊び場って俺お世話になってるからさ、うん、そう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 ,そう,そうあんまりそうそうなかなか別にそんなめちゃめちゃ憎いとかそんなわけじゃないですよ僕ひろゆきに対して。 ひろゆきがいなかったら親戚かまっちゃんもなかったかもな、投げねえだろ、な、なそこまでいかないよ、インターネットは確かにおっさん、そうそう、おっけどおっさん、おっさん、そうさん、おっさん、おん、にっんに、おっさん、におっさんとか、その実際から、ニコ生作ったんだ、すごいって、ニコ生も作ったってか,かかか、った、かかったぐらいかな、あ,あいつ、確か、ニコにかかかかかったぐらいかな、とりあえずに、にまあ、ニちゃんはね、けどね、ほんとそう。 え、残さんの方がはるかにすごいです。当たり前だろ。あんなサッコバスと一緒にすんな。すごい人ですよね。俺のはすごいよ。ひろゆきって収入どっからやってるんだろうって。なんかそんな質問なんかもうやめてよ。YouTube に決まってんじゃん。配信者とか YouTuber になってみろよ、お前。結構金入るぞ。俺だってさ、俺だって、月全然再生されてないの。俺、大島良介チャンネル。俺が楽曲上げてるね。大島良介チャンネル。月で誰か何万再生か知んねえけど、まあ多分1万再生か2万再生か知んねえけど、それでもね、 まあなんか1万円は入ってるよ、うん、広告収入広告収入1万円は入ってるよ、1万再生、2万再生かもしれないけど、うん、そうそう、1万円は入ってる、1万円ぐらいは入ってる気がする、気がする,気がするお久しぶりです、ひろゆき46歳にあなんか見た目かっこいいからね、あいつね、だからサイコパスなんだよ、見た目かっこいいやつってサイ,サイコパスいるんだよ、主な収入源が生配信の上げせんだよ、多分ん、ひろゆき、あまあまあまあ、僕もそうですね。 はい、僕もサイコパスで、イケメンでね。はい、ね。はい、僕も投げ銭で、そう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 。僕も、そうそうそう、ね。あのな、あのー、投げ銭とか、そうそうそう。大体、なそうな、今はやっぱ投げ銭とあと、いや、投げ銭とやっぱ、やっぱこのメンシップ、会員、コミュニティ、会員限定コミュニティ、そうそうそう、そこ、そこでしょ、やっぱり。うん、会員限定コミュニティ。 うん、VTuber とかは結構やっぱりねあれね VTuber とかはあいつらもかなり投げ銭と俺と同じような会員うんええひろゆきの切り取りってひろゆきにお金いってるのってな,なんでそれを俺に聞くんだよ <laughs> 言ってるって話だけどね <laughs> うんひろゆきは人間味がないえー、っともうひろゆきの話はいや、えー、カラオケで歌うのってのこさんに入るんか入る当たり前じゃんお前らアウトロで消したら入んないけどアウトロの俺の長いじゃん ね多分お前ら全員消してるっしょ。アウトロ俺の、ね5分とかあるもんな。アウトロの方が投げじゃねえかってな、俺の曲な。だからいつも演奏中止っていつも消してる。ふざけんな。だから、あれいいんだけど、演奏中止ボタン押したらあれ入り、入りません。あれ、あれ入りません。そう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 。あれは入らないんですよ。はい。すいません、コメント同士で、あコメント欄同士で会話しちゃった。ああ、全然いいっすよ。はい。 うん、お前なんか昔あれなんか、ファン、うまあいいや、何でもない。<laughs> ちょっとファンの話やめよう。ごめんなさい、ちょっとあ今調子に乗ってペラペラ、ね、なんかね、そうそうそう、ちょっとなんかこじファンの話をしまっちゃった、えー。全部最後まで流して、しかも特定、特定して。<laughs> すみません。そうだったアウトロ大事なんだよね。えー、人から言った時は最後まで聞いてる。マイスリー歌うとアウトロも長いし、えー、カラオケボックスとんでもないクいかな。<laughs> マイスリー全部やめやま アウトロム投げるしな。友達、友達とかいう、わかんねえけど行。行くって言って歌うやついいのかな。よく覚えてる。いやいろや結構覚えてる。いろんなこと。昔のことも。いろんなこと。お前らのことも。お葬式になる。わかんないけど、それまあまあまあ。いいじゃないですか。ねぶっ壊してやれよ。ぶっ壊してやれよ。心配一人でカラオケ行くときしか歌えん。えなんか忘年会とか今とかないか。なんだかあったらまた歌ってよ、ね。 夜沢の虫とどこまでもってカラオケあんのあるわけねえだろ。お前何すんだよ、あれよ。踊るだけだろ。かまってファン同士で行こう。いや、慣れ合うな、お前ら。慣れ合うな、慣れ合うな。慣れ合うな。慣れ合,うな慣れ合わないほうがいいぞ。かまってファン同士とか。ええー、慣れなれあうほうがいいぞ。昔から言うけど。ルーちゃんアウトロ友達に嫌いだ。ルーちゃんアウトロ友達に嫌いだってことカラオケといえば、あ地獄、地獄でした。えー、コロナの後遺症ってあった。俺、ない俺はない。だから、俺はない。はい。 平沢さんとか戸川さんとかも人からでまあまあ、わかる。俺はない、コロナ後遺症は。俺は全然。もう、だってコロナかかった時も熱なかったからね,ね。熱なかったんだよ、俺。熱なかったって言ったじゃん。だってコロナかかったままライブしたからな。<laughs> だって俺、いわばだって栃木、栃木、コロナ抜け毛はって、だから抜け毛もないじゃん。抜け毛もない。抜け毛はわからん。なんかわからない。抜け毛、コロナのせいかもしんない。何日くらいで症状わかんねえ忘れたけど、1週間かな。俺は、俺はね。 こういう人な、俺、一応ワクチン3回打ったから、それもあ,あんのか知んないけど、知らん、知らん。無症状か、無症状いや、無症状って、あ、けど最初熱出た。けど帰り、なんで気づいたあ、違う、帰り、帰りだ、帰り熱出たんだ。帰り。栃木の帰り。うん。栃木の帰り熱ねめっちゃ熱出たんだ。それで、落ちかりだそれだ、それだうん、その時、その時だけ、その時だけ。その、なんか5、5時間ぐらいだけ熱出て、37度、8度、出て、そ,そ,そ,その時だけ、その時だけ。 うん、軽症でよかった、かえクマなんかコメント全部読んでくれんだありがとう、なんなんでお前、お前の話していいのじゃあ、お前がなんか昔なんか、俺のき覚えてる、お前がなんか7年前やった、あまあいいや、しないしない、大丈夫、えー、ライブ後の症状のピーク、かクのっと聞いたよ、めっちゃ回路の悪かった配信、クラスターじゃん、えー、息はかはかしてる場面見ると心配になる、えー、喉が痛かったんだよね、5時間くらい、しないしないしない、7年前何したっけお、いやいや、言わないよ。 えー、かまっちゃん7年しかも7年前じゃないと思うもっと前だと思うかまっちゃんの新しいバンドスコア出してください <laughs> 年最高で <laughs> だからバンドスコアなんてさ今あれかボッチ・ザ・ロックかボッチ・ザ・ロックでお前ギター買ったか分かったよなバンドスコアそうか今バンドブームがなんかやっぱちょっとね切るかも来るかもしんないみたいな感じあるんだよなボザロちょっと見まだ見だから前も言ったけど見てないんだけどさちょっと見たいんだけどそうそうそうボザロ ボザロがね、ボザロのおかげで、またちょっとバンド、そう、軽音のとと変わってないような、そう、バ、ボザロ、バンド、ボザロバンドブームがまた基礎みたいな、レス、レスポ、ルが売れて、わかんないけど、なんか、けど、楽器が売れてるとか、なんか、他のメンバーとか、スタッフとか言ってたよ。うん。あと、なんか、ネットでもなんか見たけどね、なんか、バンドブームが、そう、楽器がなんかとか、ね、そう、のこさんモデルのピンクのギター買いました。ほら、来てんじゃん。俺のピンクのギター、あんなん。気の息した、ボザ、かわいそうに。 えー、結構コアなバンドのことも書いてあったりする今晩あそうなのコアなバンドのこと書いてあって新生かまっちゃうだっていないんでしょいないんでしょボッチザ・ロックなのにタイトルねボッチザ・ロックでタイトルなのにコアなバンドも出てきて新生かまっちゃうのは死の字もないんでしょねうんえなんで何ぜなんぜ <laughs> な<ん>ぜなぜ何ぜうん,なんぜ、うん、ちょっとなんか、うん、沖縄弁になっちゃうよ アジカン演奏したらしいな劇中でアジカンアジカンってぼっちなのかよおいトニアマジ親戚かまっちゃ合ってるんだけどな合ってるっていうかでもなんか前回なんかさライブ終わった後だからうろ覚えだけどなんか俺見てないからなんか話したら前回ねライブハウス配,配終わった後スライブ配信終わった後さ楽屋で話したじゃんなんかあれなんか結構あれさなんだっけあの主人公のさ女がさ、ね、主人公の女がさ あのあれ YouTube やっててなんか最初からなんかあれ,あれなんか動画上げててあのー、登録者人数がなんか多いみたいな話してなかったうちのゆうのすけか誰かがなんかあそう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 ,なんかそうそうそうなんだよねいやーもう,う,ーもう俺はロックンロールは鳴りやまない前回も言ったちょ不満げってかうかじゃじゃ不満げじゃない <laughs> 不満じゃないよ、不満じゃない、違う違う違う,違う、俺はさ、俺はロックンローラー鳴りやまないって、今ではもうさ、世界で名だたるさ、ね、この神曲、ロックンローラー鳴りやまない、初めて YouTube で上げた上げた時、150回再生で止まったんだよ、ずっと、ニコニコ動画も、YouTube も、うん150回で、ずっと、それがもうピークだったの、ニコニコ動画もね、3つぐらいコメントついたの覚えてるよ、3つ。 あのなんかコメント内容忘れたけどいいですねみたいな感じの、うん、3つ、うん、それが俺2008年,年とかなんだけどそ,うそ,うそれがリアルだよそれ,がそれこそがリアルだとは思っちゃうんだけどまあまあでもぼ、まあ、そのぼっちのねお女もさ、まあ、確かにぼっ,ちぼっちだからこそ,その、ね、家で一人でぼっちでこうやってギターバーってやってあれで弾きりなんかやってんでしょばーってやってそれで登録者人数めっちゃいるみたいな。 まあまあ、それも確かにぼっちならではだもんな。確かにな。確かにな、確かにな。うん、俺は多分嫉妬してるだけなのかもしんないな。嫉妬っていうか、じゃ、嫉妬っていうか、じゃ、じゃ、俺の、俺が、俺も、俺、俺、俺こそがぼっちとロックだとか言いたいわけじゃなくて、ね。 俺こそがボ、俺こそがリアルのボッチストロックじゃねえかとか言いたいわけじゃなくて、ね。いや、嫉妬とかでもなく、な、なんだろう。うまあ、なんだっかな。な、なんで言いたそういや、違うよ。違う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 言い,い言いたい。言いたい、言いたくない。言いたくない。言いたいわけがないだろ。いい、なんで、アニメのキャラクターと張り合えるか現実の人間が。な、アニメはフィクションだぞ。こっちはフィクションじゃねえんだから、お前勝てるわけねえんだから。な、ああ、張り合ったって。 な、勝ってんじゃん。ええ勝ってんじゃん。え、勝ってんの勝ち負けとかじゃないんだけどな。勝ち負けとかじゃありませんけど、ね。うん。いや、でもなんか、だからすさ、だからユ y o u t u b e で、まあ、成功した後よりも、俺が制作者だったら、いや、違う、俺が制作者だったらね、そうだね、僕がボッチザロックってタイトルで制作者だったら、僕は、えっ、ー、と、多分、 ややっぱやっぱぱ僕みたいに再生回数やっぱねどっかで止まって150ぐらい止まってうーん、どうしようってどうしよう、どうしようってでも女の学園ものだからねまあ一応、女とつるむわけじゃんねつるんで結局ぼっちじゃないわけじゃじゃゃんぼっちないまあバンドなってそんなもん,なんだけどそれでみんなみんなでね考えて考えてそう挫折そう最初最初の挫折そう挫折そっから、けどそうもちちゃんもそれそっから映してもらいたいよな。 その登録者人数もさ、そんないきなりさ、10万人かしんねえけどさ、10万人とか言ってないで、その100人で止まって、そうそれでさ、メンバーとさ、なんかうーんって、とっから、ね、のこさん、実は見たんじゃないの、見てな、ね、い、本当に見てないよ、よ本当に見て、ね、見てるわけないじゃん、本当に見てない、こんばんは、これ、マジよ、マジで見てない、カタルイス足りんよな、見たい、見たい、むしろ見たいって言ってるじゃん、見たい、見たい、うん、ぼっちゃんは中学時代に挫折しとるぜ、あ、そうなんだ、えー、グミチョコレートパインみたいになりそう。 えー、おまじに見てるってないか。まず見よう。そうそう。まず見よう。そうそう。見たいよ。見たい。見たい。いつか。あ、の、あのプラでアンプラで。うん。俺本当にまだ見てないから。うん。いや、だから俺、あと、ボッチャロックでタイトルで制作者側だったらどうするかな。バンドを組むようにになるところから。うーん。ベックはどうでしたかベックはね、なんかね、まあまあ、いや、けど、ベックよかったよかった。よかったよ,ったよった。ベ、ベックけどよかったな。よかったよかったよかったよベベッけどよかった。懐かしいな。 野さんこまんあん私を見ていますえー、ゆうくんとものっくんはかなりうんなんかあいつなんだけどいやネットもみんなもさお前らもねお,お,おすすめしてんじゃんネットもそうだしねなんか軽音時よりもなんかねもっとなんかコアなとこまで,ですなんかねぶっこんでるみたいなバンドのねあそうバンドのなんかヒビロック見てねえわボッチちゃギター始めて3年後に飛んだ何あまだ、あまあまあ、そうだった感じでさけど俺がボッチさンロックってタイトルで制作者側だったら どううすんだろうなスト,ーストーリー作るようにしてアニメ作品漫画作品作る <laughs> やっぱやっぱメンくりメンくりの心療内科とか精神科のねデイケアデイケアでまずねまずぼっちちゃんがうつ,ぶうつ病ういじめられててぼっちだからうういじめられてて うつ病になってて精神薬もらいにねもうその15歳の頃からさねあのメンくり行っててでメンくりのデイケアも通ってそのデイケアで出会ったやつらとバンド組んでそっからかなうんそっかそんなストーリー作るから俺やったらそうそうそううんそれ違うアニメって何か違うそこでバンド組むってことで違うくねえだろ違う重たいまあ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 確かに世間一般ね なんかね、エンタメズ、まあまあ確かにね、僕、僕だったらそうするってだけで、確かにね、それは、もうそれはノコじゃんってい当たり前だろうが俺だよ俺だよ今の話俺だよ。まんま俺だよ。うん。デイケアでバンド組んだ以外は。うん。まあデイケアみたいなもんか。あんなモノ君とかミサコさんとか。な。うん、あいつらもううつ病だしな。ノコさんの方が100倍ロックだよ。何がなんだロックってなんだよロックってなんだよ メーヘラーメーヘラーとバンド組まんやろ。え、うん、それみたい。でも確かに、まあ、義理研とか言うな、うん。まあいいや、まあそう,そういった、まあそういった内容だと確かにね、重いって確かになるんだよね。逆に、今、ボツアロックっていい感じに、あれでしょ、軽音の時みたいに、いい感じにあ、あれでしょ、やっぱそう,そういうのが売れるからね、売れるってうのはのは、売れる酒ってそうだもんな。 音楽も何でもな、音楽もアニメもな、何でもいいんだけど、うるさく言っていい感じにポ、ッポ,ッポップにキャンディーに、ポップ、ポップ、ね、世間に、ね、ちょチューニング合わせてるからな、世間にチューニング合わせるから、俺にチューニング合わせたら売れないもんな。<laughs> 俺たち、俺たちにチューニング合わせたら売れ、すら売れ、売れ、売れはしない。ワンチャンちょっと、あのね、ねカルト的な人気になるみたいな、えー、ぐらいで止まるっていう感じになるだけだからな。うんね うん。わかんないよ。まあわかん、わかんないけど、でも大体はけど、好きだけど、まあ、うん、そんなこと言うなよって、そんなこと言うよ。だってそうじゃん。実際そうじゃん。うん。カルト止まりって。ね、新生かまっちゃも宗教バンドでカルト止まりって言われてるというけど、なんか、結構やっぱり、ね、それでもやっぱ素晴らしいとじゃん。ね。うん。そういう本出してよって、な、何がそういう本出してよ、お前が書くんだよ。お前が書いて俺を使うんだよ。早く書け。な、お漫画書いて。あれもともと漫画作品だったんだろ。ボーチザ・ロックもケオンも。 あ,あこんばんは木さんなそう木さんちょっと漫画描いてそうそう映画化とかねもう一回映画化しましょうよしゃかくわ頼むぜだからお前らだ,だってね「進撃の巨人の伊佐山先生」の時と同じようにお前らがね頼りなんだっていつも言ってる通りだようん私ゼロ番が好きな漫画になるはずだと思いますゼロ番88もポップ風味に演出されたメンバーに一人は幻聴,されんさ幻聴さんと会話してる子いそそそれ俺だよだから <laughs> 県庁は聞こえて、うわーってなって、ここやめた <laughs>。全部俺じゃん <laughs>。全部、全部俺要素があって嬉しい。うん、そういう主人公で、のこちゃん作ってよ、のこちゃん。やっぱ、のこちゃん、主人公のこちゃんで。いや、だって、のこって名前もだってさ、そのまま女の子で使えるもんな。女子高生、バンド、アニメ、な。うん、のこちゃん、ね。うん、のこちゃん、ものちゃん、みさこちゃん、ね。 モノちゃん、ミサコちゃん、ユウち,ちゃん、ね、使えるじゃん、な、うん、使える、使える、使える、な、うん、軽音はだから P モデルの平沢住む平沢さん、秋山さんみたいな、ね、で、あの、ぼちざロックはアジカの後藤さん、ゴッチさん、ね、だから後藤なんとかって名前なんだ確か後藤、後藤、後藤なんとかって名前なんだろ、うん、主人公えーと、銀ちゃん、千葉ちゃん。 生きにくさって話にしてほしい。えー、っと、ルルちゃん、一、えー、人、後藤一人、あ、後藤一人,人って名前なんだ。へえそれ初めて知った。後藤一人って名前なんだ。ぼっちじゃねえんだ、えー。ぼっちちゃんってのはあだ名なんだね。えー、ごっちザ・ロックでええやんって何が。えー、ごっちザ・ロックうん、ごっちザ・ロックみたいなもんなしょ。のこさんが女の子の時ってどういう時に来るんですかどういう時って今もそうだよ。特に。えー、セカンファンの友達がのこさんと絡んでたって言ったら、切れた女の子だと思ったらしい。えー、どういうこと何 一人の子さんとととでセックスしたことえー、とエ,クスエキストラとえチルちゃん、えー、新生かまっちゃんのアニメみたいな、だからお前らがね、そういったのを作るんだって、将来、10年後でも20年後でも待ってるから、えー、ボザーのエンディング曲、鳴りやまなくて何が悪いって歌詞があって、かまっちゃんが、ね、よ,りよぎりました、でもここら辺は何これさ、ちょっとさ、あれさ、発生するんじゃないのちょっと待ってよ、知らない、本当に知らないからさ、俺。 ボザロのエンディーって成りあまなくて何が悪いって。いや、成りあまないってもうスドワードが出た時点で俺はもうそこでさ、あのさ、あのね、著作権申請登録してるんだから、ね。うん、そこは俺を通さないとダメだよ。ね、著作権、ね、著作権のね。うん。あの、そうそうそう。著作権見たら登録してるしてるだろ。商標登録。投票って俺成りあまないわ。 うん、ロックンローラー鳴りやまないと、俺、と、商用とと、と、と、商ょとと、商用登録してるじゃん。うん、そうだ、ロックンローラー鳴りやまないと、お前ら言ったら、お前らビジネスで使ったら全部俺に金を行かないとダメだぞ。うん。鳴りやまないけど、何が、何が悪いという曲です。聴いてみてください。えー、だから曲も聴いたことないから、曲ちょっとまずそっか聴いてみたいな。今聴こっか。<laughs> こいつ聴かねえぞ <laughs>。もうだから最近忙しいから、こういう配信中じゃねえと思うな。聴 <laughs> けるやつは聴こう。 うんちょ、曲だからちょっと聴いてみたい、一回。俺、本当に曲も聴いたことないから。うん。今聴こう。今聴こう。だ寒いな、今日。本当寒い。電気毛布に車ってんのに寒いんだぜ。うん。ちょっと酒、酒。俺、ちょっと途中から来た人、俺今日朝5時に起きるんだぞ。おい、配信止まるぞ。配信止まるぞ、5時に。5時じゃねえ。<laughs> 寝ないといけないんだよ。10時半か。 朝大丈夫俺5朝5時5時起きるなんで撮影ちょっと撮影の仕事あるんす朝5時5時に起きるんだよ、ね、朝7時に寝てる人が朝7時に寝てる人がねうんほんとさねウォーターサーバーか俺の冷蔵庫は、うん、ほんとドリンクしかねえ、うん 無理じゃん、五時じゃん。写真にクくまが大逆転だ。無理しないで、ゴちゃん何あ、五エム。あ、五エム。あそ,うそう、だからエム五時エム。AM、<laughs> 夕方五時じゃねえよ。<laughs> 夕方五時だったらいつもじゃん。いつも起きてる時間じゃねえかよ。こんなこ、こんなこと言わねえよ。<笑><笑> PM 五時じゃなくて AM、AM 五時朝五時朝五時起き。ペンギンはっているよ。うん。いますよ、全部。全部いますよ。 マジこういう時しかねあのあのこいつはつけないんであまだ電いや電池すごいね電池どんだけ持つの電池持ちすぎだろだってこれもうさささええ結構マジでさ超前からあんじゃんまだいるんだ懐かしいって電池変えてないんだよしかも俺あこいつ死んだらああ生きすいません 久しぶり。ご飯はかな所得対象じゃないんだよ。全員で喋んなよ。ご飯はね。あのね。今日は食べてないんだよ、うん。お菓子食べた。お菓子食べたよ。はい、今日はピーナッツ。あ、暑すぎか。い寒いとこにいるくせにな。寒いとこにいるくせによ。暑いか。 もっと熱くしてやろうかおいなあおいサルスケてめえなあおいまあだ、うん、焼き入れませんよ、はい、あちょっと生きててよかったね、うん、これちょっと電池消すで,で電池消しとかないとさ <laughs> これ<は笑> これ配信終わった後にさ俺さ忘れてさこれさ昔さ配信終わった後に忘れてやううさ、忘れてこれでこいつは喋ってさもうマジビクってなってさ <laughs> ビクってなってそうキっとかねえとさマジでこれ本当にね1回あったんですよ1回あったのマジでもう1人でもう笑っちゃったもんで、ね、えー、じゃあ酒酒ちょっと飲,飲むな。 あ酒飲んでちょっとね寝るよあボザロ聞いて寝るわうんうんと増えてるえ飲むの、うん、酒でやつもうだから俺寝ないと朝5時起きだから朝5時に起きるんだよ朝,朝5時に起きて6時にモノくんがうちに来るうんモノくんがうちに来ます <laughs> あ,あったまって モノ君も,のくんもうんモノ君モノ君も,のくんも,のくんもああ絶対寝れないよタイトなスケジュールお気づき健康だから今カッコン糖毎日飲んでるからけ健康だからねうん今んとこは全然健康ですあのコロナもインフルも風邪もひいてませんでだから元気でしょあとこれから歌わないよ歌わなきゃねえだろバカかホットミルクモノ君も一緒にあたあた私も来るお前お前が来るお前が来てもな何するんだよマンコ広げることしかできねえだろってめえなあ 物くえ早起き、カッコン糖、うん、かっこん糖飲んで、一応コロナ対策にもなるからね、そうそうそう、うん、ちょっとじゃあ、えっ、ー、と、これ、温めます。はい、元気っぽいね、よかった。うん、まあまあ、だから、結構、仕事忙しくて、体の疲れはあるんだけど、全然、まあ、メンタルは大丈夫だよ。だから、名古屋のね、来る人、全然そこら辺は心配はなくて大丈夫です。はい、だからち、ね、ちょっと、体のね、疲れをね、ちょっとね、そこだけちゃんとね、そうそう,そう、ホットワイン、私も飲んでるよ、あホットワイン、ちょっと少なくない。<laughs> ちょっとなんか喋りながらが全然入れてなかった少ねえな、うん、ご飯はなんか食べますかねちょっとお腹空いたでもいいやちょっと配信終わったからでいいやうんそう肩とか腰とかうんいやそう肩とかこ、ね、なんかねそういったね筋肉痛がねそう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 やっぱちょっとね思ってたお酒飲める年になったら今度ホットワイン飲んでみようあホットワインやっぱ。 心があったーくなるててを許してしまうそんななんななないそこまではなんないけど「すし旅行」「こうモーラステープ貼ってる貼ってない今」「休める時休んでね」「うんいや休める時休みたいんだけどだからさアホだよなざけんなよ」っていや仕事内容に関してはめっちゃさいい内容だから楽しみではあるんだけどあ,あのね明日のね撮影は楽しみではあるんだけどやっぱちょっとタイトだよな名古屋だって名古屋だって明後日行くんだよ前乗りでそう 明後日行って NG フェスあってだから明日朝5時起きで <laughs> 何の撮影なの言えない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 よ言えないよ言っちゃったらダメだよ絶対これは言っちゃダメだよお楽しみにまあまあでもそんなねあの今年には発表されるから大丈夫で今年には絶対発表されますからその内容もうんあまあまあちょっとなんかいろんな写でも撮影写真とかそうそうそうアーシャとかまあアーシャ,アーシャとかまあいろんないろんなうるせえな うん、言ってないから今はいまあいろんなはいまあまあ、まあはい、うん割り箸が置いてあるえー、じゃあちょっとねはいじゃあちょっととりあえずあのなんかさこれこれ <laughs> ねじ巻きタオルしてるあのじじい咲いたじゃんおっさん芸能じじいですいませんあれに見えちゃうな,なんかねじねじ巻きタオル 巻いてるボツチロックじゃねえや <laughs> もう中尾明さんだ中尾明さんになんか中尾明さんってなんか久々だな最近テレビで見ないよねこんばんはテレビっつうかなんか最近あんま聞かない聞かない気がするんだけど、うん、中尾明さんってなんか失礼失礼ですけど亡くなってはいないよね、うん、引,退引退した分かんない うん。確かにみんな。ああ、ね。ね、なんかね、なんかね、最近あんま聞かないよね。いや、生きてるか。よかった。え、確かにみんな。うん。いや、なんかみんな死んでっからさ。なんかさ、ドイツもこいつも芸能人。ね。うん、バン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 死んでっからさ。そう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 。はい、のこさん、I missed you.Yes.Yeah,、yeah, me too.Thank you. こんばんは、ご存命中尾明も、明も80歳か。80歳か。あったそう。集団催眠や。え、わからなくなる、確かに。2022には死人が多かった。今年もいっぱい死ぬよ。 今年は戦争も起こるかもしれないし南海トラフも起こるかもしれないし南海トラフ、だから最近海外大使に聞いたんだけどさじゃあその後さ今日もなんかニュースネットニュースで見たんだけど俺さ南海トラフさ、さああれれなんかあれもう起こるみたいな感じらしいなもうここ34年,年,年,年の間かはなんか見た見見た見た今日,今日のニュース、まあ、戦争も戦争も戦争でわかんないけどそれよりも南海トラフガチであのなんかか確率はもう90%。 90%ぐらいの確率で、そうなのそういや、そうなのって、そうだよ、96%の確率って、残り4%はどうすればいいのこれ、残り4%の確率を引き出すには、無理じゃん、そんな奇跡、奇跡なんて起こんないから、そうそう簡単に、ね、あ奇跡なんて、じゃあもう絶対起こるじゃん、もう100じゃん、残り4%にかける、かけるな,なあ、もう起こるんだよ、津波気をつけ、気をつけてください。 どうしたらいいんだいや、どうしたらいいんだって、だからいつも言ってる、逃げ逃げグッズ。な、お前ら、玄関に用意してる俺、ほんとにこれさ、うん、俺さ、167回は行ってきてるぞ。何回ラなくて、どこら辺で起こる何回だろ。何回地方だろ。足元に置いて俺も、俺もちょっと分かんないんだけど。全体、日本全体だよなけどあれ、こんばんは。日本全体。あ、ほら、まだの人いる。 俺、167回も言ってんのに、玄関にさ、逃げ荷グッズ置いてないってさ、お前、お,お前ちょ、お前らちょっとさ、あのさ、ちょっと狂気の沙汰もいいとこだよ。ね。どこに逃げるのど、どこにって、異世界にし、異世界しかねえだろ、いす天才ですか、てててて天性しかよ異。異世界天性しかねえだろ、そんなん。どこ逃げたって死ぬ、いや、じゃあ、じゃあ,じゃあ、真面目に話すわ。じゃあ、運動会だよ。運動会する場所。なんだっけ、学校だ、学校。運動会、グラウンド。グラウンドとか。 俺だったら小学校目の前じゃん俺んち小学校目の前の団地の目の前俺んちの団地目の前に小学校あんのだからガキの声とか運動会の、ね、秋とかうるせえのキャ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 こっちはニート時代とか本当にマジでさ本当さ本当ト殺したらよかったと思ったんホント何小学校うるせえあのさホントにこ、ね、もううるさもう子供の声がめっちゃ聞こえて特に運動会もう,いもう本当さもう嫌な気分になって俺本当なんか10代の時特にニートニートだった時マジで本当うん うん。ワニの形してるって何が俺がこんばんは。のこさん見に行かないの見に行かないやん。逮捕さんるしょ。俺が運動会。タオさんるしょ。今この格好で。まあこの格好だったらまだね、あの中脇のたいだからまあ、こうやって腕組んでたら、どっかのお父さんみたいな感じで。まあまあまあ、確かにね。まあまあ別にルックスいいしな、俺な。見た目いいし、別に逮捕されないよな。うん。いや別になんかどっかの金持ちの人に見えるじゃん。 うん、全然別絶対対はされないよ全然いっすいっす不審者じゃんいや不審者には見えない俺顔はイケメンだし全然別に不審者全然紛れ込めると思うよ俺うんそうそうそう、まあ、とりあえずそう,そういったねあの北海道と北海道グラウンドグラウンド,グラウンド学校のグラウンドとかお前らそういうの誰もなんかチェックしてないかチェックとけよ逃げ場所逃げ場所避難場所でもさだからさけどさ俺さ前去年さそうツイキャスでも配信したけどさ俺さ去年さあのさね うーんあのさ俺さ、地震めっちゃ千葉でさ、ここでさ、震度だから6が来たぐらいの時あったの、俺、あったじゃん、あって、俺さ、ブワーって揺れて、カービィとかもう全部落ちて、全部落ちて、冷蔵庫も倒れてさ、もうその時去年あったの、去年、それうわーってなって、もうあの時さ、俺さ、もう俺さ、配信もしたじゃん、そう配信もしたじゃん、配信もしたじゃん、その後俺さ、あの時さ、マジさ、 逃げ逃げグッズさ用意しと,しとけとか言っときながらさ俺ねこうやって揺れながらさそうし結局震度5だったんだけど震度5で揺れながらさ思ってたことがさ逃逃げ逃げグッ俺がね今めっちゃ揺れてるやばいめっちゃ揺れてんだけど。 今、俺が、ギニエグッズを背負って、リュックサック、このパジャマ、その時のパジャマで、貝ボさぼさで、ね、冷えづらでさ、ね、あのそれでリュックサック背負って、外、バーンって飛び出して、ね、あの近所の人に見られたら、あ大島だってなって、なんか、なんか、なんか、恥ずかしいやん。って、こんなことを考えてしまったの、俺。 やばいよね。超やばくないこれマジなんだよ。これマジなんだよ。<laughs> 揺れながら。わかるわかる人わかるでもその時も言ってなかった俺。その時も。去年。んだ子その時も。俺にこうやって揺れながら考えたことが、そう、逃げ逃げグッズ、せっかくね、あの、そう、ウォーター、水いっぱいさ、10本とか20本入れてる、そのさ、リュックショックあんのにさ、用意しといて、用意してる、ね、 揺れながら <laughs>、そう、リュックサック背負って、俺は今、自分だけ外飛び出てって、で、もって、近所の人とかに、なんか、ね、パジャマで、お、大島だってなって、なんか、わかんないけど、なんか、服が恥ずかしいの。いわかんない。大島だってなってるのも恥ずかしい。なんか、わかんない。しかも、なんか、震度5なのに飛び出してる、お前。 お前、なん、お前はよって。いや、別にこう、震度は別にいいと思うけどさ、震度4の時とかもやっぱ思うね震度3とか、震度3とかでも。震度3とかでも確か、た例えばさ、震度、震度3でもでかいでかいって言うけどさ、震度2とか3とかでもさ、飛び出したとすんじゃん。震度2とか3でも。飛び出して、飛び出して、震度2でお前、何飛び出しちゃってるのか、そういう被害妄想みたいな。自分だけみたいな。こうやって、そう、小学校のグラウンドで、子供に囲まれて。 わかる人はけどわかるかこれくらいでみたいな。でも、まあまあ、さすがい,いけど去年のね、まあまあ、けど震度5だったんだけど、めっちゃ揺れてさ、ほんと倒れてさ、いろんな冷蔵庫とかさ、そう。それで俺さ、そんなことをよぎってしまった俺のこの自分のね、もう、ダメ。ダメだね。ダメですね、のこさん。死にます。この人。はい。震度5、6、7。 会った時ダメな人間です。うん、我が道行こう。な、死のう。<laughs> ダメだろ。<laughs> ダメだろ。我が道行こうじゃない。そう、我が道行,行こう。そう、あ、結局そう、気にそう。そういうとこ、そう、俺なんか変に。そう俺、そういうとこな、そう、さっきの話したけどさ、偉そうにさ、偉そうにね、でこのにクソ人間社会がどうとか、クソ人間社会に振り回されるな自分の物差しで自分をかれって言っときながら、変なとこ、やっぱ俺もさ、やっぱさ、あるんだよ、小心者のところ。 あるんだやっぱおのこさんもいつまでもいつまでもそこがまたいいとこだよねうーん団地崩壊しないってやめてよよそんな団地崩壊しないって <laughs> 家なくなっちゃうじゃん逃げ逃げグッズの意味なくなるだから完全に意味なかったわけ前回の震度5は真面目に震度5強だったんだけど確かあれはほんと外出るべきだった モノ君も言ってたもんモノ君もうんオーナ千葉県のやつそ命あげ逃げようそんな時のはず機材が心配ねいや機材もそうだけどいやーそれよりももうほんとちょっと命を何よりね地震なんか死にたくねえもん俺やっぱそこはね自然災害とかさ机の下に隠れた同僚に大げさーああ机の下に隠れたら同僚に大げさーって笑われたけどガチで生きるのこっちだっていうやついやそれぶん殴れよなぶん殴れよそいつな 自信あったときに、ね、おい、おい、大げさ <laughs> って、ね、鼻で笑われたんだろう。いやー、それムカつくな。それムカつくな。ね、そいつはひどい。な、うん、そいつはひどい。いるな、そういう人。やっぱいるんだね。そういう時はドアとかすぐ開けたほうがいい。ね、でもいるんだね。ドア開けた瞬間にね、俺もさ、団地のドア開けた瞬間にね、お大げさ。うん、大げさだよ、大島さん。ね。 いや、そんなやつさ、もうさ、潰れてしまえ。潰れてしまえまで言わな、ないやだよ、大島だ。そいつの椅子のネジ外しとこ <laughs> ダメだよ。お前、それ、それ、お前さ、お前、実は自,自殺、自殺教授だぞ、お前、それ。そいつの椅子のネジ外しとことか。自殺教授だぞ、お前。それで自殺するかもしれない。死ぬかもしれない、そいつ。精神薬が出す。ダメだ、それうん。自殺教作か。うん。えー、髪ヘル被って飛び出そう。 前さカカミヘルかぶってさ,前さ飛び出すわけねえだろお前さ俺さ北海道でさあのライブ終わった後さなんか知んねえけどさあの風,俗が風俗街さ北海道ピンサルとかオッポブとかめっちゃいいからさ寝る,寝る歩いたんだよだ、ね、剣さんと一緒にマネージャーと一緒にさ紙 T シャツ着てそしたらさ紙紙だ紙だって言われてさからかわれてさあれ一生忘れねえよ 北海道で、あの,さ鈴木の,鈴木のだ、鈴木のでさ、さ、北海道の,鈴木のでさ神、神だ、神だって言われてさ、神、神、神、今夜どうですかってあのホストみたいなさ、ね、ウエスト,ウエストサイド池、池袋ウエストサイドゲートクラブにさ、出てくるようなさそう、あのホスト、ホスト、ホストみたいななりのさ そうちょっと怖げなさ、怖いちょっと怖い見た目のあんちゃんに、神、神、神だ、神だって言われ神様、神、今晩んんどうですかってそそうそう言われて絶対、神減る、そんとは自然災害の時とかに、か神、神減るかぶって、お前、そんな運動会なんか行かねえよ。ねえ、絶対子供にバカにされんじゃん。おも,おもろすぎるって、これ、ガチだよ。 うん。キャッチに捕まったのって、いや、鈴木野とか、ね、歌舞伎町とか、あんなすぐもう、もう、秒で、秒で声かけられんじゃん。俺だって女みたいなもんだから。ああ、がめられちゃう。ボザロ消滅って言ったら、ボザボザロ、ちょっと乾杯しよう。うん。面白い。カラカラ。でもヘルメットは良さそう。いや、かみえル、まあヘルメットは確かにね、ヘルメットはね。ヘルメット全部神って書いてあんだよ。<laughs> 俺が持ってるヘルメット、全部神って書いてあんだよ。俺3個ぐらい持っていけど。全部神って書いてあんだよ。神 <laughs> って書いてないヘルメットがねえんだよ、うち。 <laughs> ないんだよ <laughs>、全部神って書いてあったよね <laughs>、マジで <laughs> <あれ>、<laughs> マジマジマジ <laughs>、ああ、まあまあ、ちょっと皆さん、ままあまあヘルメットもね、まあとりあえず、話ちょっと真面目に戻すけど、本当にちょっとね、まあまあ、本当に逃げにえグッズ用意して、その後風俗行っ,てない行ってない、行ってない、俺行ってない、あれ、剣さんがなんか行きたかったんだよ。 あいつがマネージャーが「まあいいや、えー、神様、えー、全部 VGNS、えー、おもろい赤面俺も行きたかったけどね神様避難先で配ろう、えー、神の横に、えー、お,おっぱぶとか行きたいもんだってベロ中できんだろおっぱぶってしかも北海道の姉ちゃん,なんか安くて可愛くてね,あのねおっぱぶっておっぱいもめてベロ中もできてさ、ね、なんかセックスはできないけど本番はおっぱぶ1回ぐらい行って,行ってみたいよ鈴木野の,の北海道のうん逃げねえグッズちゃんと、えー、なん行けばいいじゃんって行けないよい行ったらだって 行ったらだって、ライブがあの俺の声が、ね、体力がなくなっちゃうじゃん、ね、行くとしたらだってライブ前日だけなんだよ、あの俺ら、ね、の大体いい校庭、ライブ終わったらすぐ帰るから北海道でも泳いですぐ帰るからさえ昔からそうなんだよ、ライブ終わったらすぐ帰るの、俺らだからライブ前なんだよ、行くとしたら、だから男はオナキンってのがあって、オナニーしたら、写生したら。 声とかに影響するの。ベロ中って知らない人としたいのしたいよ。したくねえ男なんかいるか女だっているだろ。知らない人とベロ中うん。スルル満点だろ。むしろ燃えるだろ。知らない人と、うん、したいよ。ベロ中会とかやりてえよ、お前らと。なうん、お前ら全員抱いてやるよ。昔から言ってんだろ。握手会じゃなくてベロ中会でも。してえよ。うん。 そんなの俺俺を年配の方でも、70歳の年配の方でもベルチューしてやるよ。うん。抱いてやるよ。その時は。うん。そんなん、まあじ、現実的にできないけどな。うん。で、この話を昔からさ、何回もしてんだけどさ、そのたんびにさ、いや、こっちから遠慮しますって。<laughs> うるせえや。<laughs> こっちから、あなたとセックス、ね、そういうのは別にしたくないですみたいな。なんなんだよ。あ、そう。うん。ほんま、遠慮です、そう。はい。えー えーっと何の話したの、南海トラフだ、そう、南海トラフがそう、けどガチで、あのね南海トラフ、私並ぶ、うん、だから、あの南海トラフ、南海トラフがだからさ、結構さ、これ、ワイン飲む、ちょっと酒酒よりも酒、酔っ払う前に結構真面目、お前らが酔っ払う前に、ちょっと本当真面目な話を、これは本当、命に関わる話だから真面目、真面目にちょっと言っとくけど、あれ、今日のニュースでさ、みんな見てないやつ見るから言うけど、何年以内だっけ、なんか何年以内だっけ、もう96%、な,なんかもう。 何年以内クジラもあ大阪に川来た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 あれもなんか、ね、クジラが来た3年以内3年以内って,言ってさあ3年かえ3年以内で900%もうほぼ100%来るってことでしょおい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 南海トラフってだからさ俺もさなんか今までお前らも調べたことあると思うけどさもう日本全国ね全国で震度7とか6とかバーッと起こるやつでしょ いやお前らほんと死んでほしくないんだよお前らには他のやつはどうでもいいけど、うん、俺の愛すべきファンには、うん、お前らはほんと生き延びてくれマジでだから言ってるんだよ3人以内に100食うらしいまあ俺もな、うん、メンバーもそうだし、うん、俺は自分をそうそうそう、うん、愛してくれてるやつらにはどうでもいいから、うん まだ死にたくない、死にたいとか思うくせに、えーと、自信とか、えー、不謹慎もいいとこだけど、何ちょっと待って、コメント早いな。えー、不謹慎だからいいや。えーと、みんなで船に乗ろう。ありがとうございます。えー、いや、けど、優しいなってけど、それは当たり前だよ。当たり前だよ。も、ま、う、あ、当たり前だよ。うん、それはだって俺、愛をもらってるんだから、ファンからは。ね、まあ、ネット見てないやつもいるけどさ、ネット見てるやつだけじゃないけどさ、見てるやつもいるけど、やっぱファンからはやや、やっぱ愛、愛、愛をもらってるからどんな形でも、やっぱライブ来てくれたりでもね、何でもいいけど、曲聴いてくれたりとか、お前らとはだって曲。 曲で出会ってるから何より信頼できるわうんこれは本当に作品で出会ってるからなまあリスまあ配信で出会ったやつもいるけど配信ね俺の作品別に嫌いで配信だけ好きってやつもね昔からいるけどまあ何よりさやっぱ多いからさやっぱ作品入り口として出会ったやつ俺の作品入り口としてねまあ配信でもいいよ配信でも入り口として出会ってるんだからさこんなもんこんなんでも入り口でさそれで好きになってくれてるやつなんてそんなもんはそんな信頼するに決まってんだろう俺は。 ね裏切られてもいいよ。うん。裏切られたとしても別に俺はいいよ。うん。そのぐらいで、うん、俺は。裏切られてもいいよ。うん。マジで。うん。これはもう本当前から言ってます。裏切られてもいいです。はい。裏まあ、どういう裏切りがあるのか知らないけど。<laughs> 別に、ね、まあ、これ、例えばの話ね。えっ、ー、と、女性声出るのすごいなって思います。どういうこと女性声。俺、仕事場。あれ、もし1回目が来たら3年以内にもう1回来るようだよ。え、何ちょっと待って。あれ 今日のニュースは、もし1回目が来たら3年以内にもう1回来るよっていう話で、3年以内に南海トラフが来るじゃないよ、釣りタイトルってなんか今コメントこれ来てますけど、でもさ、このこお前のコメントさ、あれ、あれ、もし1回目が来たら3年以内にもう1回来るってことは、1回目が来てんじゃねえか !1 回目が来て、3回目、1回目が来たら一1回目が来て、さらに3年以内にまた来んのか 1>, 1回目来てサニックってことかシュレティンガーのトラフだよいやと、止まってんのはちょっとお前らのコメントちょっと待ってんだけど、俺ちょっと俺も今何自分で何言ってるか分かんないから。余震ってことかなえー、っと、止まったかと思ったって、いや配信が止まったんじゃなくて、ちょっとあの俺も自分で今何言ってんだか分かんなくて、はい、自分がどこにいるか分かんなくて。えー、っと、1回目が来なければ大丈夫なのかなあそういうこと と東西え、東西、東西のどちらかで起きた場合、もう片方でも3年以内に起こる可能性が高いってこと、いや、ちょっと難しい言葉使わないでくれ、今、今、アヘ顔ダブルピースしてるから、脳みそが。コメントがちょっといっぱい、こうやっていっぱい喋ってて、難しい言葉何、ちょっとたた、た、た、簡単な文章でお願いします。<laughs> 1>, <laughs> 1回目がとこなければ大丈夫なの 1>, ういうこと 1, 回1回目一回目が一回目が来なければ大丈夫なのは1回目はだってあっえっ、ー、いいだゃあ誰かちょっと誰がちょっと大学生大学生いないのか大学生1回で終わんないのちょっとだから中卒ばっかだからなここなもう一回記事読んでいや記事読んでって誰だ,だ,だそれをなんでノコに聞いてんのは俺俺に聞いてんの 大,大卒ごめん、視聴率だわ。分かっとるわ。先っちょだけなら、一回だけならオッケーってことだよ。やめろ、だからそういうなんかさ、一休さんみたいなさ、やめろ、とんち聞かせんな。<laughs> 先っちょだけなら、<laughs> それ間違ってな絶対。絶対それとんち間違ってるよな。え、じゃあ、大きな地震が来たら、その子の3年以内に、またおっきな地震が来る確率が、あ、これ、お,あおっ、一回、きな、おっきな、 大きな地震が来たら、その後の3年以内にまた大きな地震が来る確率が、3年以内に90、もう早口言葉みたいでわかんない。ちょっと待って。ちょっと待って、早口言葉す、ごめんなさい、ほんと。マジでみんなちょ、あの、甘砕いてくれ。誰か。わかった人。1回目が来たら2回目はすぐ来るよって話言って。ああ、でしょだから ?1 回目が来ちゃ、来ちまったら、もう終わりじゃねえかよ、段階トラフへ。 一回目は来たらすぐ二回目は来るよって。一回目は何回トラフに来たらもう何回トラフ二回目、おかわりいらねえんだよ。おかわりなんかあの、あのうにいるかもしんねえんだよ、もう。こっちトラ。一回、一回目何回トラが来たら、おかわり、おかわり。これ、これが合ってる合ってるこれは合ってんのこれ合ってる俺言ってること。合ってる確かに。いや、合ってんのこれ、俺、合ってる。合ってんの,こ,のこれは、今日のニュース。合ってない。もう俺も合ってない気がする。合ってる。 あってないあってあってんのあってんのえ、なんか釣り、なんか最初なんか、あの、釣り、釣りタイトルだよってなんか来たからさ、え、これだ、これあってんのあってんのえ、もう一回行って、もう一回行って、もう一回,回行ってって何が、もう一回行ってって。もう一回な、何行ったんだよ、俺。<laughs> えーっと、え、おかわりはいらねえんだよっていう、なんか。あ、違う、一回目だから、一回目南海トラフが来たん。 だから1回目が来たらもう1回3年以内に来るみたいな感じだっけだから1回目が南海トラフ来た時点で回南海トラフってだから震度7とか6は日本全国にバーって来るやつじゃんあだから要するにさ死者なんてさやっぱいっぱい出るわけじゃん、ね、出る確率が多いわけじゃん、ね、で俺だって死ぬかもしれないじゃんで1回目の南海トラフ来てその3年以内にもう1回来るかもしれないってそ,そんな余計悲劇的な感じになっちまったってことでおかわりがあるのかみたいな。 おかかわりがあんのかよってそう、1回目何回トラフが来ちまってその3年以内にもう一回おかわりが来るってこともっと,ひげもっと絶望的じゃねえかよって話あこれだってんだえもっと絶望的な話なんだあチェンジはなしでうるせええっ、ー、とそうな1回目がまず来ねえよってえそういう話でもあんの1回目がまず来ねえよって話でもあんのああ あ、あ、分かった、分かった、中卒の俺でも分かった。1回目が96%じゃないのね。分かった、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 分かった。それだ。あ、お前バカだな。俺より分か、早くないやつ、おそもう、小卒。中卒の俺でも、分かった。1回目が来る確率はそもそも96%じゃないわけね。そういうことね。なんだそういうことね。 じゃあ、そのい、じゃあ、だから別にもう、100年後でも200年後かもしんないって。だから、一回けど、南海トラフが100年後でも1000年後でも来たら、その、その時に、なるほどね。そういうことね。そう言えよ。あのニュースふざけっか、じゃあ、だったらさ、ほんと今日のニュースさ、な、今日のニュース結構、マジ釣りタイトルだよな。いや、結構マジで、ね、マジ釣りタイトルじゃん。うん、そういうことか、え、うん。まあまあ、20年後かなんかわかんないけどな。 うん、まあ、釣りタイトルっていうけど、まあ、まあ備えとけって話で、ね、そういった意味ではいいと思うんだけど煽り、まあまあま,あ、まあまあ、まあいつ来るかわかんないことは事実だからあっとくのは別に、ねまあ、まあクソニュースとは言わないけどさあ紛らわしいけど釣られたっていう、まあ、危機感持つためそう言ってるのかな、まあ、まあ危機感持った方がいいから、ね、いつ来るかわかんないかな、まあまあ実際もうすぐ来る,来るってずっと、ね、あの地震大,せ大先生も言ってる地震ね。 あのー、脳科学者も言ってるからな。毎年毎年な。地震科学者も言ってるから。毎年毎年。もう来ます来ますって。だから本当にね。でもす、やばいね。だからさ、けどまあ、それにしてもまあまあ、いつ来るかわかんないってことで、もう、いつ来るかわかんないってことでも、一回で来たらもう、おかわりが来るんだね。じゃあもう一回来たらもう終わりじゃん。この世界。だから日本。沈没しまうんじゃねえか、二回目は。ね、三年以内のそのおかわり来たときな。それこそ。 日本の三分の一が沈むって本あったよ。え、本、もう本じゃねえんだよ。うん。もう、ほ、ほ、ほ本当リアルだよ。シェルター作ってくださいよ。いや、沈むんだよ。<laughs> シェルター作ってお前どうすんだよ。沈んでいくのかお前、ポセイドン、ポセイドンさんに会うのかなあ、おい、海底人にでもなる気かお前、なあ、お前、アーロンかなあ、魚人か のおかわり実はいいっぱい生きとるんよねあーなんかそれなんか見たことある311のおかわりっていうかさあーそれなんか当時ね、うん、前後前後な311の時もねあの震度なんかあの眠たくなってきたお前みたいだな死にますはい死ん、まま、も,うもう死んでます、はいね、ご出所します はい、こ,んなこんな真面目な話で眠たくなるなんてもう死んでますね、あなた死にますよ、各まで行こう、各、閣後はごめんなさいってね、もう,もう遅いですよ、うん、もうもうもうあ余震5年、なんか3・1・1の時もそうなんだよね、あのー、そうそうそう遠くだけじゃなくてさなんか静岡とかでもあったんだよ確か俺なんかそう静岡とかでも震度6とかなかった、震度6とかね静岡とか、確か,なんか俺の記憶だと、あの3・1・1の時なんか前後。 なホットワイン冷めちゃうってもう冷めとるよ冷え冷えだよもう俺のホットワインもこっちもこっちはも,もうもう冷たくなっちゃって怖くて怖くてかわいそうにでもうもう備えないといけないからなもう不ワインだって残っだろえー、っとまた温めようちょっともうちょっとわかったけどもこれだけまあまあまだね今日本当にちょっとびっくりした ボッチャロック聞く聞く聞いてもう終わりにするちょっと11時だじゃないな俺朝5時に起きるんだよ <laughs> 朝5時に起きるんだよおいまあまあ真剣な話とか真面目な話でしたからねこれは結構けどまあ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 よかったとは言い,、まあ、言い切れないねまあまあほんとそなようそけどほんとみんなそのやっぱほんと逃げ逃げグッズねあののやっぱ作,作りなんでほんといい加減マジほんとあの地震から逃げ逃げグッズねタイムマシンとか。 早く寝なきゃだよやばいよだって俺6時間後で起きんのありえねえだろモノクにモーニングコールしとこうあいつの声で起きるかお前あの低音でようわ,ーうわーみたいなさおしまっておい<う>起きるわけねえだろあんな低音聞こえねえよ寝てる最中何時間寝たいの何時間寝たいって俺は12時間寝たいからさロングスリーパーだからでもそれでもちょっと待って俺やばいないやでもまあまあちょっと ままあまあ配信配信で楽しいので、まあ全然ね、ちょっとあと30分で終わりする。まじこれガチ決めた。20分、うん、11、20分、30分でもう絶対終わりする。じゃないと俺やばい。明日がやばい。明日がやばいってか、う名古屋に、違うお前ら、違う本当に、名古屋に、ちょ、俺ちょ,ちょっとましっかりしょ。名古屋に響いちゃう。ほんとこういうの。名古屋に響いちゃうんだよ名古屋のライブに響かすのが一番ダメ。NG フェスに響かすのが一番ダメ。そうそうそう。一時まで終わらんのうるせえ。 頑張って終わらすよ。いや終わらす、絶対終わらす。そこは終わらす。タイマーセットしとこう。ほんとだよね。<laughs> 本当ストップウォッチ必要だよな、俺な。マジな。なので、早寝しよう。まぁ、あ、ちょっと一回早寝すってか。いや、俺、配信だっ今日も昼3時にさ、無理やり起きたけど、やっぱ、昼夜がくて、普段夜7時に寝て、朝7時に寝てるから。だからさ、もうさ、もう酒飲んで、マイスリー飲んで。 頑張るしかないね、それで寝れたらいいんだけどねって感じなんだけどね、最近、だからね,ね寝れないときがあるからさ、もうその時はもう諦めるは寝ないでいくわ、寝ないで、明日昼12時にぐらいに終わるから、帰って、おまあ、夕方ぐらいに帰って、もうずっと寝る、ずっと寝るってことをする、だからホテル配信とかもしないで、ずーっともう、もうだからホテルとかもうライブハウスまで運んでもらう、単価で、うん、もうそんぐらい寝,寝るようにする。はい 逆に注意は逆って治りそう。明日後悔するやつだ。明日後悔する明日俺は後悔なんかないよ。な。後悔してるだけだよ、人生を、船で。うん、常に。俺は後悔なんてな,ないよ。後悔あるようなことでもいい、ね、今までも言ってきてるけど、俺はね、後悔なんてしないから。後悔があってもしないから。俺,はすだ俺,俺,俺がするのは後悔だけだから。そっちの。な。船でね、ただね、行くだけだから。じゃあ、大海賊時代にちょっと皆さんね、 ちょ,っとちょっとまあまあ、キンキンのね、南海トラフ、本当と逃げねえグッズね、あのね皆さんのね、ご無事もね、祈ってじゃないけど、ちょっとまあそういうのやめよう、まあまあでも本当に祈ってもそうなんだけど、まあとりあえず、キンキンのちょっと名古屋の NG フェス、ちょっとねき、あの決めます。前回ね、NG フェス東京、あ,あとね、前回の仙台のライブもね、よかったね、はい、名古屋もね、決めますよ、決めます、はい、もうこれは決めますよ、はい、決めます。 まあ俺もうメンタル別に元気なんで。はい。元気なんで。大丈夫なんで。はい。消えます。はい。だからもう成功、もうさ、先に祝うか。こんばんは。先に祝っちまうか。伝説のライブ。ね。先に伝説のライブをじゃあね、名古屋の n g s 伝説のライブ祝ってちょっとね、け乾杯。お茶番ください。伝説のライブもう、あの、した、し、し、し読んで。ね。じゃあ乾杯。あーか、あと、あと振りキャスやるからまた。 シア薬、あと、フリキャスが、うん。これちょっと言っとかないと。セシアありがとそうそう。フリキャスやるから。お茶箱ありがとまた、東京の時みたいに。3部。うん。フリキャス。はい。やります。乾杯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 。乾杯,乾杯,乾杯あ,っあっつ。あっつ。え電波、Wi-Fi 聞いたちょっと待って、うん。ありがとう。うん。あっつ。電波、あのねー、 名古屋がさ、ライブハウスがさ、なんかさ、名前がさ、申請頑張ってちゃうやったことない場所でさ、お茶漫画あいざん足元、あいざあのね、申請頑張初めてやる場所で、ね、また前回の仙台と同じように、前回の仙台は Wi-Fi があったからギリギリ、ギリギリ配信できてよかった。そう、Wi-Fi があったの地下だったけど、おやすみなさい。静止薬会いざーす、KP。あのね、地下1階だったの、前回仙台。でも Wi-Fi があったから。Wi-Fi なくても別に、あの、 wifi ワイワイなくても別に、い、いけた。いけたじゃん。電波に、4G、1本、2本あって、配信できたと思う。今回、名古屋、初めてなんか、な、な、ラ,ライブハウスのな、なんだっけあの、さっき話聞いたけどめっちゃバチバチなこと言いました。すいません。謝んなよ、お前やめてよ、あんか、お前みたいなやつ。お前だけじゃないけど、ツイキャスリスナー。なんかさ、昔からそういうやついるけどさ、けん、なんか謙虚な。なんで、いいじゃん、そんな謝んなくて、こんなやつ。 お茶ばかさす。うーん、女もんやめろよ。ほんと、お前ら覚えとけよ。うーん、女もん、謝んなって。<laughs> えー、仙台で歌手と女が可愛かった。胸あってけ、ど、そうだよ。全然謝んねえ。いや、や、謝られたら俺がえら、偉いみたいじゃねえかよ。偉いみたいじゃねえか。やめろ、座れよ。座れよ。座れよ。うーん、女も平等なんだから。 まあまあ、えー、謙虚えー、まあ、とりあえず、えー、っとですね、ちょっと待って、はい、ちょっと、あのですね、えー、っと、それでですね、あのー、名古屋のライブハウスがなんか、なんか、あ、そう、レミリミテッド、なんか、そう、フォー、リミ、ミフォーリンみたいな名前の、そう、そう、名古屋の、そう、フォーリミ、レミレミ、レミー、レミクラビッツみたいな、フォーリミみたいな、なんか、そう、名前の新しいライブハウスでやるんですけれども、それがね、あの、地下2階なんですよ。地下2階。地下2階。 でもって、って俺、確か電話でそう聞いたんだ、昨日、俺、配信者として、配信者としてさ、電波ありますかみたいな、ライブハウスにそう電話して、名古屋の,そのライブハウスで電話してさ、そしたらさ、おっさん出てさ、青春やからさ、おっさん出てさ、うド、ん、ゥ、えー、っと、ラブ、ライブフォー、フォーリミテッドですって、おっさん出て、あ、どうも、あい、あの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 ,あの,あの,あの俺,俺,俺、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 誰だよ、お前って言われて、で、お前、出演者 出演者、客演者、客、どっち出演者でバカやろって言ってで出演者でって、あっ、出演者なんだバカやろ、ふざけんなよって言われて,でって出,そう出演者ですって言って出演者なんですけどなんだけどおいふざけんなよてめえってで出演者で,で,であの電波そっちあんのかよって言わそう聞いた、俺電波、まず。 スマホの電波あんのかって聞いてさ、でも早く調べろこのやろ早く返答しろこのやろ今すぐに言ってはいはいでもってそしたらそしたらやっぱさあの時同じこと仙台の時とも同じこと携帯の端末によるバカだってな取り明度ってお前自分で考えるバーってそんなもんえあ AU とかソフトバンクとかなんかいろいろあんだろってそんななんかさなんかさそんななんか,なんか,な,んか,な,んかなんかさパケ放題とかなんかさテレテテテテ,テテテテレ放題とかさ いろいろあんだろ、バカ野郎って言われてさ。まあ、それはそうだよ。分かっとるわな、もう、バカ野郎って言って。ね、な、もう、すざけんなって。それでさ。で、で、そう、Wi-Fi はあんのかよ、Wi-Fi はって。Wi-Fi ってね、あんのかって。そしたら Wi-Fi、Wi-Fi ねえよって言ってさ。Wi-Fi、Wi-Fi あるわけねえだろ、今の時代にって。そう、言われて、Wi-Fi 何そう、前回あったんだけど、そう、仙台の時、Wi-Fi。Wi-Fi 書いてあったんで、地下に書いてイファイなくて、ワイファイねえ、ねねねねねねねのと思って、そう、ねねのかと思って、そう、ねえのとかって、ねえバカって言われて、そう、それで、ねねって言われて、そう、でも、でも、ちゃ、電波、そう、けどスマホの電波あるん、ちょっとあってよバカあるって言われて、そう、スマホの電波はちょびっとなんか人によってあったわってスタッフで、やっぱあったよバカ、早く、早く、早くさっさと演奏して帰るバカって言われて、うるせえって言って切った。そう、 あだから、なんか w i f i はなかったんだけど、地下2階なんだけど、地下2階なんだけどなんかスマホの電波は、なんかスタッフ、なんかあったみたいなことを、なんかね、そうそうそう、そうあ,あるある時はあるみたいな、ある端末はあるみたいな、だから分かんない、俺ちょっと、あ au なんだけど、ソフト,ンソフトバンク、ね、au なんだけど、いや、便器って言おうとしたら、お前、なあ、ソフトバンクの au なんだけど、そうそうそう、あ毎回オーナーへどっこなんのなんやねんってないか。 えち,ょちょびっと電波あるんだ。いや、こ,こ,れ,のこれの3分の1、たあのあのレースにねあの、敬語で話しておいたほうがやこれの3分の1、さっきの3分の1。こんばんは。うん。足りねえだろ。あんな話し方するわけねえだろ、お茶バカーつってね、<laughs> 早く演奏して帰ればっけやろとか言 <laughs> うわけねえだろ、お前。だいぶハウス側が。<laughs> フォーリミといつか対話しないんですか。あいつらしろよ、あのガキ本当にさ、フォーリミ好きなんだよ、俺。フォーリミいい曲あるよね。フォーリミね、俺ね、別にね、俺、俺本当に。 おい,い,いい曲ちょ、タイトル忘れてたけど、けど昔も言ったことある。フォーリミ。いい曲あるよね。フォーリミは。うん。ガキってすいません。うん。けど、フォーリミ、いい曲あるよね。うん、そうそうそう。いや、対バンなんてしてくれよ。は <laughs> もしてくれよ。好きなのいや、好きな曲あるよ。ほんと、ほんと、同じくらいの歳。え、あ、そうなんだ俺、俺。俺、え、同じくらいの歳なんだ。へぇ。まあいいやえ。まあそんな感じで、ちょっと、だから、電波がちょっとね、あるかは、あれば、です。うん。まあだから、現地。 当,当日、当日、当日ちょっと行ってみないと分かんない。だから当日ちょっとね、現地確認して、だから配信やる場合は一部からやるから、フリキャスで、あ,あの、何時から始まるんだ、教えろ。何時から始まるんだ、ライブ。ライブ何時から始まるんだよ、どうせ早いんだろう、土日だから。ねえ,え ?4 時え、ちょ、何、ど5時ど,などっちどっちだどっちなんでこれ4時、あ <laughs>、本当の教えてよ、5時、どれどれが本当どれが本当 始まる時間ライブ5時あ、5時,5時5あ,スタあ、ライブスタート5時あ、5時だったら4時45分ぐらいから始まる、始めます、ツイキャスは。4時45分から始まんなかったら、あ、こいつらはもうね、あ、もうなるほどねって、うん、うん、わかったよって、うん、うん、クソガって、思っといて。うん。何がクソガだよ。 こっちはやろうとしてさ、こんだけ自然にさ、ね、店長とさ、スタッフとライブハウス側と喧嘩してまでさ、聞いてさ、思わな。うん。マグかわいいけど、KP マナではって。おめえが聞いてねえんだろ、ミュートしてんじゃねえぞ、俺の配信。うん。俺なんか言ったろ、何回,何回トラフの話じゃねえよ。なんだか、なんか、なんかね。うん、まあいいや。 とりあえず、電波ありますように。はい。電波で。ボザロの曲ちょっと聞いてさっさと、ちょ、やばい。ちょ、やばい。ちょ、俺、ちょ,って俺ちょっと余裕ぶっこいて、自分にちょっとね、今、やばい。俺、だって朝5時起きるんだよね。<laughs> この後、配信終わった後すぐ寝れるわけがねえんだよ。だから俺、深夜1時かな。無理やり寝てもうまくいけば。うまくいって、それ。深夜1時。 いや、だから4時間ね、寝れたらいいけど、ちょっとな、OK、いやぁ、目ギラギラしちゃうっていうか、今やっぱ配信すると余計ちょっと目も覚めるしな、うん、いやぁ、ちょっと、髪型かっこよくなったし、俳優みたいだな、サッカー選手とか俳優みたいだな、イケメンの。 起きれるやろう、うん。無造作部屋ってやっぱかっこいいよね、俺。あんまりやんない、あんまりやんないんだけど、無造作部屋って。キノコ坊主しかやんないんだけど、俺。いや、マイスリーぶち込んでも寝れないときあっかんね。そのままラリーって楽しくなっちゃってさ、はぁーって、一人で。<laughs> あのほんと、マイスリー民菜飲んで眠れなくなるとき、ほんと、あれ、あれは楽しいんだけど、もうさ、ねえ。 俺ほんとにね、もうね、もうほんとに、むか、昔や、ほんとそれこそ20代初期で、やっぱさ、ね、いろんな、で、モノックにもかけたことあるよ。やっぱよくあるじゃん。これネットでも、お前らもあるの。で、電話かけちゃったりとか、もう全部記憶ない。うん。もうラリって、ラリって、へャーってんで、俺もさ、ラリってさ、配信してさ、ね、まあね、家さらしたりとかさ、やったじゃん、去年もさ。あははは。 だからそういうことになるから。そうそうそう。あけど、た、最高に決まって楽しいんだけどね、けどね。マイスリあるある。いや、でも、あ、これ、これ、ちゃんと言っておく。けど、本当に、けど、これ、反面教師にしてな。まだ、まい、民財飲んでない人、らい、マイスリ。お前ら飲んでない人、本当にラリって楽しい。いや、あの、本当に、これはこれで、苦しいから。うん、ちゃんと苦しさも伝え、伝えないと。これは。うん。いや、ラリーのは本当、ほんそう、いや、そう、ドラ、ドラッグと一緒だもん。ドラッグと一緒だもん。 ただドラッグもそうだし、ね、精神薬とかそういったね、あのー、ラ,リラリルような使い方するとかさ人もやるいるんだけどこれは本当にいいところあれば悪いところもあるからもう苦しいと,ところもあるからねうーん俺,俺なんか特に民剤とかさ飲んでさ、まあ、わけわかんない行動取ったりとかもさお前ら見てきてる通りもそれだけじゃなくてさ俺は翌日めっちゃくちゃ頭痛くなったりするのめっちゃ気持ち悪くなったりとか頭痛、まあ、酒と混ぜてたりするから。 そう,そういうのもあったりとかもあるし、まあ、二日酔いみたいな感じ二日酔いをもっとひどくした感じとか酒で,や酒でこんなやばいんだからやめ,いややめといて絶対やめときなとりあえず必要ない人は絶対やんない方がいい、うん、精神薬とかもそうだけどこれは定期的に俺昔から言ってる精神薬とかもそうだけど本当にね好奇心だけで、ね、あんまり踏み入れない方がいいよ、うん、もうだから下手したら、ね、下手したらってかね下手してもうまくい,いっても自殺するから。 うん、自殺するからそうそうそう、うん、自殺まで行くからそう副作用とかもそうなんだけど、うん、だからこれ俺いつも言ってるのは本来精神薬が必要じゃない人とかでもそういった面くり行ってねメンタルクリニック行ってまあやっぱ結構みんすぐお医者さんってもう10分とか話聞くだけでお薬どんどん渡すからそう精神薬すぐもらえるから。 でそんな必要ないような、ね、レベルの人がそういうの飲んでって悪化するケースって本当にいっぱいあるからでそれで自殺まで行,くい行った人って俺はだからこれももいつも言ってるあの俺は今までこの歴史上本当に1億人はいると思ってるまあ、自殺だけじゃないか犯罪者もそうだな自殺犯罪犯罪もそうだねうん犯罪もそうだと思う そう,そうそうそう。だからむ、まあ、難しいけどね。そこの判断ってね。うーん。難しいけどね。前進いて強いんですかこれの人による。人による。人によってはラムネって言うもんな。お前らな。く <laughs> 薬の効き方とか人それぞれだしさ。ま、いろいろ難しいんで、心このこ、心の、ここ心,のここ心のここ、心なんてなかなか語り合うとか。難しいからね。それは修了内科とか精神科の先生にしてもやっぱ難しい話じゃん。はっきりなんてさ。 ラムネって言うよ。だって、俺、俺の、俺の昔からお前らラムネってやつでしょ。こさんが飲んでる精神薬なんて、僕にとってはラムネだよって。ね大したことないよ、君とかさ。<laughs> なんか、謎の上から目線。<laughs> 謎マウント。薬 <laughs> 中なく、ただ、ただの薬中なくせにさ。<laughs> 単なる薬中自慢。<laughs> まあ、ラリって言からよ。頭おかしくなって言から、もうそういう。 えデパスラムネってバカにされたデパスとかってだって,だってもうアメリカとかでもう違法薬物扱いされてるんだよそんなラムネって <laughs> まあだからそいつが体勢強いんでしょ要するに薬薬は効きづらい人っているじゃん別に他のさ頭痛薬でも何でもいいけどうんうん悲しいわ頭の病気だえー、じいさんばあさんは症状が何い出やすいなるほどね まあまあ、とりあえずちょっと、まあまあ、とりあえず僕はね、やっぱね、定期的にこれは配信で行ってます、昔から。やっぱ、お、お、まあまあ、俺の影響でやっぱ飲むやつもね、やっぱいっぱいいるっすさ。昔からね、曲の影響で、マイスリー全部読めとか、いろんな曲も作ったし、俺はね。そうそうそう。だから一応定期的にたまに行ってます。うん。で、自業自得です、結局これって。自業自得だから。なん、どうなっても。うん、そう、好奇心で手出すやつは特に。うん。自業自得。 え、ワイ、uh, の面食いだってリーゼすら出してくれないのに。え、そうなの最初にリーゼ消費してまったときは、効き目緩やかって言われてよ。いや、リーゼなんて、まぁい,いや、残されそうだう、11話。あ、ちょ、っとボザロ聞こうわ、ボザロ。ね、ボザロのさ、ゴッチ、ゴッチちゃんもさ、ねー、あのー、ねー、なんかね、飲んでないのうん、飲んでる描写はねえのかゴッチ、ボッチ、ボッチか、ボッチちゃん。うん、後藤さん、<laughs> 後藤さんじゃん。 ご、ご、ごとうさんって言っいいじゃん。ごとさんなんでしょうけど。あじかんのごとさんなんでしょう。まあい,いや、ぼっちちゃんで、ね、ぼっちちゃん。ひとちゃんか、ひとちゃんか、ごとうひとご,ごとうひとり、とりちゃん、ひとちゃん、うつ病、うつ、まあメンタル、ぼっち、実は、俺ほんに、本当とに、ほんとに見てないから、なんか、そういったなんかうつ病みたいな、うつ病までいかなくても匂わせる描写もないの。なんか、うつっぽさを。匂わせる描写。うん、まあ見ろよって話なんだけどね。 見るよって話なんだけど見るよ見るよちゃんと見るよここまで話してんだからいつか空に見てないすごい名前だなって何お前知んないのめっちゃやってるよ今ごち,ちさーボサロそういうキャラではない感じえそうなんだえー、なんかすごいポップにへえのこさん見てたいや俺本当に見てないそういう感じじゃない、えー、小中学生あコミュ障であけどコミュ障ではあるんだ、うん、コミュ障なるほどね まあまあそういう、そういうのではあってもらいたいわな。可愛く表現されてるよ。まあ、それは女子高生ものだからね。うん。内気な感じではあるけど。まあまあ、それはそうです。それはそうしたら、それは大前提だろ。まあ、とわかりました。えーと、じゃあわかった。まあ、ちょっと俺は11時半になっちゃうから、そろそろ終わりしたいんですけど、ちょっと、えーと、風の歌ナウシカでも流すか。ね。ああ、これマジ名曲。うん。ギターが高いって情報しかない。 ぼっち,ちゃん行動が面白い、いやこれマジ、イントロからして神。いや、これ、イントロ、この曲さ、これさ、ちょっと子供は知んないかもしれないけどさ、10代の若い連中、おやすみなさい、お茶ばっかりやすい、若い人分かる10代の若い連中でも、風の谷直しかのボツになった、ね、宮崎平穂のクセ野郎がさ、あいつがさ、ね、気に入らないっていう理由でさ、これ、名曲だよね、これ、大好き、ね、名曲だよね、これ、そうボツ宮崎平穂にボツにされたの、あいつマジセンスねえよな。うん そう、これイントロ、イントロ素晴らしくないこれイントロの構成。え、これさ、分かる人分かるでしょイントロのこれ。ストリングスラン・ランから始まって、てん、てん、この、ここすごいよね。<laughs> 俺、このイントロからしてもう神だと思ってるもん。そう、ストリングス・ランから始まって、いきなりコのプン、プン、プンって切り替わり。 これすごいよ、イントロからしては神、うん。じゃあ、すみません、ちょっとょ今日ちょっとは、ね、早口でいきます。もうえっ、ー、と、ボザルは何だっけ一人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 ちゃんのこれが宮崎駿が激怒,激怒したっていうか、いや、つまんねえって,ってボスにした曲、あいつ、アホだよな。でまあ、俺、今年ねあの、お前はどうやって生き,生きるんだいってなんかタイトルの,、ね、あのジブリ映画見ますよ、に宮崎駿のね遺作になるかもしれないんで、二千0君たちはどうやって生きるか。 ね、うるせえよって感じのタイトルやけどまあ見ますはいファンタけどファンタジーらしいからね最後なんかあまあ遺作家とか知んねけどそのファンタジー作品らしいからねなんかハウルハウルハウル最近やったんだろハウルあのクソ映画なハウルなお前ら見たハウル金曜ロードショーでなあんなさ俺親父と見に行ってさ見終わった後さあのなんかさおや親父と二人で行ったもんクソあったなって親父と二人で見に行ってホテルハウル見てないよ見なかった な、大嫌なハウル。いや、違う、俺、音楽は好きだよ。いや、違う、途中まで好きだよ。正確に言うと、途中まで好き。なんでそんな言うのいや、正確に言うよ。途中まで好き。ハウル。途中まで好き。うん、世界観とか。途中までは、まあ、好きっていうか別に普通。普通。<laughs> うん、普通。途中まで普通。うん、普通。最後。最後がムカつ、ムカついたの。最後、カかし男がさ、ね、ピョンピョンって言って,て、え、ハウルハウルね、平和だやった ねえみんな、うわ、やったー,ーってな、なんか、頭おかしいやつできてさ、突然さ、かかしの男がさ、無理やり締めやがって、おめえどこにいたんだよってやつがいきなりかかし男が出てきて、お前出てこない今までいなかったやつが突然出てきてさ、あいや、無理やり畳みかけてさ、終わらせやがってさ、そう。カブ知らねえよ。そんなやつ出ていたいた俺わかんねえ。俺ちゃんと目開けて見て、見てたよ。いきなり出てきたじゃん、あいつ。なんか、あのかかし男。 ハオレハオレってお前誰だよってそいつがいきなりさなんかしいきなり締め上がってあそいつが王子様になったんだそ覚えたお思い出したなんか最後そういうのしかも王子様になったんだよパーンって王子様になって私と 私は王子ですとか意味がわからない意味がわからない意味がわからないもう私は王子ですって言って良かったですってみたいな意味が何なのあれラストだからさ宮崎屋はさやっぱさちょっとまあ千と千尋から無理やりすぎるんだよやっぱてかこれ前回もなんかライブハウスライブ配信仙台でも俺言ってたな楽屋で。 <laughs> 楽屋で俺、楽屋でもな、楽屋で話したじゃん。楽屋楽屋でもそうっ一体ハウルの悪口じゃないけど、言って言ったじゃあ俺,これ違う俺違う、本当に昔からこれハウルに関して言ってんだよ、千と千色も、セトチノも好き俺、ンと千色のは好きだよ。センと千色のは好き。うん。センと千色のは好き。でも、センと千色のは好きなんだけど、あれも最後が無理やり好き。あのさ、千ロがさ、あのさ、最後さ、あれ、どーれ、豚どれだ、豚豚はどれだ、あこいつだって、ね。あ、 おめでとうありがとうみたいなさ、あれ、もう何あれね、もうあれでさ、あ、大当たりぞ大当たりってさ、あれ、ね、もうあれで、ああいう、そう、あれ何だったのあれ何で当てたのあれ当たった理由もわかんねえさ、豚じゃなくて、あそう豚の中で、親、あこの中にはいないって言ったそうだ、黄色が、この中にはいないって。 あれは理由もわかんねえしさ、ね。うん。まあ理由わかんなかった。理由わかんないのはまだいいよ。理由わかんないのはまだいい。ご想像にお任せってことでまだいい。ただ、なんか、大当たりとかさ、なんか、うわーみたいなさ、ハウルもそうじゃん。うわーみたいな。ありがとう見てくれてありがとうね。お金払ってくれてありがとう。わーい、じゃあもう、ね、あの、締め切りとかもあったし、もう尺も、ね、これ以上映画作ってる余裕ないからもう終わりします。みたいな。ね。ああいう感じ。宮崎駿の。 な、あの妥協した感じ。それが俺は同じクリエイターとして、そう、締め切りに追われたんだろうな、みたいな。うん。同じクリエイター目線としても、そう、謎のやっつけ感、そう。そこですよ。うん。考えすぎいや、いや、考えすぎではないとは俺は思ってるけどね。精神薬改す宮崎駿はもっとできる男だよ。多分、やっぱビジネス、ビジネスに合わせたんだろうな、って俺は思っちゃうけどな。 だって宮崎やん、なんてもう大天才だよ。うん、アーティストとして大天才ですよ。あーん。だからビジネスに合わせたのか知んないけど、わからんが。俺は、俺は深夜わかんないけど。うん。うん、またジブリいじり芸やってるやん。深海キモい芸はやらんのか <laughs>。キモいよ、あいつ。な あいつさな秒速 5cm まではさよかったけどさねほん本来はあれがやりたいくせにさね君の名とかわけわかんない水星を落とすさ落として泣かせる映画をさねインスタ女子とかさインスタインスタ映えみたいなさね美男美女だけ出してさね本人そんなさ新海誠はそんなんさやりたくねえのにさそういうのが受けちゃ,けちゃってさねだからさもう不本意なものが受けちゃって複雑な気分だろうよ新海誠もうんゲイじゃねえやうんまあまあ ホスタまもらいや、ホスたまもら見ないよ。俺はもうちょっとホスたまもらバケモノの子と未来の未来でちょっとくじけたね。てか未来の未来でちょっともう、やっぱときかけがやっぱもう素晴らしかったからすごく、もう神、神作だったから、時をかける少女は、トホスたさんは。うん。いや、だってそういうこと、新海誠さんだって秒速とか、ね。 あ琴の葉の庭とかもいいんでしょ俺見てないんだけど。「すぜんは戸まり」あんまだった本ほんと俺見てない。あ、よかったよかったけどよかったって意見もあ、なんか、お前らリスナーなんか見たけどね。俺はまだ見てないんだけど、「すぜんは戸まり」。うん。のこさん、ちゃんと新作を見たの偉い。いや、見てない。すぜは戸まり見てないあ。未来未来だから見た。うん。ホストアもマ、ま、はあ、脚本自分でやり,り始めて終わった。あ、それなんかネットで見た。ね。あいつ、ね、ホストタ監督、あいつはあのあの脚本ね。そうそうそう、コンサートさんな。 ああ、うん、コンサートさんが亡くなったのはって、これもネットで昔か言われたよ。うん。ね。うん。千年女優とかな。いろいろ僕だって好きだよ。千年女優とか。パプリ,パプリカもね、あんま見てないけど。そう。鈴ずよ戸じまりほぼジブあそうなんだ。未来の未来はっとちょっとね <laughs>、未来の未来はちょっと、もう、まあいいや。もう、もう、あれはもうちょっとノーセンキューだったな、ほんとに。ほんとにノーセンキューだったな、俺。うん。のこさん眠れるかな。 眠れる眠,眠れるわけないじゃん、こんだけなんか顔真っ赤にしてさ、ねもうさ、興奮して喋ってさ、ほんとさ、バカずそうだよ、顔が。パウトブルーね、だからコンサート、えー、30分パプリカ、東京ゴッドファーザーズ、ズユーザー天才だから亡くなっちゃったじゃん、ねあ。未来の未来、赤いね。5時までやんねえよ興奮して。もう30分、起きとこう、映画館で飛び上がんなよ。あ飛び上がって何が悪いんだよ。びっくりさせる方が悪いだろうが、その映画館でさ。 ね、俺、昔、なんかさ、わけわかんないさ、なんかその洋画のさ、あの映画、映画小学生の時見てさ、すね、あのさ親父親父,親父とかと、親父と二人で、その時見に行ったの忘れてたから、親父と二人で見に行ってさ、ね、わけわかんないさあの、カエルが突然降ってきた、その映画、ドーンって、あの車運転してて、何気ないよ、なんにもない、なんかそういったさ、アクション映画じゃないよ、パニック映画じゃないよ、マグノリアだ、マグノリアとかいうさ、映画でさ、なんかさ、アクション映画でもなんでもない映画でさ、 ね、それでパニック映画でも何でもないよ普通のんかさなんかセ,ックスセックスシーンしか覚えてない冒頭のな冒頭で激しいセックスシーンが <laughs> それでそれでめっちゃうおーってなったの覚えてるそれとそ,それも覚えてそれとだからマグノリアは、まあ、見た人見てください激しいセックスシーンがあるんでマジでマジで勃起するほどのマジで男は特に見てください マジで、本当に冒頭の、めちゃめちゃ激しいセックスやんの <laughs>。で、それで、その終盤にね、そんなセックスするだけの映画なのにさ、車運転してさ、そしたらさ、突然さ、あの、窓にさ、ボーガーンってカエル降ってきてさ、そんなん、んいきなりだよ。いきなりだよ。なんの、そう、マグノリア、親子で見る映画じゃない。いきなり、そう、だから、かだからいきなり、いきなりでっかいカエル。そう、エルニーニョ現象。 エルニーヌ現象ってなんか魚が降ってくるとかあるじゃないですか。なんかそういったね、海外のさ、伝説の現象。魚が空から降ってくるみたいなエルニーヌ現象。そのなんか要するに、その動画が起きたみたいな。カエル、でっかいカエル、バーってなって、バーってなって、俺がバーって、びっくりした俺が。バーって映画館立ち上がっちゃって、もう、立ち上がっちゃって、で、びっくりすぎて。コメディじゃない、コメディじゃない。結構シリアス映画。 うん、でも、池けバーって来た立ち上がっちゃってこうやって。で、10秒、本当に10秒、10秒ぐらい立ち上がって、俺。そう、10秒ぐらい立ち上がっちゃって。そう、小学生、それでもうさ、それ以来さ、もうずっとトラウマでさ、ね、そのびっくり、びっくりものが。うん。もうだから、嘘つけって、お前、嘘つけって、お前さ、ふざけんなよ、本当なんだからな。あのさ、本当だぞ、これ。本当だぞ。お前、これさ、嘘だったら、お前、殺すぞ。なあ、お前、これさ、 本当なんだよ。お前、本当って、じゃあ、お前、どうやって証明するんだよ。なんで見に行ったのって、見たかったからだよ。俺が。俺が確か、親父か俺が。忘れたけど。うん。小学生、小学3年生とかも、本当に、小学生は嘘じゃないもん。<laughs> いや、本当嘘じゃない。<laughs> 俺が言ってることはほとんど嘘じゃないから、俺作り話しないからな。ちょ、待って、俺作り、作り他の話でも作り話しないからな、俺。マジで。うん。嘘のような本当のことってあるだろうが。なあ。 嘘だよな本当のことのレベルの話でもないだろ、別にびっくりして立ち上がるなんてさ、あるだろ、お前らねえのかよ、なあ、逆に。うん、パパに聞いてみよう。いや、親父もだってもう記憶喪失だから、多分覚えてないと思う。うん、そうそうそう。うん、3割は嘘だろ、お前の場合って。いや、嘘じゃないよ、ふざけんなよてめえ <laughs> ふざけんな、1割だわ。うん、立ち上がうん、ちょっと盛るとこあるけどね。そう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 。 ままあ、まあ、とりあえず感情性すごいっていや感情性とかじゃなくて、やっぱ俺びっくり系がね本当にねそれ以来本当にマジでトラウマになってそそそうそうそううなんかもうさバイオハザードとかもダメだしさねバイオハザードとかドーンとか犬出てくんじゃん、ワンってね本当にさ、ワンワンチャンびっくりさせようと思ってもうねちょっとねホラー見ない見ないだからあんまり見ないホラーもびっくり系多いから。 うん。いや、ー、ホラー映画はね、なんかね、やっぱね、これ、これ、もう会員に対し使、ね、で話はこれバカなんだぞ。結局、あの、リングがやっぱね、貞子がやっぱ思考だよな、リングがな。うん、ホラー映画。リング、リング、リング、リング。うん、もう未だにだってアマゾンプライムで最近もなんかさ、見たんだけどさ、未だに俺もうこんなんだもん。あれ貞子、テレビから出てくんの。あれもう、あれ名作だよね、やっぱ。リングはあんまりでしたうまいさ、強がるなよ。な。 な名前の後にヘビのさ絵文字まで使ってな強がるなよリングがあんまりでしたってお前そんなありえないってリングはいまだにトラウマねいやリング怖くない人ってお前心臓どうなってんだよびっくり系いやびっくり系ともちょっと違うあれは結構ガチのホラーホラーだけじゃなく日本映画の名作でしょあれ俺はそう思うようん日本映画の名作うんどうしても怖いとかは目伏せちゃうのあるあるそう俺もうん さあ最後、薄々怖い絵が見ない。井戸とロングヘアっつ世代だし、毛生えてるかもしんぞ。うん、怖かったら、リンクあんまりだよなって。なにジャパニーズホーラー怖いよ。ね、とジャパニーズホーラー怖いよなっていうか、ね、あとさ,さ、アマプラで改めて見て思ったんだけどさ、見えない。 <laughs> あの暗すぎる日本の映画ってさ、あの、ホラー映画って、暗すぎないあれ、映画館で見てる人見、見えてるの <laughs> あめわかんないけど、俺あ、スマホで見てるか、かわかんないんだけど。なんか、暗すぎて、何か、あ、なんかそういう映画てさ、あのさ、ヨガでもあったんだよね、なんか他の映画でも、なんかさ、なんか、なんか忘れたけど、タイタニックだっけタイタニックかなんか知んねえけどさ、なんかそういう映画あったんだよ、昔、なんかアンプラで、他の映画でも。何が起こってんだかわかんないみたいなさ、パニック映画でなんか、なんかあったんだよな、あの。 なんかあったんだよ、パ、パニック映画で。B 級、B 級パニック映画かなんかで。暗くて何が、ギャーとか言ってんだけど、真っ暗で。そう。なんか怖さを演出したすぎて、真っ暗いすぎて、あの、全然何が起こってかわかんねえの。暗くて。もぞもぞしそう。あれ、あれ、あれ,あれさ、ちゃんとさ、出来上がった後にさ、社会してんのかよって思っちゃうね。あれ、な、演出、演者、なんかさ、出演した奴らとかさ、監督。<laughs> 見えてよってビレ,アビレアウィッチプロジェクトだとか真っ暗それはけどビレアウィッチいやビレアウィッチじゃないビレアウィッチプロジェクトって俺見たことないけどけどあれってけどさヒーオーマイガーオーマイガーって言ってるああ言ったそれはコンセプトありきだから別にそれでいいんじゃないの俺全然そういうコンセプトなきの普通の映画でエイリアンみたいななんか B 級エイリアンでは B 級じゃねえけどなんか B 級パニック映画だようんなんかそう日本のホラー映画でもけど確かになんかすげえ暗い暗くて何が起こってか分かんないのあるよねあれあれわざとなのかなうん 本来真っ赤な中で大画面で見るのが映画だから。あ、スマホで見るなってことだからスマホで見たからかな。ミッドサマーって見ましたかって知らねえよ、お前。なんかそれなんかもう最近も配信で言われたよ、ミッドサマー、ミッドサマーって。これ昔から言われるんだよね。この話するときにミッドサマー、ミッドサマーってさ、どうせエッチな映画だろうな。エスターの前に出ないって3月何エスターって。エスター、エスター、エスター、エスター見たい。エスターはリアルだからね。違う、エスターはリアルエスター事件を調べてよ、みんな。リアルエスター事件調べたうん。 ちょっと最近会員限定配信でなんかさ陰謀論とかまあこういうはデーモンコアの話で盛り上がったんだけど <laughs> これも <laughs> これずっとこのまんま残して <laughs> デーモンコア <laughs> デーモンコアでもうこういう話とかそう都市伝説の話とかすげえ偉い盛り上がってそうデーモンコアもこれもねまあ面白,面白いっていう言,い言い方はちょっと違うんだけどこれも止まらないよねこう,いうのねそう残してあのさちゃんうな,なデーモンコアじゃなくて何だっけあれデーモンコアじゃなくて な,なんだっけ今、今、今、今俺が言ったやつ。今、お前がミッドサマー、ミッドサマーじゃねえ、エスター、エスター、リアルエスター事件ってあれ、これ、ほんとマジ怖いんだよ。リアルエスター事件。これ、これ、これ、ツイキャスだけど、何回か話してるもんな。リアルエスター事件って、これ、画像出てくっかんね。これ、リアルエスター事件、これ、みんな知ってる映画、映画になるの。じゃあ、映画になるのじゃなくて、映画の元ネタ、え、あー、違う、元ネタでええ何でもいいや。とりあえず、リアルだよ。リア映画じゃん。エスターは映画じゃん。 人形あ人形もちょっとこれちょっとフリーキャスでも人形あとでほらエスターは実は2020年最新これこれこれねこれ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 ,これねこれマジでねあのねすごいねこわ怖い怖い事件なんですようんリアルエスター事件は 映画エスターに非常に似たよく似たエスター実話としてあげられてる事件ってことでえっと要するにあのまあこのエスターねこれが映画ですねこの子どっかが変ですええっとえーっとそれでこれああ何でもないえーっとあこれ、はい、今のは何今違う今の何で今の違う違うよ今の,今のは違う今,今のは自然ビデオ ナチュラルネイチャービデオだろお前ナチュラルビネイチャービデオがちょっとなんかう運営さそうですこれ写真まで撮ってくかねああセシアカイザだスすはいえー、っとこれあのバーこれほん気をつけばバーネット夫妻っていうねこれこ会こ現実バーネット夫妻ウクライナの少女を引き,引き取るこのバこの夫妻がウクライナの少女を引き取る容姿でこの子引き取るんだけどこの子が 中身これ何歳これ確か21歳とかなんだよねそうこの子が21歳とかなんだよそううんあじゃあ,じゃあ,じゃあ 8, 8歳って言ってて違う8歳って言ってたんだけどあ8歳って言ってたんだけど8歳って言ってたんだけど14歳以上うん十四歳以上何歳か分かんないでもってさっきの子がおいそのさっきあ預かったおじおばを殺そうとしたの殺そうとしたの これそれがリアルエスター事件これリアルの事件ですナタリアンが狂気の行動で夫婦を殺害しようとしたこれ見た目だから8歳って偽ってて中身14歳以上だから21歳うん21歳の可能性もあるそうそうそういやこれ怖いよねそうそうそうあこれほら22歳だ 裁判,裁判して22歳そう22歳だと認められるいやこれすごい怖い事件だよねうんその実話だったのねその狂気性もさ含めておじおば殺されそうになったっていうねうん見,そう見えないじゃんうんでもそう22歳いやこれガチで22歳ガチでガチ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 裁判所でガチ全部ガチだよお前らお前がよから世にも きじ小説は事実よりも木なりと言うだろううんしょしじ事,実は小説より事実は小説よりも木なりって言うだろうまさに <laughs> まさにだよいやーこの事件怖いねうんあとは人形な人形人形なんだっけナターシャだっけあの人形こいつは巻きずししようぜ人形 人形なんだっけお前と今配信中でちょっと頭あえがダブルピースになってるからちょっとアナベルだアナベル人形これも映画になりましたね皆さんあのアナベル人形もね映画見ました今はやりましたよねうんこれ映画うんこれアナベル人形資料資料館のこれアナベルそれ知らない2014年これちょ,ちょびっとなんかしなんか流行ったよねこんばんはこれけど元ネタあるんですよ元ネタ こ,んばんはこれ元ネタあるんですアナベルにアナベル人形元ネタがこれですこれがこれはアナベル人形の映画見ました映画の方は元ネタがあるのけど映画見た人はけど元ネタあるの知ってるっしょこれ死者も出たアナベル人形の話これ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 がこれやっぱ俺いまだに見るもう見るたびに昔から見るたびにゾクッとするこれこれ海外の海外のあの博物館みたいなところで封印されてんだよ封印されてんのうん 封印されてんですこれこれがこの,この人形が夜ですよこの人形があのね、あのー、50年前とかにあのね動いたりしてそうそう動いたりしてそうそうそう動いたりとかしてなんか。 そういうい不吉なこ,この人形の持,ち持ってた人は不吉なことが起こったりしてでこの人形バカにした人とかがあの死んだり交通事故であったりとかいろんな逸話がいっぱいあるのだからこれ封印されてるんですはい、うん、封印されてるんですこの人形、うん、封印されてるんです、えー、これここ「Do n o ノットタッチ」って「絶対触るな」って「絶対開けるな」「絶対触るな」って書いてあるのこれ英語で。 絶対開けんな。絶対触るなって。でも一応これけどね。あのどっかあの海外の。まあ、そういったあの博物館かなんか知んないけど、そういった場所があって一応見,見に行けるんだよね。そう。一応展示はされてんの。そうそう、そう、うん、見るのはいいの？見るのはいいんじゃん。まあ俺たち見てるからな。俺なんてもうね。16日見てるからな。行きたくないよ。のこさん行きたいって行きたくない。 うん、金100万もらったら行くき行きたくない基本的には100万だな100万実際ちょっとやっぱ画像越しだからまだいいけどうんうんで他これロバートねあと他に人形ありますロバートロバート秋山じゃありませんよロバートロバート人形人形って結構調べてみ人形結構人形にね あのうまつわるねこういう話ね海外いっぱいあるからロバートこっちはバカにこれお前らバカにすんなよロバートのことロバートはやばいよお前らこれコメントで最初に言っとく絶対バカにすんなコメントでもコメントでも絶対バカにすんなよ絶対バカにすんな分かったかこれだけは言っとくぞ、うん、YouTube でこれ録画見てるやつもバカにしたやつはあああちゃんと謝れよ 謝れば許してくれるっていうのもあるからロバートうん謝ればロバートはまあこれもまあそういったいろんな逸話があってそういった感じでロバートは優しいのかいやロバート優しいですこれこれが実際のロバート人形ですはいんでこれこれこの写真ねこれも展示されてるんですよはいバカにしたいと思ってごめんなロバートうん ロバートごめんね、はいうん、心の中でもそう思った人はすいませんって言っときなあのけどこれこれこれもあのどっかアメリカのあのなんかどっかあの、ね、港町でそこの博物館みたいなとこで展示されてんのんでこれはあのいっぱいこれファンレターみたいなのあるんだけどこれ全部謝罪文なんですよこれ全部謝罪文なの謝罪の手紙なのこれなぜかというとこれはロバートのことをバカにしたりとか見たりと見,た見たから 見てバカにしたりとかした人のそういった人たちが実際不幸なことが起こったから蹴り倒したいって言ってごめんなだから本当にお前みたいに言った人が不幸なことが起こったから謝罪文がめちゃくちゃこの博物館に届いてこれが全部そううんだからうんそうですよしオッケー任務任務完了オッケー はい、じゃあ続きは続きはあなたが調べてください続きはあなたが調べてくださいいや俺も酔い冷めちったいやー怖いねいや結構マジ怖いねうんタチ悪いっていや世の中いろいろあるからオカルト普及いやオカルトって言うけど結構やっぱ世の中信じられないことってあるよ俺もそういう経験してるしうん そういう経験きっかけで俺森塩も始めたしな。去年な。うん、森塩もな。俺はこれ会員限定配信ではね、あの、はっきりとは喋ってないけど、俺も去年とんでもない経験したんだよ。人知では考えられない経験したんだよ。俺も。なんかをい、そう、言い当てられたの。うん、俺は。うん。フリキャスでは、フリキャスではあんまり話した。 話してないけど。去年、去年おととしだね。去年おととし。去年かおととしだね。だ、もう出会って、その人出会って、だって、初めてだよ。初めてその人出会ってさ、もう5秒で言い当てられて。自分のこと。もう、<laughs> 誰にも言ってないこと。誰も知らない。俺にしか分かんないこと。レベルの話、ことビビった。 あれは本当にビビった。もうこれはちょっと俺はもうどこで出会ったとか誰がとか言いません。まあファンで、俺、うちの新生観音ちゃんはファンではないことだけ言っとく。これは、新生観音ちゃんはファンとかじゃなくて。まあとある場所で出会ったんですけど。そうそうそう。で、その人って、あの、占い師とかじゃないんだよ。普通になんか、あの、働いてる人。うん。 でもまあ、とりあえず、まあ、俺は、もうね、うーん、ほんと血の毛引いたね。<laughs> あれは、俺結構、スピリチュアル系ってやっぱ半信半疑なとこもやっぱさ、あって、それまでね。まあ今でもあるよ。今でも半信半疑なとこはちょっとあるよ。でもやっぱ、やっぱ去年、2年前、あの経験して、やっぱ、 陣地を超えたことはあるんだなって監視とか盗聴されてとかだからさ何言ってんのもう本当にだってその人も俺のことも知んなか,んなかったんだよちなみに俺のことも知んない人だようん俺の俺のことも知んなくてその場であまあんかあなんかあな,んかないねたまたま会って出会って5秒でい合ってられた 言い当てられたこともちょっと言わないけど、言わないけど、ちょっとね、俺ね、そう、ちょっとね、血の毛引いた。<laughs> <laughs> まあまあ、でもまあ、本当にやっぱそういうのってある、あるんだなとは、まあ、とりあえず、なくはないってことは、俺は、そこ、レベルではあるんだって思ってる。うん。みんなもそういう経験ないこれ、ここでも、 けどこういうおマジで陣地を超えた経験うんないあないあるある森塩したらんか変わったいや変わったっていうか一応避けられてるはいるんじゃんうん避けられてはいるんじゃんそういう悪いことはその人に言われたね、うん、あるっちゃう、うん避けられてはいるんじゃん野呂さんと将棋する夢見た <laughs> お前それハブハブ名人とあのあれだろ羽生結弦の あの、最、最近の試合見たからだろうが、てめえ。なあ、ハニーユーズが勝ったな。藤井聡太か。心臓止めたことならあれ。<laughs> うわ、犯罪者。<laughs> 心臓、心臓止めちまったおゃん。ごめんね、他のコメントはちょっともう。なに心臓止めたことある。<laughs> なんだお前。殺してんじゃねえか、一回。 そ,その後すぐ蘇生させたってこと <laughs> ちょ、待って、なんだそれ手術ってこと手術ってことえ、外科、外科医まあいいや、ちょっとごめんね。うん。違うよ、そういった外科、なんかそれ、結構科学的なことでは、あのな、達しないことだよ。科学的なことでは、あ、あのー、達しないこと。めちゃくちゃエロい AV に出会って気がついたら、はったことあるわ。 気がついたってさ、あ、その時がね、飛んだってことね、めちゃくちゃエロすぎて、そんなよくあるだろうな。自分の、分俺気づいたら 7, 7時間たったもん、こうやって、8時間とか、バンジーゴムで、そして1回、まあいいや、うん、まあとりあえずある人は、やっぱあるよ、いや、あるんだよ、あるんだよ。まあこういうこと言うと、ね、 野こさん、なんか、これやっぱネットとかでさ、昔からこういうこと言うとさ、野こさんなんか、ね、大丈夫かなとかさ、ね、怪しい宗教とか怪し、なんか怪しい感じになっちゃうのかなとか、じゃ違う、それとこれとは別。別、また。うん、別。うん。えー、現状こうやう、これ、漁師のもつれ的な人、何、漁師のもつれって何言ってんの、お前。<laughs> お前、怪しいな。なんだ、漁師のもつれ的な人はいるって。なんだ、お前。 人間が漁師に見えてんのかそのなんか漁師って難しい言葉使いあってしかも親戚は臨死体験してましたそういえばそういえばああ臨死体験とかなるほどね俺だって別にそんな浮いたことあるよあれなんだポルターガイストだっけなんだっけ何つん,んだっけあれ浮いて自分をあっあれ俺いるじゃんみたいなあれっしょうん臨死体験みたいな,、うん、なんかそうそうそう,そうよく浮くよね朝原翔子みたいにねはい <laughs> 中華街の占い屋さんでプライベート全部当てたるときはびっくりしてるかあああ リアルだねそういうの中華街の占,占い屋さんってまたワードがなかなか、うん、リアルだね、うん、全部プライベートいそうそういうの俺もそうなんだよもうプライベートなとこなんで俺も言い当てられたのもうビビるよななんかよくあるあるのことじゃないんだよだから俺も経験したのよくなんか誰に言っても当てはまるようなことだったら誰でもなんかあ,あ,あったりすたりするじゃんねっ あなた、まあ、明日、アイスクリーム食べますね。食べるかもね。みたいな、そんなレベル。ね。そんなん誰だってあるかもしんないじゃん。そんなんじゃなくて、マジプライベートよ。うん。まあ、具体的。まあ、具体的、ああ、まあ。まあ、具体的って言ったらちょっとあれなんですけど、まあ、めちゃめちゃ具体的までっていうわけでもないんだけど、まあ、けど当てられた子たちです。うん。ん超具体的っていうわけではないけど。うん。 アバウト、アバウトな感じでも、ファンでも知らない情報で当たり目だろい誰も知らないファンも、ファンも知らない誰も知らない俺しか知らない俺しか知らないよ、世界でもうん、そんなんが当てられたうーんとさーってなったよ、だから俺。さー親父も知んない、親父も知んない。もう、さーってなった。さーってなった。性癖ペラジマコイ。いや、これね、知うんで、俺言いたくない、言いたくない理由ね、ちょっと、 結構いくつかあって、大体100個ぐらいあってさ、俺さ、やっぱさ、こういうのってやっぱ、あんまり言うもんじゃないって思,思ってるとこもあって、絶対ペランのやめとって思ってて、そう、会員限定配信でも絶対言ってないし、もうそう、わかんない。こういうのって言っちゃ、なんか言うのも、なんか悪くなりそうじゃん。そう、悪くなりそうじゃん。なんかさ、そう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 ,そう、何系 スピリチュアル系だよ何系って言われたらスピリチュアルだよ悪いかおいスピリスピ系で悪いかなあラリッても言わないのか言わないラリッたって俺「進撃の巨人の」のねタイアップ決まった時ね1年間黙ってたもん肝心のことは絶対この人ね言わないっす自分のうちにそう止め止めときたいオーラ写真撮ったことある オーラ写真ってなんだようん。オーラ写真ってなんだよ人玉か。それ配信でやったじゃん。ツイキャスでさ。な、7年前。な、うん。全員超仏、超物だなんだっけ俺の合言葉の時の。心霊探偵配信、配信よくやったんで、昔。7年前。あ、精神薬改ざんす。なんだっけ全員まとめて、小田仏だって、合言葉で。精神薬改ざんす。 出ていけって言われたやつ、え何が出ていけって。俺ら言われたっけなんか。あ、精神悪これ,れ、連打かなありがとう。青春連打、ありがとうね。えー、タイプ決また1枚だね。えーみた、みんなあ、みんなまとめて,ジョブってっ、成物、あ、ま懐かしいから、もう10年、もう8年前とか9年前だもんな。そう、だからそ、そういう、その時に、あの、オーラ、オーラ映ったじゃん。俺、な、うん。ね、そこ遠くのさ、ねあ、明かりをさ、映しただけなのにさ、な、お前らさ、バカだからさ、うわ、お、 オーラだ人玉だって言ってさ「うわ」ーってみんなコメントで「うわすげーってねオーブだオーブ」そう「オーブ」「オーブ」って当時呼んでたヤバすぎだよなこいつらな「うわオーブが映ったオーブだ」って遠くの明かりねうわオーブ3つ映った3つ映ったみんな結構信じてるやついたもんなうんいやあれね多分ねガチで信じてるやつもいたよ あの、幼稚園児のリスナーとか <laughs> いやいたいたいたあれ,あれ何人か23人ぐらい,いたマジかマジマジいたいたいたほ、うん本当に怖がったやついたもんうん明かり明かり,あかり,あかり今だからネタバレするけどねミスターマリックみたいなもんだよな楽しませたからエンターテイナーとしてなミスターマリックだよなミスターマリックねトランプマンとかね あ,あこれ若いやつ通じねえか今の若いやつだったらなんだマジシャン若いやつにマジシャンなんてねえいねえかテジナーニャ <laughs> テジナーニャだテジナーニャみたいなもんセロセロって何ドラゴンボールのやつじゃんセロって何まあ、いいやセロだよセロってバ,バンドしか知らないとデーモンコア調べてきましたあデーモンコアねあデーモン 12時になったからちょっとボザロ聞いてもうお会いするわちょっと本当にやばいちょっとこの話ちょっともうデーモン・コアの話とかどんどんあのもうだから前回デーモン・コアのさあの話してさあのこの世界このね人,人類史ってあのさ空白の10万年があるんだよ空白の10万年がはいロバート人形ちょっと消そうこれ空白の10年間って知ってるはい お前らどうせワンピース、ね、読んでるバーカーはさ空白の100年とかずっと言うてるんだけどさ人類史に、ね、ホモ・サピエンスが最初誕生したじゃんホモ・サピエンスが、ね、ホモ・サピエンスが誕生してそっからそっからの10年間10万年間知らん10万年間空白な10万年間のこれだからちょっと見せます今は空白の30万年だったらしいよ じゃあ30万年なんだ今はへえとりあえずじゃあ人類史の空白の10万年はいこれねちょっと画像画像で見せた方が早いわ画像画像ではい画像でちょっと見せた方が早いこれ画像でちょっと見せた方が早いんだよ何にも進化するアクエリオンの話アクエリオンとかお前10代のしか分かんねえだろ30代に分かるようにお前はちょっと言えやドラゴンボールでやうんアクアクエリオンって 1>, 1億年と2,000年前から愛してるーかあの曲いいよね名曲だよな曲は知ってる <laughs> はいこれ俺たちが生きてる時代これね俺たちが生きてる時代これ。 インターネットちょっと見づらくてごめんねインターネットで俺たちが生きてるまあ近近近近近時代近現代うん近現代これまあキリ,スキリスト誕生とか,かうっすら書いてあるの見えるでしょキリスト誕生とか産業革命とか産業革命とかこれが俺たち、うん、まあ俺たちって言っても俺たちここなんだけどまあさまあ言ったらねもう,もうホモ・サピエンスから原始人の頃からしたらこんなもんなのよ俺たちうん。 そうキリスト誕生とか俺たちここねほんでホモ・サピエンスここです見て最初ホモ・サピエンスね生まれてからのこっからここ謎謎の30万年30万年なんだ今な10万年から30万年ここここが空白なの人類史人類史ここだから俺たちがトカゲ人間かもしれないそれ陰謀論だろい ワンピースかか古代文明かだからなんで空白ってわかったの何で空白ってわかったのってうるせえんだよなあだか、ね、細かいこと聞くな。でねあのどういうことだだから要するにホモ・サピエンスが生まれてこの10万年間の間だよこの間に我々人類は実は3回絶滅してる説あるのこの地球で核戦争で核戦争とかで。 このの万年の間だからこの見てよこっち俺たちの近現代これでこれだよだからこの間にうん3回3回ぐらい滅びてる説あるの絶滅してまたどうやって生き返ったのってなんて魔法となえたに決まってんだろうがドラゴンボールでよ何言ってんのお前絶滅って言っても恐竜とかがいるだろトカゲとか恐竜とかそれが人間になったんでまたうっせえな細かいこと聞くな。 たたった3回10回でもいいよ「進撃っぽい」ああわかる「ラピュタ」まあまあとりあえずそうそう漫画とかっぽいっしょでも本当にここ謎なんですよ10万年がマジでうんでもって俺たちこのあとこのあとまあこれ3回絶滅したとしたら4回目が来るんじゃないかって言われてるそろそろまた核戦争ねき最近きな粉臭いじゃん。 最近戦争戦争で,です、ね、第3次世界大戦核戦争起こるみたいなきな粉臭いじゃないですかまた絶滅するかもしれないうんそうだからくまた空白そううんいやこれこれもだからこれこれも事実だからね事実だから面白くないフィクションじゃねえからボッチャロックとかねあのアニメとかじゃないからさジブリとかさ「風の谷の直し下」とか アニメとかじゃなくて事実だからねうんクソ繰り返してんのかもね事実だからねそうだよそうだよそうだよ面白いでしょすごいでしょねこれなんて調べて出てくえこれなんて調べて出てくるえ空白の10万年間うんそのままで歴史は繰り返す面白い人類はやり直ししてるのだからその説があるわけ もう回ぐらいあと宇宙人の力借りて宇宙人の力を借りてやり直し施設あるシュメール人とかもさここら辺にいたんだよシュメール人とかもシュメール人って知ってる俺俺シュメール人の末裔って昔から言われてねえシュメシュメール人シュメール人ドラえもんのタレントシュメール人とドラえもんのタレントとあの えっと、人類は月に行ってない。これが最近配信でもう,もうずっと話してた。もういっぱいひょんひょろ。もうやめろ。やめろ。まとめろ。まとめ、ちょ、ダメだ。ちょ、何がいいんだろうな。この中だったら。人類は月に行ってないってどう思うバンアレンタイ。人類が月、そう、前沢さんがさ、前沢がさ、そう、 DJ 青木をさ、とかさ、有名人連れてってさ、今度月行くんだよ。何年後何年二年後とか。これ陰謀論って言われてるよね、これね。月行ってないって。行ってないって。行ってないとか。お前、陰謀論信者とかさ、ネットでさ、ね。俺は結構やっぱ月に関してやっぱあれね、ソ連と争ったじゃん。ね。そうそうそう。なんでよ、別に変えた <laughs> 前沢、金くんなかったから。<laughs> あの野郎。 え、まあいや。行く時はないよ。普通いやだから前澤けどそこだそこだけはね。まあいいや。とりあえず俺は陰謀論とかなんか言うけど、だから月ソ連と当時50年前60年前。どっちが先に月面着陸するかって争った時代があったじゃん。中卒のお前らでもわかるだろな。争った時はソ連とさロシアとソ連とさ。アメリカがどっちが先に宇宙宇宙宇宙対決。 宇宙ロケット対決バンバンン飛ばしてでもやっぱそういった時代だったからこそ,こそ,こそさあとねこれさインターネットで見たんだけどさねアメリカが先にさあのアームルイア・ルイアームストロングスが月面着陸してそのそれは実はだから言わよくネットにも考えてるけどなんかね撮影スタジオで撮ったみたいな <laughs> 旗がなびいてねえじゃねえかみたいな。 旗がなびいてねえじゃねえかみたいなさ、実際なびいてないみたいなね。そう。とか、あ,あと、あと、スタンリーキ・キューブリック、スタンリー・キューブリックが取ったって言われてる。そう、キューブリック、そう。スタンリー・キューブリックが取ったって言われてるよ。あの、いろんな説あるよね。か、そう、あと、帰りどうしたのか謎だよね。そう。だから、まず、ガソリンがないっていう。ガソリンが足りないでしょって。そう、燃料。そう、帰り。行き、行き、生き、いけても。そう、燃料。そういったこともあるし、あとは、あとは、 あのー、バーレンタイそうバーレンタイというものがあるんですよ、12時過ぎたらうるせえ、どうでもいいんだよ、バーレンタイそうここでバーレンタイの話、これちょっとみんなわかんない人いっぱいあるんで、これね、バーレンタイちょっとねあの、調べますけど、バーレンタイあのバーレンタイっていうのは、これはですね、あの、あのほら、もう、サジェスト汚染されてる、ね。 神聖かまっちゃん僕のように俺だったら逮捕とかね引っとか色々、ね、いろいろねありもないこと出る,出るようにバーレン隊危険とかこれけどさあのさバーレン隊危険なのはこれ事実なんですよ。はい、事実なんですよ、はい、バーレン隊っていう月に行くにはまず説明すると月に行くに地球,地球から月に行くにはもう結構かなり遠いんだけど。 そう前澤さんがね前澤前澤があの前回いいや,やったのって去年やったのって全然もう宇宙旅行って呼べる代物じゃないんだよまあ、宇宙に行ったら行ったんだけどほんとここら辺なんだよここら辺地球からこれ地球だったしこれ地球これ地球ここら辺なんだよほんとここら辺月なんてもっとここら辺なんだよ、うん、前で前澤はなんかまたね行こうとしてんだけどそ,それはすごいなんでかっていうと月まで行くのにまたね バン,バンアレンタイってのを通過,通過しないといいけないのバンう場所がね放射能がめちゃめちゃあんの放射能がすごい放射能があんのめっちゃあれは体がやばいようんそう高いエネルギーのプラズマ量子まあいろんな,なんか難しいこと書いたんだけどそうだからそこ通ら,なく通らないといけないわけ。 だから前澤もさ今度行くって言ってるんだけどさ大丈夫なのってちょっとね俺は心配なんですよ本当にね前澤ああガイガーカウンター壊れそうあのいや絶対無理やんって言うけどちょっとあのロマンだでもだからわかんないんだけどとりあえずそのねバンレン隊っていうものを取らなくちゃいけなくてでもって今んとこ月に行ったこと だからね、一応ルイ・アームストロングスとかがあるっては言われてます。まあ言われてますって言ったら歴史的には、歴史の教科、歴史的にはね、ね、うん、アメリカがね、もう月面着陸してるっていうことにしとこう。うん、でもまあまあまあ、一応俺たちはもうさ、陰謀論信者だからさ、そこら辺は信心信じてないわけじゃん。いまあ、いつ陰謀論 <laughs> ってわかんないじゃん。まあ実際だからさ、俺はだからそこら辺半信半疑なの。俺はね、俺は半信半疑なの。ね。 俺はでねあのー、やっぱ月に行ってないってことだとすればさ今んとこ月に行ったことあるやつっていないのいないんだよいないんだよいないんだよ月に行ったことあるやつあのロボットしか行ったことないのロボットしかロボットしか行ったことないんだよロボットしかうんいまだにいないんだよだから 下手したらだから前澤さんが本当に初になっちゃうかもしれないアメリカのやつがねあれはあれが、ま、仮に仮に仮にデマだったとしたらね仮にアメリカの月面着陸でデマだったとしたら前澤さんが初めてかもしれない、うん、ってこと、うん、言うのかいうるせえマジかなんとそういうこといやだからまあけどそういうことだよいや前澤はけどねいやほんとそこだけは前澤さんって言わしてもらう前澤さんすごいよ、うん、げだからバンアレン隊とかさこのねめちゃめちゃ危険な場所通る 通る、ね、とかリスクめっちゃあんのにさあんだけ金持っててさねあの 3, なんか3万円ぐらいなんか持っててすごいよなめちゃくちゃ金持っててあの挑戦する勇気はだけは俺はすごいと思ってるよ東京、うん、あの時はやっぱさすが元バンドマンね、うん、前澤さんも俺もね同じね柏柏のバンドマンだから前澤さんもともとバンドマンなんだよ柏。や、うん、やっっぱぱそこら辺はやっぱ そこら辺はねすごいと思ってる前澤さんマジでうんまあまあだからねそう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 うんまあ本当にいくかわかんないんだけど本当に行く,くんだとしたら本当にうに、ん、まあだからでもバーレン隊ってとこを通るんだけどそうだからねだから通るのもそうだし燃料もどうすんだって話もあるし燃料年の前まあとりあえずこれあとあと NASA そうなななにそう NASA これ NASA がねあの NASA がだから NASA もねあのねチートチートチート,チート技術がないとさほんとさ当時の50年前60年前の技術力でさたとえアメリカとは言え天下のなあ技術力とは言えどないけんよって思っちゃうけどね俺はね月までね50年前6年前までねうんまあこれも分かんないけどね実際行ったいったいった,たか 言ったって、ね、歴史ではそうなってるし。インターステラー大好き、泣いた。泣いた。ボロ泣きした。インターステラー、ボロ泣きしたよ、俺、あれ。超大好き。うん。ノコはいつ行く絶対行かねえよ。行かねえかねえ行くわけねえじゃん。 宇宙なんか行きたくねえよ。俺はインターネット空間の中に行きてんだよ。早くインターネット空間の中でさ、メタバースじゃねえけど、なんかそういうの、インター,空間インターネット空間の中だけで、ね、あの 3D ホログラムでさ、お前らのスマホの中でブーンって俺が浮かび上がってライブさせろや。な家から、家からさせろ、家から。マトリックスを早くさせろ。早く、早くさせろ。早くさせろ。ああ、そう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 。あまあまあさせろ。 うん、そうそう。それも多分、2000、もう、あと5年、10年以内に来るんじゃないって俺は思うけどね。うん。結構、やっぱそこら辺のね、あやっぱ技術力もね、進化もね、一流いじゃないですか。いろいろ AI とかもそうだけどね、最近のね、イラストのね、あ,あれもそうだし。なんかまあ、一流いじゃん結構発展。うん、結構、なんか来るとき、結構、いきなり来ると思うよ。うん、そういう時代。うん、だからね、でも生にはかなわない。そう、まあ、生の、だからいつ、いつまでも生の良さ。 うん、配信の良さ、ネット,ネットの良さ、ねうんね、生の良さ、バーチャルの良さ、どっちもあるんだよ。今だってそうじゃん。な今だって俺らそうじゃんな。ネットの良さあるし、生の良さ、どっちもいつだってさ、こんばんは。えー、ネットの進化は止まったかな。今はちょっと前よ、まあ。とりあえず、えーと、月の話に戻そう。月ね、そうだから月、あのね、NASA がね、あのね、今ね、うん、NASA がすげえそれっぽい人に見えてきたな、なんか自分のこの格好しかり。 中尾明みたいな、そう、うん、すごいなんか、ね、うん、それっぽい人に見え、<laughs> おじさまに見えてきたな。それっぽい、何かを知ってるおじさま、<laughs> 何かを知ってるおじさまに見えてきた、自分が。NASA <laughs> が、NASA が、寝ない、寝ないと、え NASA が何 s a が、だから、NASA がね、今 NASA、ま、が未だにね、 あの月までどうやっていくかって、だからさっき言ったバーレンタイをどうやって抜けていくかっていうのを未だに調べてるっていう、研究してるんですよ。ナーサ、未だに研究してるっぽいの。うん。バーレンタイを抜けて、どうやってつね、その月までとかバー、バーレンタイをそこを抜ける。え、じゃあ、じゃああんた、あんたじゃあ、50年前はどうやって行ったんだよ おいでまあそういったことを NASA にねあのやっぱ聞くわけじゃん NASA はそれに関してノーコメントらしいですネットで見ました全部ネットで見ました今語ったこと今だけじゃなく今日だけじゃなくこの15年間 配信始めて。ウィキペディア王子やな。<laughs> 自分で編集したこともあるしな、自分のウィキペディア。ウィキペディア王子。全部ネットで見た。<laughs> 歩く無王子さんって言うけど、 まあ、お前ら、さすがネットサーバー。いや、結構やっぱ、ここの話に関しても、俺はやっぱ、そのやっぱ前澤さんのさ、そう、何年後にちょっとね、いくか分かんないけど、ちょっとだからどうなるのかなーって、ちょっとね、そこはやっぱ、逆に前澤さんがね、証明するってのもあるかもな。本当、その月面着陸したらなんだってとこもな。うん。まあ、ちょっと分かんないけど、そのね。うーん、ね。 オカルト楽しみいやオカルトっていうのかなまあこれまあい,いやオカルトかいやば、まあ、ちょっとオカルト的なとこもあるけどあの月面着陸映像はやはりフェイクかいや何やはりフェイクかってちょっとじゃあお前みたいなやつがやっぱやばいんだってなちょっとこうやって話しただけでさあやっぱりやっぱあ,あれは嘘なんだう嘘なんだ嘘なんだって自分で考えろよなうための脳みそだ、うん、ネットに振り回されんねや リツイートね、5万リツイートとか10万いいねされたツイートがね、あの、絶対正義の意見だって信じるタイプでしょ。お前らって。てか世の中の人って、ほとんどの人。あ、これは10万リツイートされてるから、あ、これは正しいんだ。へぇー、OK? 旅費は口止め料でキャッシュバック。ないな。 あ、ない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 でもぎくってあ、けどこれはけどね、ほんとこれは集団心理だから。これは集団心理だから、やっぱそういう人は全然いっぱいいると思いますよ。野こさん、世界5分前仮説とかどう思いますか知りませんネットで見たことないから。ネットで見たことあったらな知ってんだけどな。調べとくわ。すいません。 <laughs> ネットじゃネットで俺が見たことないから <laughs> 俺がネットで見たことあったら、ね、ちょっと話し合わせられたんだけどごめんなじゃボツアロックちょっとやばいうありがとうさっき12時って言ってくれた人5時間後に起きるんだよちょっとやばいな俺本当にやばいマジでやばい明日ちょっとまあ仮眠程度でちょっとこのあと深夜2時に寝れたら寝るわまあ1時か2時にいや深夜2時に寝,寝るか分かんねえけど まあ寝れなかったら寝れなかったらいいやんうん。寝れなかったら寝れなかったら何やるってね、ボザロボザロ。いやもうボッチャ、ボザロボザロ。ボッチャロック、ボッチャロック、ボッチャロック。ボッチャロック俺、けど俺、俺、俺、ほんに見たことなくてさ、俺、こん移動で寝る寝る寝る,寝る。ボッチャロック、俺、こキャラクター俺、このピンクのさ、やつ以外死んでんだよ、俺、本当に。このピンクの子以外、3人いるんだね、金髪、赤、青って。 名前とかも知んないし当然このピンクのやつがいることぐらいしか知んない俺うんそうなんだねォッチ・ザ・ロックでだなんだ4人なんだああうんうんえー、っと全員後藤なんだちょっと待ってあのさちょっと待ってあの何の曲さっき言った名曲一番じゃあ慶音の時のやっぱねあのマニックパニックみたいなねあの,あの名曲あと「ゆうどんせいなんてんクレイジー」 でリッチャーの曲。慶、ね、応みたいな。慶応名曲いっぱいあったからな。慶応だって俺、サントラ書いたもん,、うん。そういう名曲教えろ。一番の名曲。うん、夏なな夏何がななタイトル、タイトルだよ、タイトル。夏な今日はにラモンズって何があの、だからタイトル。青春コンプリあオあケ OK。青春コンプリいた2つでだからそれな。それがモザロの一番のいい曲なんだな。まあ、一番か分かんないけど、とりあえずいい曲なんだな。 鳴りやまないって曲。あ、さっきなんか言ったな。俺の、俺から影響を受けた。ロックンローラーのなりやまないから影響を受けた。なんかその曲もちょっとニュー聴きますじゃん何が悪い何が悪い何が悪いんだ何が悪い青春コンプレックスからちょっと聞こう。アップルミュージックにあんのかよてかよ。アップルミュージックにそもそもあったあったあった。何高速バンドって。エロいな。<laughs> 曲。青春コンプレックスで、曲が高速バンドだけど。ということ。あ、あれ あ、ちょっと待って。高速バンドっていうバンドなの高速バンドって、ば、結束バンド結束、結束バンド。ちょっと待って、俺、もう天然なんだけど、れ結束、結束バンドか。結束バンドだね。結束、結、結束バンド、結束バンド。結束バンド、結束バンドで、 マジで高速バンドに見えた俺んか「青春コプレックス」ってバンドでバンド名で高速バンドって曲じゃねえかって思ったんだけど高速バンドってどういうことだと思って結束バンドってバンド名なんだてか俺それも知んないの結束バンドってバンドなのこのぼっちぼっちちゃんのバンド名って青春は高速だああそうなんだいや結束そうなのそれ初めて知ったってないんだよ本当に 結束結束バンド、すみません、ごめんなさい、本当に、じゃあ結束バンド、結束バンドで青春コンプレックス、ちょっと聞いています。僕もちょっと、あの、初めて聞くので、ちょっと聞きますね。皆さんも初めての人にいるのか、だいたい見てたりするんでしょ。これがすごいのか、ちょっと、イントロ、見るかけイントロかっこいい、もう、イントロがもうかっこいい。 イントラも買ってた。あ、たしりてえ。 光のパス。うんうんうん。あ、いや、かっけえ。かっこいい、かっこいい。いや、俺好きかっこいい、かっこいい。うん。 これ高校生。まあまあいいや。こっそりはやばい。<laughs> まあでも本当に職員、ね、オープニング曲なんだ。ええー。あ、これオープニング曲なんだ、これ。ええー。まあ、つかみ OK だね。<laughs> これオープニングだったらつかみ OK だね。 なんかさっきはコメントあるけど、味かっぽくはないよね。なんか俺は、味,味かっこさあでした、ね、むしろ最近のなんかね、嘘味か最近の、うん。 なんか最近のなんかバンドっぽい。そしょ大人っぽい今風って感じですけど、ね。赤い声っぽいそんなことないよ。ん <laughs>、なんか俺、俺は、いや、声は大人って言うけど、そんなん、そこ突っ込むな。演奏が上手いとか。 でまあ、高校生でもこんな声、歌声の人いるっしょいるよ。いる、いる。高校生でも、いるよ。アドクシンと、ね、いいね。あ、いいね。すげいいね。コード進行をやる。 <laughs> 決めて、最後、決めて、最いい,いいっす、いいっす、いいっす、よかった、よかった。ちゃんと締めたね。最後の、うん、最後、うん、締めも良かったっす。イントロから締めも良かったっす。いや、よかった、よかった。なるほどね。曲はかっこいいね、確かにね。かっこいいね。うん。まあ、これはウケるわっていうのは伝った、マジ。うん、からからえー、カラカラ。えボザル・ロクナリギアクは、えー、っと、結束バンド何が悪い えー、結束バンドで調べよう。何が悪い、えー、結束バンド、えー、何が悪い、えー、忘れてやらない、えーな。いっぱいあるんだね、えーえーえー。フラッシュバッカーってな、立憲バンカーじゃん。立憲バンカーから取ってるの、これ、フラッシュバッカーってタイトル。一人ぼっちと、まあ、いいや、はい、えー、っとカラカラあ、カラカラってさっきあの何が悪いあ、あった。何が悪い何が悪いじゃ ひとりぼっち東京だって俺ひとりぼっちって曲あるしさ作者好きなんじゃないのやっぱ裏でなんかの事情で新生かちゃん使えなかったんじゃんやっぱ事情しかねえからなこの俺のバンドじゃあちょっと何が悪いそうだよ何が悪いんだよ使ってなだから何が悪いってタイトルも意味深だよねうん新まちゃに使って何が悪いんだって言いたかったんでしょこれタイトルこれは鳴りやまないって言ってんでしょ えっと、何が悪いを作詞作曲の人、ミサコと一緒に、六兄弟出ったよ。バンドガールスペシャル、かまちゃん好きって言ったよ。ちょっと待って、何が悪いを作詞作曲した人が、ミサコと一緒に六兄弟、なんか、出てたら、出てたっぽくて、番組ね、テレビかなんか、出てたらしくて、えー、かまちゃん好きな人だ、が作ったんで、だって、じゃあこれはもうマジじゃねえか。おい、マジじゃねえかよ。マジじゃねえかよ。お前、これ初詞をし、初出したらさ。 マジじゃんガチじゃんガチじゃねえかつながったじゃねえかよ <laughs> ああ作曲した人がそうなんだけどミサコ、ミサコがミサコさんミサコさんあいつあいつ見て見てんだっけボサロちょっとなんか前回ちょっとあそんな話あいつとしたことないからちょっとわかんねえんだけどなんだよミサコ言えやミサコさんなまあいいやまあ、いいやとりあえずなんかちょっとつながりがりましたね何が悪いってこの曲の中でロックンロールが鳴りやまないみたいな感じでなんかね あの,あの歌詞があるかなんかはよくわかんないらしいけどちょっとまあ決めつけないけどちょっと、ね、決めつけるのも失礼だからちょっとね <laughs> 実際別にかま <laughs> っちゃ好きって言ったことあるだけで別に今はねクソ嫌いかもしれないしまあそんなことないそんなことそんなことないだからそのね別にその俺に、ね、影響を受けたってことと結びつけるのはちょっとなかなかちょっと失礼なんで、うん、まあとりあえず一回曲聴けます曲聴けますはいじゃあ何が悪いはいこれも歌詞見ながら聴くか おい,いきなり食ってました。<laughs> 鳴りやまなくて何が悪いいきなり来たじゃないっすか。びっくりした。椅子から立ち上がっちゃったよ、うん。ちょっと突然、突然鳴りやまなくて何が悪い青春で何が悪いって。そ、は、う、い、なかなか来てくれ。 あ,あ、いいね。この俺も。僕メロディーから流れるメロディーだけは僕が僕。歌詞もけど。すごいよ僕の心は何色なんだろう。うん アンサーソングないかないや、強く刻ん今。ちょっと待って。強く、俺よく言うじゃん。刻んでこうぜ。今さ。これちょっとさ、ちょっとやっぱ、意識してくれ、くださ意識してくださってるのかな うぬぼれてんのかなどっちかな <laughs> いや、俺が作ったんじゃなくて。この作詞作曲した方。いや、でも。いや、なんか。いや、歌詞いいね、けど何よりこれ。曲もいいけど歌詞歌詞いいっすね。 さっきのもさ、歌詞歌詞もいいね。ね。青春コ、コンプレックスみたいな。歌詞歌詞もいいね。やっぱいいですね,ね、うんいや。さっきの曲も歌詞よかった。うん。今ほら何でないね。つないえ いや、これ普通に曲いいんあ、これエンディングなんだ。これがエンディング曲なんだ。さっきのがオープニングで。いや、もうエンディング曲としてはもうベスト、なもうベストだよな。これな。アジカンとカマチはどっちの欲しくないが。溜まってちゃうんでしょう。まあ、どっちもでしょ。<laughs> 別にな、ど,だどっちがどっちかとか言わねえすよね。どっちもどっちの良さがあるから。 味感もだってほんといいじゃん。味感も、まあや、俺ね、よく聞いてたやつ。エンディングにピッタリしてね。あ,あ、カラカラって曲とその曲で2つ e リアル。なるほどね、2つあるんだ。 ハマったな、大島ってキャラいねえ。いねえ。いなとこはいだから、それおめえらが作れ早く。なあ。っとさ、ね,ねせ。せ、せ、青春で何が悪い北沢ゆ,ゆうほさん。ありがとうございます。北沢ゆうほさんっていう方が作ったのかな、これ。なんか最後の。ありがとうございます。これお、おめえら、ありがとうございます。いや、これちょっとかまっちゃんね、意識した感じ。なんか、あ、なんか刻むとか、今とかさ、俺しか言わないじゃん。 ね、今とかさ、ね、ほらとか。えー、っと、あざっす、いい曲でした。いい曲でした。いい曲でした。そっか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 。な、あーでもさ、やっぱさ、え、これボ、ぼっちロックって今、アニメ、ど、どなかんじゃん。えー、っと、これってなんかもう、終わるお終わんのど、どういうこと俺、状況がわからん。わ、終わった。え、終わっちゃったんだ。あ、もう終わったんだ。そっかそっかそっか。 もう,もうラストララストラストトウィーク迎えたんだ。一期あえちゃって一期終わったって。二期あんの二期あんのかおい、二期あんのか二期、三期、四期、十期あんのかおい。あるんけ二期。知らんって。なんで死んねんだよ。二期、ああ、あるかも。え、まだわかんない。だって漫画、漫画読んでんだろ漫画、漫画続きあんのか漫画,漫,画漫画、漫画、漫画、一期で消耗したのか漫画。漫画あんだろ漫画一期で消耗したのか 漫画ついてる。じゃあ、あるんじゃねえか。あるだろ。2期。こんだけ流行ってる。ある。絶対ある。2期。あるよ。うん。そっか、2期とかで来ないかなニ2期、3期。いやーね。そしたらもうね、結束バンドで、ね。もう、もうけっ、せ、青春が鳴り止まないみたいな、なんか、ね、まあ、本当にいい、いい、 曲書くよ、俺は。来てそうな言い方するなって、来てねえから言ってんだよ、バカ。本当に来てねえから言ってんだよ。うん。いやー、けどワンチャンけど、まだなくはないんじゃないね。えー、ちょ、適当にプレイリスト <laughs> 誕生日ってな <laughs>。もっとアピールしろ。はーい、くれ。 そしたらゴチと対談するんだよね。なんで <laughs> なんで俺がゴチと対談すんの何を対、俺政治の話できないよ。できるけど。うん。のんぽりですから。うん。<laughs> 誕生日何やるかなじゃあもうこれで応援します。じゃあないやもうこれだよなボちツうロックくれよお前ら関係者もさ根回ししとけそれかあとお前らが書け作員関係者いるのかっていや結構ねいたりするぜ だってそれこそ伊佐山先生だっても,もともとリスナーだからな前月先生だって恋屋めのツイキャスきっかけだからな映画映画映画化恋屋めの映画化決まったのツイキャスきっかけな結構だからねもしもしお疲れさんでしたじゃあとりあえずね オープニングがいいの。いや、どっちも。うん、どっちもちょうだい。あとね。俺マジで決めるからね。ちなみに。お茶バックアザース。いや、欲張りっていうど俺さ、マジで決めるからね。それは別にみんながさ、ね。知ってる通り。自信しかねえ。お茶バックアザース。確信しかねえ。うん。 ぼっち,ちゃんね、女性ボーカル、うん、全然もう、似てますよ。まあいいや、まあまあ、それはそれで。精神薬はめっちゃ楽しかったはい、俺もうちょっとね、もう3時間とかや、ね、る。ちょ、寝るわ、ネオジェブス、まあまあまあ、話ちょっともう、はい、切り替え、おっちばかるです、とりあえず、髪切ってねえよ、ま。あー、あと、あとりあえず、名古屋ね、ちょっとね、ちょっと今日朝5時起きで、ちょっと撮影あって、それもちょっと楽しますけど。 そう朝5時起き仕事し,します今日朝5時起きでありがとうござお疲れさんはいうん残さんの女性ボーカルギターギターポトカレーだ先静止ありが赤い髪の北ちゃん、まあま僕ボザルはちょっと見るよ、うん、せお疲れさんお疲れさんお疲れさん早く頑張ってはいちょ頑張るよちょ早く寝ること寝る寝られることを祈るよマジではん 名古屋フリーありますかうるさいああだからそれだよ出さん、電波があれば電波があればさっきも話してんだけど電波があればやりますメンバー来るわけねえじゃんメンバーなんていねえようん出してさいお疲れさんでんたあメンバーも来るものくん来るうありがとうありが撮影ごあいましたありがとうございやしたありい。とうございました なげやのせとりどんな感じですかえどんな感じですかまあ、大したことないよ。なあ。大したことあるかどうかはさ、そんなさ、俺は言葉で言うことじゃないじゃん。ね。俺は決めるだけだから。うん。そう。瀬戸りなんて文字じゃん。な。でも俺は決めるから。俺が鳴らして、ね。俺が鳴らして叩きつけるだけ。うん。マイスラーズ。ンス。 うんじゃあちょっとお会いします名古屋も楽しみにしてますはいまあ、次はちょっと名古屋ねお茶の会とちょっとねホテル配信日帰りだよ俺日帰り日帰りちょっと最近申請会社忙しいですよだからお疲れバイバイちょっとね申請会ねありがたいことに忙しいっすよなんかその仕事とか今年は本当に自己周年 ライブもいっぱいあるし、メイキャンも決まったし、おちばくありがとうございます。とりあえずね、はい、ホテル配信はちょっとあるか分かりません、らすいらすいおちばくありがとかございす。ちょっとね、ライブにラライブにライブブにに向けてね、体力の方優先させるから、余裕があればする、うん、余裕がなければ、あのメンシップとかでもする、うん、だからお前らメンシップ入れ、早く。まあまあ、どれの道、振り返ったら振り返ってやるんで、はい、じゃあね、お疲れさん、じゃあね、さよなら。はい はい、じゃあね、ベイキャンを取りきたい。お、またお疲れ様、お疲れ様、おちばかりおやすみ様、ゆっくり様、おちばかり子、少しお帰りした。私もご正気なので、はい、おやすみいおやすみまたやたみ様、おやすみまたやすみ様、おやすみ様、おやすみ様、おやすみまたまたみたおやすみ様、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 おやまた様、おやすみ様、おやまた様、おやすみ様、おやすみ様、おやすまたおやすみ様、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 おやすみ、おやすみ、お あの、アナベル人形とロバート人形と、あと、ドラえもんの、ドラえもんのアイドル。ドラえもんのアイドル。都市伝説の、これも怖いから。ドラえもんの、タ、タレント、タレント。俺いつも間違えるタレ,タレント、タレントドラえもんのタレントじゃあ、ドラえもんのタレントっていうね、都市伝説で、すごい怖い回があるんだけど、ドラえもんのタアイドルじゃない。タ、タレント。 サタ,タレントそそ。それちょっと調べてみてください。この後。はい。はい。よろしくお願いします。ドラえもんのタレント。特に。あと、ヒョンヒョロね。ヒョ,ンあとヒョンヒョロね。ヒョンヒョロ。これもドラえもん書いた藤子 F 不二雄の短編集なんだけど、ヒョンヒョロっていう漫画。それもね、うん、なかなか怖いから。あ知ってる,ああってるヒョンヒョロ怖いよね。ヒョンヒョロね。ヒョンヒョロっていう漫画があるの。あと、バンアレンタイね。月の。はい。じゃあね。はい。さ